「吉川英治新書大后記は」は1938年から1945年にかけて読売新聞ほかで連載された長編歴史小説です尾張三英傑の一人木下藤吉郎後の豊臣秀吉が生きた戦国の世を大きなスケールで描き出す作風は未だ 根強いいファンの支持を集めています。今回はそのうちの永禄5年1562年から永禄13年1570年ごとまでを描いた第3分冊を上下に分けて朗読いたします「吉川英治新書体後期第3分冊より」 春の客永禄五年の正月信長は29歳の元旦を迎えたまだほの暗いうちに彼は立って浴室に入ると水網して身を清めていた清水はかえって暖かく白いものが立ち上っているがそれを汲み上げる間に 水おけの底は凍りついてしまうああ寒い井戸の周りで古生たちが思わず白い息と一緒につぶやくとしと近重の侍が叱った信長の耳へ入ると何がと叱られるからであるまだ元日であるからささいなことでご機嫌を損ねてもならぬという恐れからであった 水をもてー水をもてー組んで運ぶのが間に合わないほど浴室の中ではそれをかぶる水音がしぶき元気のよい信長の声が聞こえていたそれ、おでましいーと聞こえると金銃や胡椒が追うに慌てるほど信長の姿はもう次のことにうつっているその朝 彼は衣服を正して清須城の後ろの林へ歩んだ霜深い木の感動にはむしろを敷き通してあったこの城の歴史よりも古くからある国の見柱の神前に座して彼は廃棄して体中が凍るのも忘れていた彼はその時信長でもなく国主でもなかった 高天のもと、高度の上に、いかなる恵みか、人間という命を結んだ、一個の血あるものでしかなかった。こうした命を、何のために生かしきろうか、言うまでもなく、高天高度に期すべきであると、彼も知るのだった。頑張のひととき、分けて、それを深く思うべく、彼はそうして、 下に座るためしを自ら立てたそして京都の方へ向かって福祉を拝んだ立って歩みを移すとそこから遠からずして素廟の前に出るここは信長が居城してから作った先祖の御霊屋であるおそらくは生前この稚語 今の男性に生まれてどうして国をもって生きていけるだろうかと、案じ抜いたままで世を去ったであろうと思われる彼の父、織田信秀の御霊もそこにあった。水を捧げ、工芸とともに元旦の供物を備え終わると、信長は地震や故障たちを顧みて、あっちへ行っておれ、と言った。はあ 段を降り、じっぽほど下がって、列立していると、信長はまた、もっと、ずっと彼方へ、いンんでおれ、と手を振った。まったく人けがなくなると、信長は、父の石の前で、何やら生ける人へ物を言うように言って、やがては、懐紙を取り出して、両目を拭っていた。彼の父が生きていたころの彼は、 人も知るがごとき知教寺と言われ父の死後も長年うつけの殿で通っていたほどなので今日に至るまでも信長はめったに仏寺供養などしたことがない自分を苦感して自陣した平手中司のためにはさすがに清州寺まで建立してやっただが父の霊前に手を合わせたりすることは 新人気合と言ってよいほどした試しがなかった。家臣たちもそんな姿の信長を平然に見ることはほとんどなかった。けれど、石となった父に会うと、彼はただ手を合わせただけではいられなかった。地教寺の本省に帰ったように、石へ呼びかけ、石へ向かってつい泣いてしまうのだった。 故に信長はそんなおどかさを家臣たちに見せなかった見えない遠くまで遠ざけて今もただ一人祖先を拝した初がラすの高根に木々の梢は紅を差しかけていた眼頂の礼を済まして信長が本車の広庭を 館の方へ迂回してくると注文あたりからその辺まで埴輪時のような泥にまみれた武将とその部下が仰天の下に白い息をひげに凍らせて祝然と整列していた信長の姿を見ると将兵の列はザグと響きを揃えて図を下げた「大義<へ>信長も言う。 そしてネギだった。早く休息するがよい。そして、のびのび、正月をいたすがよい。これは、開けて去年の何月かに、美野へ向けて出陣した後、そのまま木曽川の東岸に長陣していたのが、年暮れに帰還を命じられ、ちょうどその朝未明に帰還してきたものであった。美野への出陣は、 去年の秋口から再三のことであってその都度、木曽川の国境をついては引きまた超えては下がり彼の反発を小当たりに当たってみるような小競り合いを繰り返していたものである先に柴田隊の武将柴田勝家も佐久間隊の佐久間信盛も帰っていた後には ものみたいぐらいな兵数しか残っていないはずである二の入りは取りやめかと悟する向きもあったが信長は半年の目的は一応収め得たとしていたまた国境から大部分の兵を引いても大事なしと見ていたなぜならば去年8月 斉藤義辰の病死と聞こえたのはその後敵の戦意や弔法から見てももはや確実なことだったからである義辰の子辰置に至ってはその暗愚を信長は行幸とはしているが問題にはしていないそれを討つにはまた自分には舅に当たる道産山,山城の髪を死し,したる逆死を忠誠という 人道の旗がある。ただ信長が大事をとっているのは彼にはまだ道産山城の神以来の不況と良い家臣のあることだった今川義元を討ったとはいえにわかに織田の不況や兵数が激増したわけでは少しもないのだ当や勝って聖夜に一杯を喫すれば昨日の田楽狭間は むしろ笑うべき一丁の無価生産となってしまうまず三河とゴアやってこれは重臣たちの権限もあり彼としても意を得た策であった去年半年のうちの最も大きな収穫はそうして松平元康との和名が成立したことだったこの松之の内 その松平元康は三河から清洲城へ会見に来る予定になっている信長は大いに艦隊に勤めようとその日を楽しんでいた主なる進化を身の境から呼び戻したのは当日の正義をしてできる限り盛んにしたいという考えからでもあったやがて信長は家に入る 長い間主君の姿を見なかった武士たちは信長の姿が電柱の広縁へ遠ざかるまで瞳を凝らして見送っていたがめに及ぼうその上で武将の命令で鯛は解かれ黒々と崩れた武者たちの上に。 初日は大きく昇っていたその中に足軽約五十名ほどを連れて城内の隅の方へ行く木下藤吉郎の姿もあった留守組の同僚がかなから来て真正面に出会っても「ああ木の下!」とうっかり呼びかけないほど彼の顔は日焼けしていたひげは あまり生えないたちであるが肌は薪のように荒れ兜連とずれに額ははげて鼻の頭や頬は赤くしもげ歯と目ばかりが白かった「正月だなあ。どうだ帰るお城があるというのはなんといいものじゃないか」部下の足軽たちへそう話しかけながら行く彼のその顔はしかし 初日の出より乱々と元気であったネネは夫の長い留守の間に養父浅野又右衛門の家から夫の家霧畑の小さい屋敷の方へ全ての荷物と共に引き移っていたこれは初めから談合の上のことであった婿入りという形で婚儀を挙げたが 吉郎の一心は朝の毛を継ぐには事情が許さないいずれ中村の母や家族も迎えとなればならぬ総領であるネネも長女ではあるが下には妹の親やもいることだしというような話から新夫婦は舅人のもとを離れて別に住むようになったのであるだが親やは 姉のそばを離れがただに年暮れから霧畑の方へ遊びに来ていた。ねねが急に人妻らしい変わりようをしているのに親やは相変わらずマリばかりついてよく歌っていた。花の露ほど慣れ染めて、富士の雲ほど立つなやの。マリは時々 柿より高くはむ元日の霜はうららかに溶け始めていた花に嵐もふかばふけ君の心のよそえ散らずばややさん柿のうちの水屋で姉の声だったマリを手に留めて「はいなんです?」 あなたおいくつになったんですかじゅうしご近所の方がわらいますよ。ことでもひくかおかきぞめでもなさい。わらってもかまわないのおねえさまのようになるともうまりはつけないでしょう。れ柴田にのけややさん。 また、何ですかそんな歌歌うもんじゃありませんというのに。あど<ろ>よしなさい。町の流行り歌なんか、もっといいまり歌があるでしょう。お姉様は本当に勝手ですね。この歌はお姉様が町から覚えてきて私に教えたんでしょう。親やの理屈に負けてしまったのか、柿のうちの声は。 黙っってしまった。親屋は柿の隙間へ顔を寄せて台所に見える姉の姿へ「奥様若奥様木綿藤吉の若御両様どうしてお黙り遊ばしてしまったのですか?」とからかった浅野家の弓長屋以上ここは隣近所が耳近いのである。 ネネはかおを真っかにしてしまい,いややさーん。とねめるまねしていえのおくへかくれこんでしまったほほうおねえさまがおねえさまがおややはうれしがっておもわずマリをちゅうへほおったポンとつくとまえよりまたたかくあがったまたつくまたつきながら 道を歩き出したすると誰か出会い頭の武者が手を出してそのマリをついた下手くそな手に疲れたマリはすぐ横へ飛んでいってしまった親やは丸い目を見張って「あの?と」とその武者の顔をにらんだよく見るとそれは姉婿の藤吉郎であった 夕べ一夜城内に過ごして二日の朝帰宅してきたのだがまだ戦場姿のままなので全くよくよく見ないとわからないような顔をしていたお姉さまお兄さまが帰りましたよお兄さまが駆け込んできた親やが絶叫に近い声で言えつげたもとより陶器治療の帰りは。 前から知れていた。お城へは昨日着いたが何かとお役目向きの相談や始末もあり今夜は城内に泊まるがあしたは帰るとの夫の使いを受けてねねは今朝から待ちわびていた朝の化粧も何かの家事常と変わらないつもりでもどこかいそいそするふうが親やの目にもわかると見えて 親やまで浮き立って姉をからかったり麻里を抱いて外へ出てみたりしていたところなのであるねねは親やの慌ただしい告げを聞くと「ごんぞ旦那様がお帰りになりましたぞえ」若党のごんぞへ伝え自分も共に立って門口に出迎えた親やも姉のそばに立った 下辺も,も立った下居も,も立った皆で五六人のこれが木下家の総家内であった先ぶれした親やから一足遅れて藤吉郎はニコニコしながら歩いてきた少人数の家族ながらまたささやかな一個の主だがその瞬間は厳粛であった一畳の主の凱旋も 気持ちの上では同じものだった。ねねの手に習って、みな膝まで手を下げて、ここどから頭を下げた。帰った。東吉道が言うと、おかえりあそばしませー。家族も声をそろえた。ねねの目は潤んでいる。まぶたの中にある白玉に正月二日の日がキラキラしていた。 ねえねえ留守中ご苦労であった陣中からやった手紙は見たかいただきましたあれには当分帰国もおぼつかないとしたためたがこの正月にみんなの顔がこうして見られようとはわしも思わなかったのだいやきれいになったなあと我が家の様や門前の大きめだった大台など見回して やはり妻はよいものだ。よく人は戦場では独り者の方が心置きなく戦えるなどと申すが、嘘だな。まことのいい女房なら、留守んには女房がおるという安心のあった方が、どれほど戦場で気づいかしれぬ。まあ、干せられますこと。ネネは、えくぼへかけて、目のうちの白玉を放りこぼした。 嬉し泣きして夫と共に打ちへ上がった独身でいた頃の家とは同じ家でもまるで見違える塵一つないどこを見ても妻の手が光っていたその光のうちでも藤吉郎の心の奥がまでさした大きな光はまだヒノキの板も新しい 神棚の一睡のあかしであったまた次の間の仏壇の明かりであったもうけられてあるあるじの人根に座る前に彼は三木の下に座して両手を使えまた下がって次の間の仏壇へもう出て手を合わせたもとより独身の頃は神棚もなかった 仏壇ももなななかかっった。た。同時に、家中に中す、こんな輝きもなかった仏壇といってもネネはまだ夫の塩素も近親の個人も知らなかったのでただ一体の皆男女大の自物をそこに祀っただけのものであるけれど黙拝した夫はそれで満足したらしい様子なのでひそかに心を休んじた。 そうしてやがて具足も脱ぎ小袖を着て自分の体になると藤吉郎はさあ、うががだ。ねえねえ、わままいいいい。いぞ。真っきにおてののか。かそそもれら食べたいのいた飯が食いたちい身を斜めに座り崩して長々と足腰を伸ばした。 中村から送り届けてよこしたという母が手つきの餅も食べた。ねねが心を込めた草草の料理も食べた。塗装も組んだ。めでたい。それで彼は寝てしまった。大満足の寝顔であった。二三日は年賀の放客が来る。到礼に出かける。 瞬たたく間に、松の内も早すぎようとする。六日の朝だ。彼は、早朝から出資した。清掃だが、わらじ、はばきという支度である。持ち足がる五十名ほど引き連れて、厚田まで出向いたのである。厚田の町のきれいさ。その朝は、街道筋も塵一つない。 小溝の水までが美しく底を見せていた小溝の水までが美しく底を見せていた宿駅の入り口から熱田の宮の辺りにかけ沿道には織田家の人数が整列して待ち設けていたやがて今日清洲城へ参考あるという三河岡崎の 松平元康を出迎えるためにであった。めあっ信長からのお迎えとしてここまで人数を引いて出向いてきた名大役は林佐渡滝川一政菅谷九郎右衛門の三重心であった藤吉郎もそのうちの何の組かには入っていたけれど彼の人数のごときははるか下の方にあって 町屋の軒端に立たずに主君の気品が通る砲台の馬糞を吐き取らせたり野良犬を追ったり辻の戒めに気を配ったりしているにすぎないのである宮の森に日もうらうらと高くなった頃追いである松平元康の先駆は足並みそろえて街道を打たせてきた弓の列である 少し隔てて一軍の騎馬隊がさ々と手綱・くつわを揃えてくるのが見えた中ほどにある年始まだ212歳の若旦が元康その人だった何かようも投げに通りすがった人のように平然と安城に揺られていたけれど前後を取り囲んでいる三河府大の面々は さすがに鉄のようにこわばった顔をしていた一発の隙もない緊張を示していた石川和正酒井忠次の両稼を以下が固めているいかに和議はなっても満ち溢れる,る春光と平和はうわれてもここの地上は40年以来互いに不祖の代からしのぎを削り合ってきた敵地である 初めてこうして40年ぶりに平和な服装で国境を越えたのである感慨なきを得なかったと同時にまだ心の底からの安心はなし得なかった謝禅へかかる元康は馬を降りた急速。信長から向けられた 出迎えの者に対して挨拶がある。そして再び列は進んだ三河宗の友人は総勢で120機と数えられた元康の随身たちも清須の町へ入ると初めて和んだ瞳となった城下の空気でわかるものがあった清洲の住民は元康の姿を仰ぐに冷淡でなかった 心から和名の成立を喜び平和の客春の気品として元康の一行を迎え合った城内に入ると信長は自身本丸に出迎えておお、その人へ幹事と笑みを向けた元康は駒を預けて同じように美笑をたたえつつ 信長の前に立った元康ですどちらも若い元康は21歳信長は明けて29歳だったその元康はまだ乳母の手を離れない6歳の頃にこの織田家に人質として送られたことがあったそれからまさに15年目今日は 平和の客、春の気品としてこの正義に迎えられているのである元康自身よりもその間の妊婦新参を忘れられない三河府大の童心たちは晩閑こもごも胸に迫って密かにまぶたを厚くしながら若い両大衆の交換を眺めていた客殿にはやがて共演が貼られた 今の織田家の浮力として今日の国賓には最大な例をとった善尽くし美尽くししたものであった信長は主賓の元康と並んで座ったいずれが上座いずれが下座という体もなかった絶えず二人がにこやかにえみ交わしている様がはるか末席の軍神からも眺められた 東吉郎も時折遠くその光景を見ることができたしかし彼の席は客殿の末も末そして一段下がった廊下外であったけれどお流れの盃は廊下外の詰めざぶないの列にまでやがて順に回ってきた藤吉郎の手にそれが渡ってきたのは 何百人目か知れなかった。いやあ、そんないい話い。なんと太平だ。ご当儀にとっては、まず何十年ぶりでこういう平和に恵まれたことが、仙台信秀様以来まずないことじゃろう。それは、三河殿にとっても同様な儀でござろう。先週万歳、もう一根おまし願いたいもので。 廊下外は気楽でもある。密かに主賓の下馬評さえ様々に囁かれていた。ある者は元康の人品を加減温用だが武略にかけてはどうかと言い、ある者は元康そのものより今日連れている随身の中に秀でた骨柄の者のがある。家臣にいいのがいるのだろうと言い。 ぜぜひひ、見る目はいろいろであった藤吉郎は、それらのささやきをさまざまに周囲に聞いていたが、誰の表にも、よく見た、と感心するような言葉は聞かれなかった彼は、彼だけに見たところを一人胸にたたんでいた彼が感じたところは、 元康があくまで信長と対等にいることだった下りもしなければ思い上がってもいない対等の姿であった彼が感じたところは元康があくまで信長と対等にいることだった下りもしなければ思い上がってもいない対等の姿であった本来であれば こうああるる。ははずはないのである元康は織田家に大敗を受けた今川義元の人質だししかもその位置ばっかに過ぎなかったものなのだ国力から言っても三河の財政は織田家のそれよりもはるかに悪い状態ではないかそれが桶狭間の敗戦後わずか丸2年と経たない間に 戦勝国の織田家をしてこれほどな待遇を設けさせ二十九歳の信長と平等に席を取って少しも見劣りのしない二十一歳の元康というものはそう簡単に歓迎すべきものではないそう陶吉郎は考えてふと廊下外の板敷きにかしこまっている自分の年齢を思うともなく胸の内でつぶやいて 俺も一つ取ってこの春は二十七になったのかと身分は足軽五十人預かり年は二十七体はまず健康中村の里には何でも喜んでくれる母はいるし家には良い女房がいる我東吉道は 何の不平も覚えなのいもえむしろ今日の自分をも祝福しこれも勲行の恩であるもし信長が十年前庄内川のほとりですがった自分を拾い上げてくれなかったならばとお流れの一根もあだには述べなかった信長の目が見えているといないとにかかわらず心からおしいただいている 見交わした縁も竹縄の頃主賓と信長とは看護の間に「もし松平殿が天下の将軍とならば織田はそのばっかに従いましょうもし織田家が天下の将軍となったら松平殿は織田のばっかに従いたまえ」とか約束したなどと後に側近者は言い伝えたが。 真偽のほどは信じられない。何せよそれほどに両者の看護が親密に見えたことは事実に相違ないけれどそれはさておき織田の軍臣が一強を喫したのはこの改名が行われたすぐ翌日元康は今川領の上野皇の城を攻め城主の宇有の長手でを切ってもう

出入り口には見張りの侍が眼光を研ぎ立てていた「誰でもよい意見あらば意見を述べよ」う。信長の声であった「せきとしているのだ」「いながれている家中の顔にところどころの火ばかりが赤く揺らぐ」 外には春やうららかに小鳥の声が遠くするしかしここの薄暗い諸とたくさんな侍どもの顔は戦っ気に燃えていた所存はないのか何も重ねての声の時である愚痴ござりますが勝家がはい柴田勝家が述べた ただいま、大瀬田しの、すのまたにご畜城の奥あだて、まことにご知略にはござりますが、ちと、無謀かとも存ぜられます。知略なりとも褒め、無謀なりともいい。どっちなのだ、勝家、汚なく言え。されば、あの地形に味方の一類を築くなど、所詮、言うべくして行われぬことと思われまするので、なぜ、 知性、倹悪、自然の力には人もこうしえません。また、敵もおめおめと見てはおりません。必然、無数のにえのものを出して、結果はついに不条手に終わることを火を見るよりも明らかかと思われます。勝家の意見に続いて、同様に考えられます。柴田殿のご意見、至極と思われます。自分にも、手前も、 などと述べるのが大多数であった信長は「むむ」と口を結んでしまう気に入らないのだしかし周知は自分の考えに合致しない無謀という勝家の説にほとんどが同意見らしい老親林佐渡も一族の 織田影雄も名古屋稲葉の神も佐久間も丹羽もその周知へ正しながら実は信長の心こそ周知へ合致しないのであった周知はいつも常識である信長が欲しているのは一見常識らしい常識ではなくもっと飛躍した 知恵の新鮮を求めているる。のである新しい知恵もまたすぐ常識化してしまうが信長はそうした経験済みの知識を持って常識かぶるものの多い周知にいつも飽き足らないのであったその問題の素のまたというのは美能の国境で美濃の攻略には どうしてもこの辺の要害に織田の足だまりが欲しいところなのである雪がとけて2月に入ると再び身の入りの西軍は続々国境へ差し向けられていた19条あたりに兵を置いて時折敵の胸を伺い諸々に放火したり奇襲的な小さい効果を狙っては引き上げてきたりしているが そんな程度では義辰なく辰置安ぐなりといっても大国美濃は微動もしないのであるどうしてもかっことした用害をしめて腰を据えてかかるためにもすのまたに味方の一条が欲しいのであっただがいかに砦作りでも一条はそう簡単には気づけないしかも 敵国の目前でする仕事だし、一朝雨でも降り続けば木曽川と角俣川の両大河は氾濫して、たちまちそこらは洪水となってしまう地形でもある。そんな潮を敵にはかられて大挙襲いかかってこられたら、遠平は間に合わないし、よしや援軍が来たところでどうしようもなく全滅となってしまおう。というのが。 勝家らの唱える常識であった。常識はいつも動かし難い心理のように知識人の雄弁によって余計論人の盾になった一応意見として聞いている顔はしていたが信長は勝家などの言う理論に決して肯定したのではないむしろ不満であった 方程式の常識論など聞く耳は持たぬといったような風さえうかがえるしかし信長には信念はあっても彼らの常識論を言い破るだけの論拠が見つからないらしかった単に不満なる意志を表にみなぎらせるしかない沈黙であった当然評議の席は沼のように声を潜めてしまう 勝家や林里田の主張とそれに飽き足らない主君の顔つきとが一同の口を封じてしまったごとくしばらくしんとしていたお<う>、吉突然信長が名をさしたはるか末席の方にいた彼の顔を信長の眼は 見つけたように呼びかけた「とちどそちの意見はどうなのか遠慮なくそこにて申してみ」「はあ」返事が聞こえたしかし上座の重臣たちにはそれを振り向いても姿が見えないほど遠い末席であった「申してみ重ねて信長が言う。 自分の意思を自分に代わって述べそうなものは信長の目でこの大勢の家中にも彼しかなかったのであった柴田様林様その他重臣型のご意見はさすがにジーリーごもっともない意見と拝聴いたしました藤吉道はそう言いながら席から少しずり出して信長の方へ両手をつかえていた なれど人の資料に及ぶほどのことならば敵も図って対策をいたしますゆえ兵法とは申されませぬ敵の予測しえないゆえに出て戦い敵の資料の及ばぬところに備えをするのでなければなりませんその点からすのまたの蓄災は断じて撃つ手だと思います水を恐れては川に築城はできません敵を恐れては きこへるとはできません。誰の目にも至極無謀と見えることを至難でなく無謀でなく人知とまことをもって行い通してゆくところにご勝利があるものと存じますうんうん信長は何度もうなずいたそしてなお黙り返っている一同の上を見渡して 今度は意見を問うのではなく、厳命するように言った。美濃へ打ち入らんには、素角股に一類を築いて足がかりとするほかに兵法はない。誰にでもあれ、この信長のために神妙を募る覚悟を持って、角股に一条を築いてみせるものはないか。成し遂げたも者は、美濃攻めの戦闘第一の武君とするだろう。藤吉郎は。 一度進めた膝を人々の間へまた退いて、それには感知しないような顔をして、まっすぐに向いていた。彼が心の内で、たぶん、今に、と憶測していたとおり、やがて柴田勝家が信長の言名に応じて、それほどまでに殿のご決意の敵上は、 しししかととてをやや、くいたまょう訓命山より重し我々重心どもとていたずらに敵を恐れ大河に気を飲まれておいさめした次第ではござりませんぬと言った勝家はわざと統治指導の名も口にしなかった彼から見れば論議の相手などにするのは不快でもありまた 道を認めることになるからだったそしてまた藤吉郎などへ訓明が下らないうちにと慌てて佐久間信盛こそ適任であろうと推薦した信長もそれを入れて即座に信盛へ三千の兵と五千の妊婦と多額な軍費を授けてのまたへ立たせた 雨季に入った美能の三夜は毎日さみだれの底に浸されていたどうしているだろう巣のもとへ出向いた組は築城の方は少しは進んでおるのだろうか晴れ間のない雨空をあおいでは清洲の人々はうわさしていた。 五千の妊婦と三千の兵を連れて、佐久間信盛が素のまたへ立ったのは、ちょうど三月の初旬頃であったからもう二月余りは過ぎて。いる。出発の際、はショを退任に受けて、チ城に取りかかる以上はおそくも、夏までにはしとげて帰る。と、信盛は豪語して立ったそうだが、その後は、 いっこにはかばかしい消息も聞こえなかったのである。すると尾張の領内でも庄内川や各地の河川が氾濫しておびただしい水害が案じられていた堀もり、すのまたのご高地は築きかけた材木も石も職人小屋も一夜のうちに皆洪水に押し流されてしまった!」という早打ちが。 御城内へ着いたよしが早くも一般の耳から耳へと伝えられていた案の定その夜から翌日へかけて三胆たる配送者が国境を退いて清須へたどり着いてきた佐久間信盛以下の将兵や妊婦たちであった聞けば大水だけの3階で逃げ帰ってきたのではない 美濃の兵は今日このごろの雨期を待っていたものらしく素のまた一円が濁流に浸されると伊かだ軍を組織したりかねて川を越えさせて山野に隠しておいた騎兵をこごうしたりして佐久間信盛の陣へ一斉に襲撃してきた尾張勢はひとたまりもなく大敗の雨き目を見てしまった築城中の素角俣の陣地と 何百という戦車者等を捨ててほとんど命からがらの体で清洲へ退いてきたものであった洪水に溺れ死んだりあるいは敵の手に打たれたものなど総数900余名の犠牲者が数えられその他5000の妊婦はその半分の数も生死不明で清洲へも帰ってこないのが多かった自然の力には。 勝てぬ。信盛は、謹慎のものにそう単をもらしたが、信長への報告を終わると、攻めを待つ気で謹慎していた。信長は、しかし、信盛の大敗を咎めなかった。不可抗力であるとして、かついえ、かれと、即日、 柴田勝家を総軍の奉行として再出発させただがその勝家もやがてまた美濃の奇襲と雨さえ降れば出る水に苦しめられて何の功もあげずに帰ってきた無理だそもそもが無謀な計画というものだ誰が采配を取ったところであんな血のりの悪いしかも 敵国と目と鼻の先へ指導を築くなんていう無法がしとぎられるものではない。美濃の斎藤に人間がいないならまた別問題だが勝家が言わせなくても、生きて帰ってきたものは皆、口を合わせて築城の指南を言い、連日の苦戦を訴え、そのことの無謀を非難した。だが信長はそういう世論にくじけて、 思いとどまる太刀ではなかぎゅうかわってまいれ三度目の任命は信長のいとこの織田鍵生左衛門に下ったもう一族のものをやる以外に適当な人物もなかったからであるけれどその影生左衛門も認知へついてまだ築城の石や材木もろくに運ばない間に 鳴海付近の激戦で部下半数とともに枕を並べて戦死してしまった。佐久間、柴田、織田、鍵生と続いて三将もに築城には失敗するし敵には惨敗を受けるし兵の支障はおびただしい数に上るし城内城下の世論は画然、 初めから知れている暴挙だ。それにも懲りず暴挙を推しなさる。と、暗にではあるが、攻めを主君にきして、信長の不明をなんじる声は、ようやく高まってきた。桶狭間の行幸がかえってお家の害になった。勝って慎むのをお考えなく、思い上がっておいでられるのだ。ひそかには、そこまで露骨にささやく家中もあった。 しかし早々は国費も続く前おいとこのかぎう様ま,まで戦死されてはいかな無理押しのご気少でも今度は悔いを噛まれたに違いない戦没者の葬儀なども終わってひと片づきすると秋風が吹き始めた世論に耳のないような沈黙を見せて信長は夏の終わりを過ごした 柴田佐久間などいっとき不守備にしょげていた面々が「どうだわかったろう」と言わぬばかり秋と共にそろそろ大きな顔をして電柱を歩いていたその電柱を今足早に「木の下しわ木の下しわ爪のまごとをのぞいて探している近所があった木の下はこれにおります だか,か出てきて藤吉郎が何か訓足の夜向きを受けたまわると近寿は「お早く!」と念を押して立ち去った藤吉郎は心の内で「ついに来たなと一人うなずいたことだった彼はちょっと小部屋に隠れて刀の口外で髪をなでつけた そしてすぐ、信長の前へ出るべく行った。ついに来たもの、とは言うまでもなく、すのまたの問題と彼は直感していた。当然これはいつか自分へ回ってくる。ほとんど信じて疑わなかったものである。果たして、信長は彼の姿を前に見ると、すぐ言いつけた。とちろう。 この度はそちに命じる。明日中にすのまたへ発足せ。は登記指の受ける定を信長は見つめていた。そして重ねて、どうじゃ身にすぎた退任ですがありがたくお受けいたしますぬ。危険があるかいや別にないのか。危険はございませんぬ。 ただいささか生産はござりますがその生産を聞こういかなる生産があるか地球上のならぬ原因は水地と血のりの不利でござりましょうが何重はそれじゃとみな申しておる自然の力には私もこうし得ませぬ先の三省方も水地の難はご承知でありながら工事の致し方を即分するに その自然の力へ向かって人力で打ち勝とうとなされたようです。間違いはその精神の持ち方にあると存ぜられます。手前は凡人ゆえ、あくまで水の心のままに、水の動きたいままに水を導いて、水池の甲をしとげてみる考えでございます。水の心とは雨水のあふれるにも、大河の本流にも、水そのものには心があります。 小さき人知人力をもってその本然の心を無理にせき止めたりゆがめたりしようとすれば一朝の嵐には必ずいかれる洪水となって工事の石材木はおどか無数の人命をも押し流してしまうに決まっておりまする。とおきはっそちはわしに正道を説いておるのかいえすのまたの築城のことでございます何時は 水害の妨げのみではないぞ。畜生中にもうるさく寄せ来る美濃の兵に対しても、そちはなんぞ、しかとした賞賛があるか。その儀は、お気遣いには及びませぬ。自分においても、それはさして重大には心得ておりませぬ。重大でないと、さればです。東吉郎は、信長の真剣な表を、微笑みで見上げて、佐久間様、 柴田様、鍵生様と、ご当家にでも名だたるお方たちが皆、相続いて惨敗して引いた後でござりまする。敵は勝ちになれて、気もおごり、まんじぬいているところへ、織田家の末輩でも、まだ、弥勒若年の私が四度目の賞としてまいれば、おそらく敵は笑うでありましょう。うんうん いやあよみよ。う。織田の家中でも足軽に毛の生えたようなのがきおった。いかなる城を築く気か。この度は思うがままに気づかせて出来上がったところを一挙に踏みつぶしてやれ。法敵は考えるやと思われます。いや、そっちの考え通りに来なかった時は、臨機応変。うん、違いない。が、との、統治道の想像は、 たぶん間違いないかと察しられます。敵に策士あれば、こちらに導をづかせておき、しかるのちに攻め取って、織田家が身の入りの足がかりにせんためのものを逆に、美濃が尾張を合わせのまんず足場とするくらいな汽車は、斎藤家にもあるべきにござります。なるほど。では、改めて問うが、そちはそれほどな生産を持ちながら、なぜまの股の評議のあった当初に、 進んでその計画を述べ、自身大役を引き受けて出なかったか。いや、私とても真っ先に素の股へ赴いたら、柴田様や佐久間様と同じように、かだきめに合わされておりましょう。武力にかけては、しょせん、あの方に及ぶべき私ではございません。それに。彼が言葉の息を継いだ潮に、信長はやや斜めに胸をそらし、 かじたた。をしそれは自分を偉く見せようとか得意げに調子づくとかいう誰にもありがちな飾り気の全く見えないあまりにも正直すぎるくらいな藤吉郎の淡々たる下の根に妙味というか呆れたというかとにかく信長の心でもちょっと押しかりきれないものが 信長の顔を包んでしまったように見えたこの男油断ができないと信長がひそかに胸でつぐやいている間に藤吉郎はもう至って拒食も言い回しも知らないような言葉でですから手前は実を申せばわざとご評議の当初には差し控えておりましたわけですいや あちとお前後しましたが、私ごときまっいがまた柴田佐久間様などを差し置いて、大地にすのまた築城の大役などを拝して赴いたとしたら、家中の方々も殿の眼鏡とばかりは申しません。あまりにエコとも評されましょう。しかし、今日となれば、誰もやみにそしるものはございますまい。猿目もあの折口を出したとがで、 素のまたへやられるわと小気味よく申すことでしょう。ゆえに敵へも味方へも今日統治指導が追いつけを受けることは最も時機を得たものと存ぜられます。目を閉じて聞いていると信長は自分のために世事平生にも長じている軍師が素のまたを例に引いて講義でも聞かせているようにすらと思われたが。 目ひらけば、そこには、ひと一倍ずのひくい。あしがるごじゅうにんがしらでしかない。いっこのひらざむらいが。ペタへふくしているにすぎなかった。よしいけ信長は、カタのぬりばこを、コシの手から授けた。特に、ク配を賜ったのである。ト吉キは初めて、信長から、 一個のーとして許されたのであったねネえねえ帰ったぞ時ならぬ夫の帰宅におやつねとはおはやいおひきどきのようでございますが出迎えるといやいやまたすぐお城へひっかえさねばならぬすんじ別れに来たのだ東 奥へ座っている。侍の妻には常にいつ来るかもしれない別れの予測と心構えがある。ネネの前はひそかに悲しんだ。お別れとは明日、すのまたへ補足する。すのまたへ絶望に近いものがネネの胸を 炭のように濁した。が心配するなむしろそなたを喜ばそうと思うてちょっと帰宅したのだ近いうちになと、藤次郎は右の手のひらを出してねねえ示したこの手に一条が乗るであろうよわしもとうとう一条の主になれる元より小次郎だが城は城 ねねはゲセない顔だった。それを東七郎はわって「ゲッセない。まだこの世にない城だからなこれからわしらが行って自分できづく城だからなハッハッハハすわったかと思うと湯ひとつのんでもうかれはたっているうすたのむぞ中村の母じゃ人へなんぞのたよりをおこたぬな。 修道ートちタよしなり。ナよいか。それから、召し使いはいないかと、トウキシは見回した。そして、自分と共に立ちかけるネネの顔を、その方を、両の手で押さえて、そなたも、風邪ひくな。かつて、めめしい涙など見せたことのないネネが、 を夫の手に抱かれたままとどりと涙をこぼしたあまりに夫が快活なのはむしろ妻に不安を抱かせまいとする心やりであろうまたへ出陣して生きて帰った彰子はあれであるそう思い詰めたのだった器師郎もいつまで ほうをおさえていたじっと見つめた妻の涙を見たからであるバカいきなりもっと深々と胸の中へ妻の顔を抱きしめてやってから彼はそう言いながら邪険なように突っ放した何をなくやがて一条のあるじの多くともなるものが <laughs> 大股にぬれんまにれで出てゴンゾーいるかゴンゾー若頭を呼び立てるとはいご用にござりますかゴンゾーは駆け寄って彼の眼下にひざまずいたこの書面を持って大急ぎで使い出せもう城内でしたためてきたものだしい懐の中にそれはもう書かれてあったどちらへでござりますか密封ゆえ 宛名は封の下に記しておいたが怪盗軍の八チスカ村までだ八チスカ村へ孤独殿の屋敷を思前知らないか怒号の孤独殿だあの信仁のうかとでも失礼な源氏あってはならぬぞわしが今ご城内から乗ってきた馬が門辺に繋いであろうそれへまたがりすぐ飛んで行ってこいはあここでいましたご返事は へもううちにはおらぬからその晩はすでに武装し統治郎は城内に詰めていた新たに彼へ退任が下ったと早くも知れ渡って家中の取り沙汰はふんふんとやかましいぜぜひひさまざまだがもちろん火となすものが多い だが、愚足に五体と単身を固めた統吉道は非難反目長部、一切に耳もないかのごとく城内武者溜まりの床場に将棋を置きよもすがら出兵の人員醍醐二打、軍樹などにわたって指図していたまず城内なのでもとよりその発令は信長から直接に出ていた。 信長も奥にあって今夜は眠らずにいるらしかった絶えず藤吉郎の手元へ伝言や書きつけの指令が来たそのうちに一部下が「ただいまごんぞとやら申すお屋敷の若党がお使い先より早馬にて立ち返りましたが」と告げてくるもう思考に近いことだった藤吉郎は待ちかねていたかのごとく 彼の姿を見るなり早口に早かったぞゴンゾーして孤独殿はいたかわしの書面手渡したかはい確かにこれに返事も携えてまいりました大儀だった彼はいではすぐに置いてまおうこのまま明日には出発する留守中ネネの見回りなどを頼むぞよゴンゾーが去ると間もなくまたも信長からの近所がかけてきて すぐにと何か召し呼ばれた急ぎ足に藤吉郎は本丸へ行った信長は屋外にまんまくを放せそこを参謀本部として時たま傍らの茶屋で休息を取るくらいな程度で夜を明かしていた「藤吉道です」とばをのぞくとそこには二羽柴田佐久間 そのほの重心が皆詰め合っていたじろりと冷ややかなマナコが一斉に新しく抜擢された一将校の彼に注がれたなんじゃ木下殿のお召しと承って参ったのですがん殿には今ややお疲れの手でお茶屋に入ってご休息中じゃがそうですかでは首すをめぐらして彼は 子たちののをうかがった。ちのの間茶亭をっ次女に茶を立てさせて信長は一服飲んでいた東旗指の声がするとすぐ立って茶室の端に腰をかけ直した東旗どかそちは信長が授けた3000の兵数を不要なりと称してわずか10分の1の300名に書き改め その指図書きをば重心止め突き返したそうだが、一体いかなる所存か柴田作間の牢口ですが、三千の兵と五千の妊婦を引き虫して、あの敗北を遂げたものを、いかにその方に気楽ありとも、4も三百の少人数で使命を全うできる目算もあるまいが。いえ、ないわけでは決してございません。あると申すか年々の五千0 0匹、相次ぐ敗戦の苦杯。 この上にも国財を断費しては戦いに勝っても御内政に敗れましょうが。何のこの後に。いや、御財政のみでなく、先には多くの人命を素またに捨てさせております。これ以上、大事な兵を粗末に失うことは賢明な策ではございますまい。ゆえに、統治指導が指揮する上は敵の職を喰らい、敵地の資材をもって築き、御家人以外の人力を用いて、 素のまたの日常は築き上げたい所存なのでござりまする!」。「味方の兵力を費やさず、また、領土の資材を消耗せずに、目的を完成してみせる考えで」という藤吉郎の言葉に、大概なことは飲み込む信長も、「猿正気か?」。と疑うような顔をした。 その顔色を貧札しておあんじ遊ばされますな。統一郎はまず行って、その非中の秘策を打ち明けるべく、信長に人払いを願った。そちたちも遠くのいて、このまま見張っておれ。信長は小姓へ命じ、さて、主従二人きりとなって。統一郎。 敵地の資材を持って敵地に気づくというのは世にもわかるが、味方の兵を持ちず損なわずに戦わんとは世にもげせぬことである。さような気力があるならば、信長膝を屈してもそっちに教えを請うであろう。何の恐れ多い東吉父は一層血へ表をつけて、実は手前少年の頃、職を求めて美濃、近江、伊勢、 また、御領内の金傍など、諸国どこ暗くなくさまよい歩きましたうちに、怪盗軍に住む土合の信士のもとは分けて故意にいたしました。ご存じはも知れませんが、八塚村の孤独と申す者の屋敷にわずかながらしもべ働きをしていた縁故などもござりまして。うーん、それで彼らは、時を得ない相毛の勧誘でござります。武勇あれど、用いる人がありません。 導く知者にあいませんまた、ご領主なるものがあるゆえに、働たら頭上の風雲もむなしく見過ごして、皮肉を炭じているやからです。ですから、時に某を働き、地を乱し、徒党となっては軍党と返事、参じては領民をかすめ、野伏り、野伏などの名をもって呼ばれていますが、その本質は合法、任強です。社会の重木を逸した兵骨と精神なだけに、 よくそれを導けば、天下の領民とはいかなくても、乱に用いて乱を治めるにはたる者どもでございます。うんうん、それらの信は、ご領家だけでも三、四千人はおりましょう。おば三御厨や信濃、しのぎ、かし川などの各所に偏在して、おのおの上には頭目をいただき、武器、バグを盗み蓄え、諏訪といえば天下の稲を砕い、領主なく、国境なく、 ノアの,のごとく、また、流れるように道を選ばない出水の濁流のごとく、世を害すおそれもあります。彼らを用いないのは嘘です。国政のおこたりでもあります。とっからそう存じていましたが、ものがものだけによい機会もなかったのですが、この度こそは殿のおために、いや、もっと大きくは天下万民のためにこれを持ち、同時に一平たりとも、 いたずらに損ずべからざるご次期親王の兵をば、より優位な時に備えておかねばなるまいと愚行いたしゃ次第にござりまする。何とぞ藤吉道の秘策、ご採用まって所持の采配、大将より五段がそばしてお任せをきくださりますように。よしよしというばかりで信長はほかに言葉も知らなかった。ただ、うなずくのみだ。 行天木下藤吉郎をショートする二打隊を加えても約六百にも足りない兵は西の国境に向かって発足したついに誰も彼が再び生きて帰る人間とは信じなかった竜 なんじゃろ沿道の領民は、のんびりと見送っていた。まさか、のまたへの出征の軍とは思いつかないのである。もめんとう吉米五度さ。隠れ柴田にのけ作ま、と、歌にも聞こえているそのもめんとう吉が、今日は馬上。 人数の先頭に大将となって通っていく。人数もわずかだ。それに、気孔堂々と言いたいが、なんとなく士気も振るわない。世気がない。柴田、佐久間などが先に角股へ向かった時は、まさに気孔堂々、大変な勢いのものであった。 それから比べれば領内の巡視か前線の一部の交代ぐらいにしか考えられないおーい清巣から12里井の口を過ぎ湘岸寺付近まで軍が進んできた頃後ろから追いついてくる一機があったおーい待てー タイの後方にある仁田頭が「いや前田殿だ」そばの兵を前列へ走らせてすぐ東吉郎の方へ伝えた「休めー」という命令が前方からタを一貫してくる清須を立ってまだ汗ばむほども歩いていないのだ「醍醐醐の物頭たちも気のない顔である」 卒後のうちのかおいろをみわたしてもふあんとむせんいがみなぎっているおいやすむのだもうかよけいなことをいうなやすむならいつだっていいさうまをあずけたいごのあいだをさっそうととおっていったいぬちのみみにもしそたちのそんなこえがはいったいやあいぬちよどのか。 道は見かけるなり、馬上からザクと飛び降りて、自分からも歩み寄った。犬山の方面はどんな情勢ですな先に問われてしまったので、命をも何か急に弱りげであったが、まだ片付かぬ。一時大軍生徒の大勢に軍を引いてむなしゅう帰ってきた。と、手短に詰めた。その、 犬山の方面にも先ほどから織田家の内憂があった犬山の城主下野神信清は織田一族だが信長に対して反抗を持ち続けてきた羽栗軍の和田とか丹羽軍の中島分吾とか清須で用いられない不平組を語たって反旗を翻し密かに 美濃の斎藤家へ内通していた。同族だけに始末の悪い存在なのである。で信長はこれをうたんと決心したが後方から無限に美濃の斎藤方が助けるのでそれに向かった岩室長門が戦死を遂げたり同族いたずらに血を流すのみで戦のけじめはつかなかった。そうか、この木は。 人を引けとごめ令になったかそれは賢明なご分別だときちどはきよすのそらを見ながらつぶやいたいやそれよりもだといぬちよはつこように言いだしたこれからむかわれるきこのいくさばこそおだけのコーのわかれめだほかのだのきのしたどのこととわしは信頼しんししおるがかちゅうのふよごじょうかのふ安。ん 一通りではない。心配のあまり追いかけて別次を申しに来たが、よいか木下章となって一軍を指揮するとなると今までの機構とはその創建に追ってゆく責任も違うし軍配の手心もよほど変わるぞいいのか木下肌構えは休んじてくれ覚悟のほどをしかとうなずいてみせながら東吉郎は 重ねていった。一作があるのだ。だが、命をはその一作を聞くと、それこそ不安なのだと言わぬばかりに眉をひそめ。お主、訓命を受けるとすぐ、手がいのゴンゾに馬を与え、ハチスカ村へ使いに飛ばせたそうじゃのう。聞いたか、日中の日を。実は、ねど殿から。 漏れるのはやはり女の口。怖いな。いや、出陣の祝いに角を差しのぞいたところ、今朝未明に熱田の宮へ漏れて、お主の分を祈って戻ったところとか、ちょうどごんぞも言わせたので、ふと話の端に出たのじゃ。しかだば、手前の復讐も、語るまでもなくご明察がついたでござろう。読めておる。しかし、大丈夫かの。頼みの相手方は、 上記を逸した信忍の戸だぞ下手に組んで手をかまれるようなことはないかその辺司祭はないではなんと工事をもって条件としたか知らぬがお主の書状に対して八塚村の信忍の頭目はうんと承諾の旨を答えてきたのか多言をはばかるん機密かこれを見てくれ 具足の下から一冊の手紙を取り出して藤吉郎は黙って犬千代の手に渡した昨夜ゴンゾがもたらした蜂須賀孤独の返書なのである犬千代はそれを黙読していたが書面を返しながら驚きのまなこを相手の顔に据えたまましばらく言う言葉を知らなかったお分かりであろう。 日の下何かわかったがそれはことわりてがみではないか。八塚の一族はちすかのいちぞくはせんだいいいさいとう家とはきってもきれぬきゅうえんのあるあいだがおだにかたんはぎにおいてできぬとめいはくにことわりのかいてあるものをおぬしどうよんだのだじのごとく。いやすまぬ。 不意に頭を下げて、手前の住人を案じて、これまで後を追ってそうお尋ねくださる遊戯に対して、甚ははだ無挨拶を申すようで恐れいるが、いささか思案もござれば、どうぞご懸念なく、留守方のお務め、しっかとお守り願いたい。それほどまでに申すなら、自信もあることだろう。しからば、お元気に参られよ。かたじけない。 そばのの侍へ前田殿の駒を引けと言いつけるいやご解釈にあうば酒をお見せなさいごめんと彼が馬場へ帰った時命代の駒もそこへ引かれてきたおさらば馬場からもう一度会釈し,して東吉郎はそのまま駒を進めた彼の旗差し物にはまだ何の印もなかった 無地の赤旗が幾竜か平馬の間に立って、犬千の傍然たる目の前を流れていった。さらば、との声ももう届かないが、統治指導はまた犬千の姿を振り向いていた。初衆の明るい火が、笑っている白い葉を見せているではないか。強いてではない。 いかにも自然に、その顔は笑ってゆくのだ。赤とんぼの潮流が、青空をすがすがにめぐってゆく。犬千代は黙々と、一人駒を清須の方へ返していった。苔の深さに驚かされる。立ち入ること禁断の、 寺院の庭のように、ここの土豪屋敷の広い庭にも、何百年か知れない青ゴケが一面に眺められる。石の陰には草竹、泉には不葉の花、秋の昼である、寒尺そのものであった。よくも続いてきたものだ。 庭へ降り立つと孤独正勝はいつもそう思う英大栄大栄の昔から住んできて今に至るまでの祖先と現在のつながりを思う俺の代もついにろくな仮名も起こさず終わるのかなだが今の時勢にこれだけのものをなくさずに持ちこたえてきただけでも ご先祖は領としてくれるかもしれぬそう慰めながらも一面には自分の本質のうちになお慰めきれない皮肉の端が常にあるらしく見られる彼であったそういう静かな日の彼や四方うっそうに囲まれた一城郭にも等しい旧家のたたずまいを眺めただけでは ここの主が怪盗軍の野に潜む二千余のサイロを飼って美能の闇を股にかけて働き戦国の裏道に出没して領主の力でも抜くことのできない地盤と勢力を老孤として持っている信氏の頭領とは考えられない姿であった亀一<市>庭を歩いていた孤独は不意に お屋のひとつの部屋に向かって呼んだ。亀市、支度してこい。今年、十二歳になった孤独の嫡男、亀一は、父の声を聞くと、はい。すぐ、袴の桃立ちとって、室内から二本の稽古槍を抱えて庭へ降りてきた。何しておったか書を読んでました。書持つばかり読みふけって。 一向武道はおろそかではないか亀一は目を伏せた孤独の旺滑とは違って柔和で知的な質であった自分の跡目にこういう世間並みには良い総量を持った孤独はかえって憂いであった配下二千余のノブ氏はほとんど無学の反骨が多いのだ 猛なな野人ぞいなのだ。それを投御できなければ八塚一族は支えてゆけない猛獣の仲間では弱肉強食は当然の利だからであるで孤独は自分と似ない子を見るたびこれでは行く末のほどもと亀市の従順な天性や高額な才をむしろ嘆いて 暇さえあれば庭へ立たせ、自身の儲けや郵送の血を武芸によって注ぎ込もうとするのだった。槍を持て。はい。いつものように構えて、父を父と思わず突っかかってこい。孤独も槍を向けた。ことも思わないような眼で、行く<嘘>恐ろしい父の声に、亀一は気の弱い瞳をすくめて、 後ろへ下がりかけた途端にかしゃくなき父の稽古やりは亀一の肩を激しく突いた亀一はあっと叫ぶなり槍を放って大むきざまにもんどり打ちそのまま昆虫してしまったあれひどい彼の母の松並はひと間の内から我を忘れて庭もへ駆け寄り亀一の体を抱き上げて おろおろとどこぞうちはしなかったか亀一よ亀一よ夫のあまりな手荒を恨むがごとく水よ薬よとしもべたちへ呼び立てたバカこロクマサカは妻を叱って何を泣く何をいたまるお前がそのように育てるかや亀一も重弱になるのだ死にはせぬ やるなあっちへ行っておれ水や薬を持ってきたしもべたちも、孤独のしゅなその顔つきに、虚しく遠くから見ているだけだった。妻の松並は涙を拭いた。その懐紙で抱いている亀市の口から流れる血を抑えた。父の槍で突き飛ばされたはずみに口を噛んだか、 いたかのどこぞほかにもうったところはないかどんなむりもふへいもそのばではおっとへくちごたえはせぬつまであったいやじだいのかふうだったといってよいただなみだになるかめいちはようやくきがついてなおりました もう何でもありません、母上、あっちへ行ってください。槍を持って痛みをかみこらえながら、再び立ちかけると、そのけなげぶりが初めて父の心にかなったか。よしこのくは二個と面を和らげ、その息で来いとさらに励ました。すると、その時、家人の者のが、 慌ただしく注文から回ってきて、孤独へ向かって告げることには。ただいま、織田信長の使者と称する者が、使者にしては、友も連れず、ただ一名で御門に駒をつなぎ、ぜひみつみつお目にかかりたいとの申し礼ですが、なんと墓だったものでしょうか。それがまた変な男で。と、取り次ぎの家人は言い出した。ただ一名。 カ活が門内へ入ってくるなりかなたこなたを武遠流に眺め回しああ懐かしいなあなどと言ったりいつも変わらず山端が鳴いているのこの柿の木が大きくなったのと一人勝手にたわごとつぶやいているてどうも織田家の使者とは受け取れの様子もあるので孤独も首をかしげてはてえなあ。 しばらく魔王期生命は木下藤吉郎と申しましたんんんにわかに不審が解けたようにそうかいやわかった先ほど書面をよこした織田の家来か会うようはない追い返せさもこそニンは棟梁の言葉にうなずいて 一周すべく意気込んで駆け戻っていったお願いがござります松並はそのしおり亀一のお稽古は今日だけお許しくださいませまだ顔色が青ござります口も腫れ上がって見えますればうんでは連れて行け孤独は妻の手へ槍と事を預けたがあまり甘やかすな いいことに思うて書物ばかり与えるなと言いつけた彼もそのまま書院の方へ歩み出し靴脱ぎへ草履を捨てかけたところへまたさっきの家人が首を振りながらかけてきておかしだいよいよ不審な男ですどうしても立ち返りませんのみかいつの間にやら脇んを通って馬屋の方へ勝手に立ち入り 馬番や庭掃除のものなどつかまえてなれなれしく雑談などしております。つまみだせ。織田家の回し物など、なぜ容赦しておくか。いや、おっしゃるまでもなく、侍部屋の面々も出て、戻らねば土兵越しに放り出すぞと脅しつきましたところ、もういっぺん取り継いでくれ。十年前、矢作川でお目にかかった日吉といえばきっと思い出していただけよう、などと言い、てこでも動くらが構えではございません。 川でどうしても思い出せないのである矢作川といい日吉といい10年も前の露房の一さじは孤独正勝にとってもう念頭にもなかったお覚えはございませんかないではいよいよ怪しいやつ苦しまぎれの貴弁とみます ここいました。そうわかれば、こっぴどい目に合わせて、馬もどともたたきなくって、清瀬をおっかしてくれましょう。たびたびの取り次ぎをわずらわされて、家人は合腹でもあった。いておれ、という顔つきをもって、その姿が中の木戸までかき出したとき、なお、書院のくつぎに立ったまま考えていた孤独が、待てと呼び止めた。何かまだ。 うん、ちょっと待てことによるとその男は猿ではないかな猿そういえば自分でも日吉しわからなければ猿とお告げくださいなどと言っていましたがさては猿かご承知なのでとすれば屋敷にもしばし通いで庭脇や亀市の森などさせ 目しの効いたわらべであったがけれど織田な長の使者で来たというのはおかしなわけでゲせぬがみなりはひとかどですんもののぐに陣おりをき、よほど遠路からでも来たようにらあぶみまでつゆやどろにまみれ弁当氷やょ具などゆいつけておりました、まあ通してみろ通しますか 縁のため、を見てくれよ。孤独正勝はそのまま縁に腰掛けやがて来るものを待っていた織田信長の居城清須とこことはわずか数里の間近であったもちろん織田領のうちであるはずだが孤独正勝は信長に許さなかったかつて織田家の六とては 一流もはんでいないのである「不祖この方美濃の斎藤家とは助け合ってきた仲だ」「信しとて義は堅い」「いやむしろ義と京と善楽の風を重んじることは乱世の部門より勝っている」「殺伐略奪はその業としても一族は親子のような関係に結ばれていて 不義啓を許さない。彼はその鉄則の上にある大家族の家長なのだ先に山城の神道さんは養子の義辰に殺されその義辰も去年病死したりして美濃は内紛に次ぐ内紛の乱れにあり事実孤独への影響としても道さんの財政中は仕送っていた 年々の6枚や何かの手当もその後は耐えているのであるもっともそれは斉藤家の意志よりも織田方の作戦が当然仁仁の通路を遮断しているためでもあった孤独はしかし領土は断たれても義は断たなかったむしろ反織田の規制を高め近年では 犬山城の下野守信清と通じて、安に信長への離反を助け、織田領内の講談を企てたりしている闇の暴傷でもあった。連れ参りました中の木戸から取鳥継ぎが言う。万一があっては、という用心からであろう。表方にいる彼が手がいの信子五六名が、物々しく、 一人の客を囲んで通してきた二度と孤独は見やりながら「これと大きく顎を引いたやがて孤独の前に一個の平凡なる男が立った挨拶も平凡な世間並みに「どうもしばらくでした」と一礼している 孤独は、その顔を穴の開くほど見ていたが、おお、やはり猿だ。なるほど。面差しはそう変わってもいない。とつぶやいた。思っていたほどは変わっていないつら差しに引き換えて、あまりにも変わった統治郎の姿には、彼の目も驚かないではいられなかった。 10年前の矢作川の一夜を孤独は今はっきり思い出した裾の短い白木綿の着物一枚首や手足もたびあかにまみれ止まずに銭にもなく飢えて川辺の船に寝ていたらしいが手下の者が揺り起こすと恐ろしく気の強い体現を放ったので「こいつは」と手下の向けた下げ眼痘で まじまじと見つめたその時のキーな少年の姿を孤独は今ありありと目に思い浮かべていたいやその後はつい藤吉郎は腰低くふ以前の自分と今の自分と何らの隔ても意識しない様子でついご無沙汰いたしましたいつもご検証の手で何よりです かみ様ちさまにもさだめしおみおおきくおなりでございましょうな。ごないしつさまにもおかわりございませんか。いやもう、じゅうねんいっしゅん、ここへうかがってみると、なんにもかもおなつかしいものばかりで。と言った。そして、こころからなつかしげに、にわのきぎをみわしたり、やのむねをあおいだりして、あのいしいのみずをまい汲さくんだものだとか、そこの石のそばで、 あなたに叱られたことがあったとか、亀市様を背負ってよくセミ取りをしましたとか、そんな解雇ばかり語り出した。が、孤独の様子は、そんな思い出話に少しも打ち解けなかった。絶えず彼の一挙一動に目を注いで、やがて言葉もいかつく、サル、と、昔ながらに呼んで、 我は侍になにったのか。と」と姿を見れば知れきっていることをあえて尋ねたそれをまた藤次郎は少しも不快らしくせずはい五段のごとくまだ微妙ですがどうやら武士の端となりましたお喜びください実は今日は方々それも喜んでいただこうと思い はるばる認知のスノマトの陣からそっと駆け抜けて参ったのです。と言った。孤独は苦笑して、ご時世はありがたいな。我のような男でも、侍に抱えてくれるものがある。主は誰か小田和左之助信長様です。あの、ジャジャ馬か。時に、藤吉郎は、 ちょっと語気を変えてつい私事の余談のみ先に申し上げましたが今日は信長の一家臣木下藤吉郎実は密かに我が君の上位を対してこれへ参りましたそうか我が使者かとおりますごめん言うと藤吉郎は陣あらじを脱ぎ捨て孤独の腰掛けていた縁先の靴脱ぎからずっと上がって 書院の床の間を後ろに自分で上座を取ってゆったりと座り込んだおお孤独は縁に腰をかけたまま動かなかったあがれとも言われないのにずかずか踏み上がって書院の上座へ大きく座った藤吉郎の姿をそこから振り向いて猿 と呼んだ。さっきは答えたが今度は答えない藤吉郎は二郎と目を向けただけである孤独は四季を笑うように「おいおい猿我はにわかに容態を構え直したがはっは今までは一個人として挨拶したが これからは信長の使者であるという格式であるぞ、というわけか。そうです。では、すぐ帰れ。立ち去れ、猿。孤独は、靴脱ぎへ突っ立った。五気の荒さ、その眼差しも、今までの彼ではなかった。我の主信長は、この八塚村を、 領土のうちと心得ておるか知らぬが、蜂塚村おるか怪盗軍のあだましは、孤独正勝の手で収まっているのだ。その孤独は祖先類大信長から一流の泡だに食わせてもらった覚えはない。あるじずらして俺に望むなど、片腹痛い骨頂だ。帰れ、猿。余計な真似をすると、蹴殺すぞ。はったと寝めつけて、帰ったらそう思うぜ。 信長と俺とは対等だ。この国をあらば自身で来いと。分かったか猿。分かりません。何哀れむべし。あなたもやはり無知な信氏の頭にすぎなかったか。な、何を小ざかしい。このは飛び上がって書院の中につったち。 つかに手をかけてのぞみなおした。猿、もう一度ほざいてみろ。お座りなさい。黙まれいや、お座りやれトーチが申さんとするぎはやかましいいや、それがしはあなたのむちモーを開いてやるのだ。教えるのだ座れこいつだまて、このくどの。 立ちを持って、東吉道を両断するなどは、場所はここ、腕はあなたのことを何も急ぐに当たるまい。しかし、それが手を切ってしまったら、誰があなたに教えるものがあるか、バ,バカなことを、ともあれ、座れ。お座りなさらんか。小さい画集をお捨てなさい。馬心を持って、東吉道が今あなたにつげ申さんとするには、 一信長や一八束など、そんな小さい猫の悲態のような論議をしようというのではおざらん。まずお互いにこの火の元に生まれおうたことからの話だ。あなたにとって信長は領主でないとおっしゃった。いや死木の言だ、ごもっともなお言葉だ。東吉等も同感でおざる。しかし不都度きなのは八束村なら俺の領土だというあなたのお考えだ。間違っている。 何が間違っているかハチスカ村はおどか、おわり一国はおどか、つつうらうらはいかなる変度たりとも、一尺の土たりとも、俺のものだという土はこの国においてはないはずでおざる。ありと申すかそれともありと申すか、このぐ。おそ、うん、れ多くも、国土の上に白示す大君について書く語り、いや書く教えているこの方を前に、 たちを掴んで棒立ちに突っ立っている武ほうがあのか野人礼を知らずといえ、あなたも二千の信のしのらではないか座って聞け腹の底からというよりも、彼の最後の一つは、しんから発したように耳をうった。すると、家の奥まったところからである。不意に、 孤独殿座れ座らにゃ悪いぞとどなった者があった誰だろうかあるの孤独正勝も振り向いた藤吉郎も驚いて声の下方へ目を見張ったすると中庭からさす青い明かりに そこの奥廊下の口に佇んでいるものが見えた。半身は壁の影である。誰やら知れないが、子供の袖らしいのが血だと見えるのである。いやいけえど殿だな。孤独が言うと、そうじゃとと彼方で答え、 部屋の外より失礼な指し出口であるがご両所の構成に何を言い争っておられるかと案じられての幾分笑いを含んでいるらしくなおもそこにたたずんだまま「えけい」と呼ばれたそうは言うのだった孤独は穏やかに「いやあ、それはとんだお耳障りであったのお暗じくださるまい」 今すぐこのチョコ材なししゃめをつまみ出してしまいますればああ、待てのくど殿それまで立ち入るのをはばかっていた部屋の敷居を駅へは思わず踏み越えてきて旅外あるなとたしなめたここに客として泊まっていた旅行でもあろうかまだ四十前後の中年の層だった 武士のような筋骨と太い眉を持っている分けて目につくのはその大きな赤い口であったこの句は我が家の客層がかえって藤吉道へ味方するような口ぶりに「お師匠何が旅外か」と静止したさればじゃそこにおらぬ死者の言葉には背きえぬ道理がある この強度も尾張一国もすべて一信長や一八塚のものではない。万丈の君の城示すものであるという木下殿の言に、いなとあなたは言い切れるか仰せられまいな。その国瀬に不満なりといわば、万丈の君に逆意を抱くも同じことであると、またも彼の優舌にまくし立てられるに違いない。それゆえ、 一応はお座りあって、真に屈し、死者の向上をとくとお聞きなされた上で追い返すもよし、入れるもよし、ご思があったがよかろうと矢野は存ずるのじゃが、孤独も決して無学紋猛の野人ではない。日本の国風がどういうものか、自分たちの血液がどこから流れ伝えてきて、 事故ととななり家計となっているか、そうした国学の諸北代は12歳の亀市の読書にさえあることだったむしろあまりにわきまえすぎているためにかえって慣れて日常には改めて考えても見もしないことであったのだ「恐れ入りましたたとえ申す者が誰であろうと」 大義の理に盾をついたこのくはおかしいことでござった。改めて死者の口上を聞いてくれましょう。彼が落ち着いて座り直したのを見ると客層の駅へも満足して。では、この席におるなど野郎こそ旅外でござればあちらへ引き下がっておることにします。ああ、孤独のその死者へお返事を与える前に。 ちょっとわしの部屋までお顔を貸してもらいたい。ちとお話がおざれは。」と言い残して去った。孤独はそれへうなずいて、さて死者の当期指導へ改めて膝を向け去る。いや、信長の死者どの、いったいこの孤独正勝に。 何の用事か手短に受けたわろうと言い直した大器の相彼は思わず口を示した三寸不断の絶頭を持ってよくこの男を途らえるかえないか今が 分かれ目であると思った。素の股の築城も自分の全生涯もひいては主家の攻防もすべてこの男が運というか稲というかにかけられている今だと思うと実はと固くならずにいられなかった世の儀でもありませんが先ほど ゴンゾと申す小物をもって一応ご意向を伺ってみたあのことについてです。言い出すのっけにそのになれば返書いたしたとおりはっきり断る。こちらの返書は見ないのか見たのか。にべもなく孤独は彼の口上の出花をへし折った。見ました。相手の強行を感じると。 東吉郎は素直に一つ神戸を下げ直して。があの折はそれがしが私の初心。今日は信長公のお旨としてお伝えするのでござる。誰からの恋であろうと織田家に加担する意思はない。孤独の編集に二色はないのだ。ではあたらこの地にご先祖がお残しあった門地を。 あなたはご自身の代で滅亡に導くお考えですか何お怒りなされますな。小さくはこの藤吉郎も10年前に一宿一般の御恩のあるお屋敷です。大きくは、時勢の上より見てあなたのような人物が野に隠れて用いられずにあるのが遺憾でなりません。公私両面から考えて、蜂須賀の門地を 孤立自滅させてしまうのは残念と存じました故に、核は推薦いたしたのです。いや、ハチスのために、私は昔のご恩返しに活動を開きに参ったんです。当吉道。はい。お前はまだ若い。下三寸をもって主君の使いをする資格などはない。 相手の腹立つようなことばかり言う。俺もお前のような小僧を相手に怒りたくもない。良い加減に帰ったらどうだ。使いを果たさぬうちは帰りません。その熱意は買ってやるが、苔の強引というものだ。ありがとうございます。しかし、苔の一心という語もよく味わってください。人力を絶した大名は、 大概苔の一心に似ておりまする。そのくせ、賢者もあまり賢明な道のみは選ばない。例えば、あなたは私より賢明だと信じているでしょう。しかずに、これを局外から見ると、バカが屋根に座って火事を見物しておるようなものです。市林に火が燃え広がっているのに、まだ頑張っている。 わずかに二千ののぶしをもって、去る。そちはいよいよ、俺の一刀を細首に望んでいるのかなんの危ないのは、あなたの首です。儀を立てるにも相手にこそよれだ。美濃の斎藤何者ですか君神父子兄弟のあの内紛。骨肉同士が殺戮し合ってきたあの棒状。 人輪の腐敗もあれほどなのは他国では見られない図でしょうあなたにはおこはないのかご一族もないのかさらに神戸をめぐらして東海三河をご覧なさい松平元康の,のはすでに織田家とは切っても切れない名約を結んでおりますぞ斎藤家崩壊の時この八塚村にいて今川家を頼らんか 三河の遮断あり、伊勢を頼まんか、織田の包囲があって、あなたは誰を三木として、四子尊様の家門を守っておいでになるか、孤立、自滅、それしかないではありませんか。この句は、もう沈黙していた。あきれたように。また、東吉道の雄弁に、 やや気を飲まれてしまったようがしかし藤吉郎はあくまで誠意を表に表して言うので相手を平廷したり演説を振るっている態度は決してないとつとつと解く真心が熱となって雄弁に聞こえるのだった重ねてご権利を願います天下の人心あるもの 誰一人斎藤一族の不倫と便性に眉をひそめぬものはありません。その不義暴虐な国へ味方して、自ら孤立を招き、自ら滅亡を遂げたところで、誰があなたを部門の本堂に準じた人と称えましょう。しかず、この木は、ご先代以来の悪縁を斎藤家と断ち切って、それがしの主、信長様に一度お会いなさい。東大。 海外に弓取り王子といえども、信長様ほどな人物はありません。釈迦に説法ですがあなただって今の時勢がこのままでいるとは大思いになりますまい。恐れ多くはあるが、足利将軍家ももう是非なき松戸とはお考えになりませんか。王人の乱れ以来、幕府に服さず、官僚に統治できず、地方地方へ引っ込んだまま、 おのおの持量を固め、手兵を養い、弓矢を研ぎ、鉄砲を蓄えなどしているのはあだごとではございません。その多くの軍友の中に、誰が古い制度を一新し、誰が次の時代を立て直すか、それを知ることが今日の生き方ではございませんか。うーん初めて一つ孤独は。 自分に不正不正をうなずいたさあここです藤吉郎は膝を詰め寄せていますこういう時代にはきっと次の人物はいるものですただ盆願に見えないだけだ現にあなたの眼前には織田信長様という英手が立っているただそれをあなたは 斎藤系の義理立てなどと将棋にまどって大義を見逃しているだけだ。惜しいとそれがしは思うのです。あなたのためにも、信長様のおためにも。佐治将司は頭から拭い去って、大きく大初からお考えください。時におりもよしです。不将藤吉道は、この度、び俣の築城を仰せつかり、 これを足がかりとして、みのうち入りの先人を受けたまわったんです。帽子を優勝、おだけにも決して乏しくはありません。その中から、それがしごとききをい思い切ってごとよあるひとつを見ても、信長様が、せよのようなぼんくんでないことはおわかりでしょう。しかも、おおせには、すのまたの一条は、それを築きづきとけたものにとらすであろう。その方、 気づきづわりに上司となるべし、という加盟です。治度をたるもの、手につばして立たずにはおられません。暇を置いて、我々、この時に生まれたものが、いつ立つ時がありましょう。さあいえ、一個の力ではどうにもならない。そこであなたを引き出しに来たのです。歯に着ぬ着せずと申します。 自分はあなたをこの機会にこそ持ちうべきだと思い、一面落として引き出しに参ったのでござる。間違えば死も覚悟の上でござる。な、手ぶらでは参りません。差し詰め、ご徘徊の手当やら軍費として、詐称ではありますが、三田の駒に金銀を積んできました。ご受領くださればありがとう存じまする。 言い終わった時である。書院の庭先から孤独に向かって「星上!」と言いながら平服した見つけない武士があった「わしおじいとは」孤独は怪しみながら庭先の武士に目を凝らした平服していた男は「お久しゅ ごさりますぬ、と表を上げたぎょっとしたにちがいないそれはかくせないおどきを受けた顔だった孤独は思わず言った「いやそちはおいの渡辺天造ではないか面ぼくもございませぬ」どうして これは、生きて再びお目にかかるおりもあるまいと思っておりましたが木下様のお情けで今日のお使いに駒の口取りを申しつけられこれへおともしてまいりました。何ともしてお地蔵に背いて蜂須賀村を出奔して以降久しく貝の武田家に身を寄せラッパの者の仲間に働いておりましたが。 織田の同性を探ってこいと命じられ、3年ほど前、清須の城下に立ち回っていたところを、織田殿の侍にかんぱされて召し捕らえられ、久しく、ろう者に放り込まれていたのを、木下様のお墓代で救われたのでござりました。では、今は、この木下殿に追心しているのかええ、ろう者から許された後は、木下様のお口添えで、 やはりご城内におる岩膜という再作集の下に働いておりましたのでこの度木下様が素のまたへご主人とあるので望んでお供を仰せつかったのでござりますうんうんー孤独の目はぼうぜんとそういう老いの変わった姿を見ているばかりだった変わったのは 姿よりも、老いの天蔵の性格だ。一族のうちでも、凶暴ばんで手に負えなかった老いが、何様、見違えるばかり礼儀も正しく、まなざしも和やかに、全皮を悔いて詫びているのである。十年。実に十年前だ。八つ咲きにしても、 この老いの悪行に怒って遠く甲州境まで一族を連れて成敗に追い回したものであるその時の憤りは今の天造の実直なこを見ていると思い出すこともできない血縁の情けばかりではない天造自身の人間がまるで変わっているからであるああついまだ。 のちの話と思って申し上げずにおりましたが、おいご殿のご歓喜は、この統治指導に免じ、どうぞ許してあげていただきとうござる。すでに今日では、天蔵殿も火のない織田の家中、ご自身でも深く以前の罪を浴びて、ただ日頃、お地肥合わせる顔もない、八須賀村へ帰るには、ただ平然と以前の表を下げては帰れぬと。 あなたへ謝罪するおりを口癖に申しているので、たじながら、これもちょうどおりかと、わざとそれがしの駒の口取りさせて連れ参りましたわけ。血は水よりも濃いとか、おじおいの間から、どうぞ以前のごとく、ご一族むつばしく、行く末のご繁栄をおはかりあるように。藤吉郎に、そばからそう取りなされると。 孤独も、10年前の老いの罪を、いたけだかに今言う気にもなれなかった。藤吉道は、孤独の巨神になった隙を外さず、天蔵二段に積ましていた金銀を御門内に運び入れたかと尋ねた。その天蔵へ物を言うときは、当然、部下に命じる言葉であった。はい脅しましたそうか。では、 お目読とともにお目にかけを小物に申してこれまで運んでまいるようにはっと天蔵が生きかけると孤独は慌てて「待て天蔵それを受けてはこのこのく正勝の立場がないおだけに随身を訳したことになる熟考いたす間しばらく待てついに彼の顔色は 問をさえ呈してきた。そう言うとついと立って奥へ隠れてしまったのであった急に家のちがしんとしたように静かだった一前戻って旅の日誌か何かつけていた絵景はふと立って「孤独のと彼の居間を 見えないのでまた、こちらか自物堂をのぞくと、孤独は、先祖の位牌を前に、腕組みして座っていた。どう、ご返事なされたか、信長殿のお使いに。まだ、帰りおらぬ。応対しておればおるほど面倒なので、ほったらかしてある。 帰るまいあの様子では絵敬が口をつぐむと孤独もいつまでも沈黙していたこの客層の絵敬というのはあざなは「陽」秋の国沼田の生まれで京都東福寺に入って層となったものである亮三年前から 東福寺を出て諸国を殉職し壊れてしばらく駿府の家人の邸宅にいたが吉本の死後内政ぶりも面白くないし前後に耳を貸すものなどは稀なのでいつの頃かそこを去り折伏市蜂須賀村へ来たところ孤独正勝の家に法要があったのでそのまま半月ほど登竜していたのであった。 孤独だな。何か聞けば今日見えた死者は以前この家にしもべとして飼われていた男じゃそうだな猿とのみで名も知らねばどこの馬の骨かもしれぬのを矢作川の辺りで拾うてきて飯使っていたことがあるそれが悪い。 悪いとは、あなたの頭からその観念が抜けきれぬ。さるさると顎で追いつかっていた頃の潜入種が妨げて今のあの男の正しい姿が見えなさるのじゃ。そうであろうかわしは今日ほど驚いたことはない。 何で、あの死者の顔を見た途端にじゃあの顔は世に言う異相というものだわしは好んでこっそを学び人の層を見るのを業とはせぬがそのこっそ人品をもってその人間の人となりを察し一人胸にたたんでおくと他実意外な役に立つことがある。 で、いたのだ、あの猿顔にそうじゃあの男は下手をすると後日天下を動かすほどな人間になるかもしれぬこの日の本の国でなければ帝王の僧と言ってもよいくらいだ百僧何を言うかだから。 お笑いになろうと思って、先にお主の頭についてお断りをつけておいたのじゃ。潜入手をおのぞきなさい。人を見るには、目で見ずに、腹で見ることだ。もし今日、あの使者を拒んで返したならば、あなたは、百年の悔いを残しますぞ。 どうして客層にはさような信念を持ってこんな他人の大事を断言できるのか人数をのみで申すのではありません最善からあの使者の言には耳を傾けて聞くべきものがあるからです自制の方向をとるにあたって正義正道を説くところは神仏の胸にもかなっておるしかも あなたの帳別とあの剣幕にも屈せず、誠心誠意、相手を切破せんとするあの情熱は正直者です。あの容態は大気です。必ず後に大きくなる器と、矢野は信じて疑いません。この独は急に身を引いた。そして、正しく両手を使い。 お言葉にふします。虚心坦懐、自分と彼の人物と深く思い比べてみれば明らかに手前が劣っておるようでござる。過去現在の生姜を一切捨てて即座に心よい返事を与えてやりましょう。客層のご忠告のほども片付けのござる。言い切って。 自分でもそこに新しい自由への宝刀を見出したように瞳を輝かした三海兵。夜であった藤吉郎が蜂塚村を訪れたその日の夜であった。 たった二機に口取りの男が一人闇をついて蜂塚村から清瀬へ走っていったそれが孤独正勝と藤吉郎の二人であったことはまだ誰も知らないまた深夜城内の一室で信長がその二人を隠検して長時間にわたる密談を交わしたことも ごく一部のものとその晩馬の口取りとしてついていった渡辺天造のほかは死ぬものもなかった翌日孤独の主書が蜂須賀村から八方へ飛んだ劇を手にした面々は何事かと本家格の孤独の屋敷へはせつけた篠ノ紀号の川口久助 品の村の永井半之丞、柏井の青山新吉、旗川の日々の六代雄、森山の梶田隼人、小幡郷の住人、松原匠といったような顔ぶれである。言うまでもなく、皆信氏だ。他年、孤独の下にあって、将軍の下に大名のあるがごとく、村、部落、 山里などの縄張り縄張りにおのおの手がいの狼節を養って断る日ばかり待っている者どもなのであるその他孤独の弟七代同又十郎叔父いとこから当園の一族までが寄り合っていた一同が目を見張ったのはこの中に 10年前の一族の反逆者御厨屋の渡辺天造がいたことであった席定まってから「実は」と孤独は自分の重大な決心とこれまでの斎藤家加担を絶縁して今日から織田家に味方する旨を一同へ告げ渡したそれと天造のことだが。 と同時に彼が復帰するようになった司祭も明瞭に話した終わりに不服なものもあろうなお斎藤家に未練を残すものもあろうそういうものは強いては止めぬ遠慮なく去ってこのよし斎藤方へ内通するも孤独は恨まぬと言ったけれど誰も 席を立つ者はいなかった。とはいえなおそれこそ願うところと幾同音な規制も立たなかった折伏藤吉郎は主人の孤独に断って座の中央に出てきたそして挨拶にかねてこういう言葉を告げた「洲俣の,の城は気づき取りにせよ」と主君信長様から申されています 今日までおのおのは随分会心な仕事もなされたろうが、一条というものを奪い取ったことがござるか。それとまた、世は変わってゆく。いつまでおのおのが勝手に住んでおられるような山夜はなくなる。そうならればまた、世の進歩ではない。室町将軍にご政治の力がないから、信氏などと言って生きてもゆかれるが、 その将軍家もはやあのままには負わされまい。天下は一変する。次の時勢が来る。各々が各々の,の生涯のみでなく、獅子孫々のためにも一家を起こし、浄土の部門へ帰り、正しき武士道の人となる機会は今を置いてアルバイト存ずる。彼の言が終わっても、まだ一座は弱としていた。 不平不満のみなぎっているキブリではない平然無関外に暮らしていた人々も何か深く魂を打たれたのである依存、うん、ござらぬ。松原匠が口を切ったのをきっかけに続いてまた続いて依存なし手前もこの方も初めて 一堂の声が一つにわしたやるからには生命を的にやろうと野の性猛は皆眉を高げて言う木を切る斧の響きその木を木曽川の淵へ押し落とす盛んなる水しぶきいかだを組むいかだを突き流す 流れるいかだに沿ってずっと下流に来ると北と西から揖斐川と薮川の水も合してそこに水脈縦横のだだっ広い巣が見渡される農尾両国の集会である巣の股だった墨の股とも書く実金証人カらーには食香にて錦を洗うところと シーカにも作るところはあり、日の元の角俣のなどのように広くいかめしゅう人も通わぬ大戦なりなどとあるのを見てもこの辺りの原始的な光景はおよそ想像がつこう前に佐久間柴田などが皆同じ鉄を踏んで失敗を繰り返した築城の地は終わりよりの底の一角だった バカな無駄骨石舟で大会でもうずまると心こ得こてやがる対岸の東美濃から小手をかざして見ている斎藤型の兵はまたもかとしょうしがっていた4度目がやってきたぞほうしょうこりもなくまあ見ていてやれ誰だ今度の亡者の奉行は 敵ながら哀れなものを、名だけでも覚えておいてやろう。木下、藤吉郎とか言うそうだが、聞いたこともない。藤吉郎それなら、猿の方が通りがよい。織田家の気配で、多分今でも五十貫か六十貫そこそこの足軽小頭のはずだが、そんな美鮮なやつが奉行か。さては、敵も本気じゃない。 そうだと思うここの一点に美濃の注意を引きつけておいて他の方角から突として渡り越えてくるという作戦もあるいくら対岸の工事を見ていても本気にされないのはむしろ美濃型の兵自身であったここ約1ヶ月蜂塚一族の正門を引いて認知につくや否 すぐ着工し始めてから二三度の大雨はあったがむしろ材木いかだを流すによく巣は一夜に洗い流されても何のとばかり気を合わせて太陽の曇り出す日が先かここに一角の森土を築き上げてしまうのが先か天力勝つか人力勝つかとばかり二千の信ブ氏は寝職も忘れて働いていた。 八村を建つ時の2,000の信ぶしはここへ来ると五六0になっていた信ぶしが友の部隊を呼び集め部隊の者がまた遊んでいる人間をどこからともなく引っ張ってきて巣を掘れ石を詰め土を担げ土のを漏れ水道へ水を導け 道の采配も必要としないほど機敏に頭を働かせて非一日と目に見えるばかり仕事ははかどっていたのだったもとより三夜の漆黒には生まれながら慣れぬいているノブ氏である治水の法土塁の畜法などはかえって冬季地道などより心得ていることばんばんなのだその上やがて この土は俺たちの住むところとなるのだ。という彼らの欲望もある。なおまた、乱だ芳じゅうな生活から一役して、真実の働きを自身に知った満足とかいみもある。もう洪水になろうと、この川がいくつよってさかまこうと、びくともする土ではないぞ。まだひとつきとたたぬまに。 城地に余る面積は気づきもられて、陸との道路も完全につながれた。はてなあ。対岸ではまた、うららかな顔がこてをかざし合っていた。少しは格好がついてきたらしいな、向こうがしも。敵の工事か。まだまだ白らしい石垣は気づききれないが。 土りはだいぶ進んだぞ大工左官は見えないそこまでにはまだ百日もかかんだろう美濃型の造たちは退屈のやり場に見物していた川幅は広い晴れた日ほど大河の水面から登る薄い川模屋がギラギラ光って遠目ではよく見極められないが どうかすると白事の掛け声や石を切る音などが対岸から風に乗って聞こえてくる日もある今度は奇襲をやらないのかな工事の中東にだってやらぬらしい不破平次郎様からも厳命だなんと鉄砲を一つ撃つことならぬ敵に存分働かせておけと城のできあがるまで見物しておれというおたしか 今までのご方針は敵が城を築づきかけると奇襲をかけてぶっつぶしまたら手が来て七分ぐらいまで工事が進んだと見ると一挙に寄せてコッパみじんにしてくれたが今度は最後の仕上げが済むまでに腕組みして見ておれという軍令だどうするのだろう取るのさもちろんなるほど敵に気づかせておいてそっくりちょうだいするのか 作戦はそこだし。いやあ、妙作だ。小田方でも柴田とか佐久間とかは血と手ごわいが、今度の賞は木下藤吉郎とか足軽に毛の生えたようなのがし頭だから。好きに舌を動かしてしゃべっていると、一人が死と目くばせする他の者も慌てて板所の小屋へ入る。また、 おしょうにたつ上流から一艘の船を棹さ,をさしてきて美濃川の岸へ上がった虎ひげの武将がある参与名の従者もおり一頭の乗馬も後から引き下ろされた「虎が来た鵜沼の虎が来た」のが来た「板所の贈兵は目顔で囁き合っていた」 この川筋数スの上流にあるうニアル・ウヌマジョのシ将ショノノ・ボーと言われている、大沢次郎ジロザなのである。虎が来たといえば、稲葉山の城下でも、泣く子も黙るというくらい怖いものの代名詞になっていた。その大沢次郎ジロザが、トラひげのナかカダ・メを出して、むっそりと歩いてきたので、板書の兵は。 も動かさずに緊張していた。フワ殿はおらぬか。平四郎殿は。自動左衛門の言葉に。はっ、ご人種です。呼んでこい。はっ。この方から人種へお尋ねしてもよいが。ここの方がお話しするに場所の都合がよいから来てくれいと申してすぐ呼んでこい。はっ、承知しました。増 間もなく、その増標に五六名の部下を従えて不破平四郎は大股に川岸へ向かってきた <laughs> とだめだ何よ。と面倒くさがっているようにいかにも不機嫌な歩きつきでくる敵が築城中である素角俣の西が、その真正面から 左右二里四にわたる地域に常備およそ六千の兵を配置してその指揮作戦の一切を稲葉山の本城から命ぜられている不破兵士郎種方だった不破殿ご足労をかけたな人中牢などいとわぬがこの方に御用とは何かあれについてだが大沢次郎左衛門の指さす対岸のかな 不破平四郎は目を導かれながら、そのまたの撤去かいかにも朝夕おぬかりなく。ご監視とは思うが、大せまでもなく、当初一円はこの方の持ちはご安心願いたいと先に言われると申しにくいが、この大沢も上流の血ながら一方の片目は受け持っておる。鵜沼口のみまぼればいいというものではない。もとよりのこと。 で時折は船を浮かべまたは沿岸を歩いて下流まで状況を見に参るが今日まいって一興奮したもう手遅れと申してもよいほどなのにご陣地を伺えばのんびりしたもの何かお考えあってのことか手遅れとは何がであるか敵の築城の意外に進んでいることを申すここの岸より何気なく一見しただけでは まだ二十度て、縄ーりリちの土盛り、それと石垣が半ばぐらいしか出来上がっておらぬように見えるが、あれは敵のはかりと申すもの。うん。おそらく、後ろの山地の懐あたりでは、すでに城郭の巨材は、大工の手で組むばかりに仕上げられ、やぐら、塀周りは優に及ばず、堀橋から内部のてぐ一切もあらかた出来ているものとこの児童座はにらんでおるが。うんなるほど。 今のうちならまだ敵は昼の工事のため夜は疲れ、平ビらしい婦人も怠り、足でまといな妊婦職人どもも雑居していることゆえ、上流下流正面の散歩より、暗易をついて総押しに顔を渡って余地をかければ、過痕を抜くこともできようが、油断しておると近いうちに、夜が明けてみたら対岸すのまたに、一夜のうちに忽然と、 ろうこたる一場がいつの間にかそびえていたというような不覚を取らんものでもありませんぞ。いかにもご承知か <laughs> いや、大騒わしい。気功はそれを案じて、わざわざこの方を人前へ呼びつけられたのか目があるのかないのか、疑われ申したゆえ、このカーベリでご説明してあげようと存じたればだ。お口がすぎよう。 気公こそ武将として、お気の毒なほど浅はか至極だ。すのまたの敵上は、今度はわざと敵の思うまま工事を進ませているのでござる。お悟りがつかぬか知れたこと。存分に築城させ、あとより乗っ取って、帰って美濃が終わりを制圧するのを足場としようという計りであろう。その通りである。稲葉山のお指図はそうであった。けれど、 ジロザイモニワ、ミカタノメツボーザシストレノ。どうしてミカタノベツモトナルへしろ味方の滅亡となるか、マス郎にはガンカラナガレテクル、イかクエアニンプノカケウェ、サマザマナモノトウツンダウンキョウ、マダ、チクみようなどミヨナドチュウシトレバーカード。サンセンミてヘトナテハタライテイリオナカキダ。これまでの 佐久間柴田などと違い今度の采配ぶりには魂が入っている織田でもよほどな人物が指揮に当たっておるにそういない <laughs> <laughs> とうとう不破平次郎は腹を抱えてしまい買いかぶるなと次郎左衛門を揶揄した味方と味方同士でも必ずしも心は一つと限っていない 次郎左衛門は虎ひげの中で大きく舌打ちならして「やんぬるかなだ笑え笑ってみておれ思い知るかな」言い捨てて駒を呼び死後の家来たちと共に奮然と立ち去ってしまった美濃にも愚眼の人物がいないではない大沢次郎左衛門の予言は たた。あだっていたそれから10日と経たないあとにである。素角俣の城はわずか2夜や三夜のうちに急速に甲が進み。早いなあバカに」と美濃型の兵が朝起きるたび川べりで目をこすっている間に偽善たる一条の硫黄を作り上げていた。不破兵士郎は手につばしていた。 いざせしめに行こうか野州渡河戦には熟練しているここの隊だった例によって闇を一挙に素角股へ寄せかけたところが前とはまるで手応えが違っている待ち構えていた統吉郎以下八塚勢の信ブ氏2000はこの城は俺たちの汗と精魂だ くれてたまるかという息である。先方もほとんど違う。一人一人の立場、以前の佐久間、柴田の部下の火ではない。まるで狼である。戦っている間に、美の型のいかだや船は、大半油を注がれて焼かれてしまった。りあらズと見て、不破兵士郎が、引け 声をからしたきはもう遅かったほどである新しい石垣の城下から川べりの巣へかけて千に近い死骸を捨てたまま命からがらな逃げさまであったそれも一部で帰るいかだを焼かれた兵は下流上流へ逃げるしかなくそれをまたやるなと蜂須賀兵が追い打ちにしつくした 桜をかけ慣れている延市の継承には逃げきれるはずもなかった一夜を置いて不破平次郎はまた以前に倍した兵力で素角股をダッシュに寄せかけた暁だった素角の股の巣も川水も赤く染まった日の昇る頃城の中では 今朝はひとしお朝飯がうわいぞと外貨を上げていた平四郎はやっきになり風雨の夜を待って三度目の総攻撃を目論んだその折は下流上流の美濃型の兵を上げてこの一戦にと襲いかかったただ上流では鵜沼城の大沢地土左衛門の兵だけが 彼の総攻めの刑に応じなかった角俣川の濁流酒巻闇指物白形の信自然を初めて味わったほどな暫否な戦争をした味方の支障もかなり出たが美濃型は完膚なきまでの惨敗をその世を記録してしまったそれに懲りた 永五年のその年はついに年の暮れるまで二度と美濃からの襲撃もなかったかかる間に東吉郎はなお残りの内部と外装の工事をほとんど完成させて翌六年の一月早々は八塚孤独を伴って信長の居城へ報告がてら年頭の祝賀に帰って 主君の居城にも大きな変化がその間にあったかねてから計画は進んでいたのであるが地勢推理の悪い清須を捨てて小牧山へ居城を移したことである城下の民衆も皆信長について新城の執家へ移転し小牧山には新しい町屋が盛んに起こりつつあった。 藤吉郎をその心情に見ると信長は牢をねぎらって「約束である角俣城にはそのままその方が住めろく五百貫を与えよう」と言ったさらに非常な機嫌で主従雑談の末それまで名乗りを持たない木下藤吉郎秀吉という名をも与えた。 一生気付き取りにするがいい守備よく功を成し遂げたらその城はお前のものだ信長と言い交わした当主の約束は確かにそうだったが春高を告げに帰るとそのまま住めとは言ったが与えるとは言われなかった同じようなものだが 吉郎秀吉はまだ一条のあるじたるの資格は許されないものと思ったなぜならば自分の推挙で新たに織田家の家臣となった八塚孤独に対しても秀吉の貢献としてそ置も素の股に詰めておるようにと命があったからである主君とはそうしたものかなどという不平を抱く代わりに 藤吉郎は、新規にいただきました、五百貫の恩地は切り取りいたしとお存じますが、と願い出て、信長の許しを得ると、もう正月七日は、のまたの城にいた。味方の一兵一卒も損せず、主君の領土の一木一石も用いずに築き上げたこの城だ。五百貫の六地も敵から切り取って天禄を 秀吉はそう存ずるが彦右衛門や一同の考えはどうか帰ると処置へ諮った蜂塚正勝は救命の孤独を捨ててこの正月から彦右衛門正勝と改めていた面白い彦右衛門は今では全く藤吉郎に振幅していた 信長から「貢献に」とは言われてもほとんど進化の霊をとってさらに救援にこだわらなかった「さらば」と気楽の兵を放ってその月から金剛の領地を攻めにかかったもちろん切り取りする領土は美濃のものであった信長から与えられた六高は五百貫であったが 切り取り取した領地は千貫に余っていた信長は聞いて苦笑した「歯の猿一匹で美濃一国を取るに足りる苦情岩の男も世にはあるものだ」「地盤はできた気はすでに美濃を飲んでいるけれど敵の本城稲葉山から遠い飛び扉などは切り取りできても」 さて、一水を隔てた斎藤家の本領は、さすがにガンとしたところがある。図の股の新城を足場として、前後二回ほど、信長は突破を試みたが、全然手応えもなかった。鉄壁へぶつかる感じである。藤吉郎も、彦右衛門も、むしろ当然、としていた。なぜならば、 今度は敵も必死にそこに集結しているからである大国の不況を挙げてこの一水を守りとしている尾張の美声では正攻法で抜けるわけはなかったそれに敵は築城のなった後前の不覚に懲りている藤吉郎秀吉というものを見直していた猿猿とは言うが 美戦に身を起こして織田家でもあまり良くも用いられなかったくせに、気略十王、よく部下を使う有能の侍だと、彼の評判は、かえって織田家以上に敵方へ高くなっているせいもあって、油断ならずと、一層敵の夫人は強化していたわけだった。二度の失敗に、 信長は五爪の出兵を控えたのみでなく一応兵を残らず小牧山へ引いてその年は待とうとした藤吉郎はしかし待たなかった彼は美濃平野から中部山脈を一望する城に立って「どうしたら美濃」と腕組みしていた 彼の呼び起こそうとする太平は、小牧山にマく、素のスノマタニ彼の、ム三サのうちに住んでいた。城の暴動を降りて、自分の今に戻ると、藤ー郎は、彦コエモンはおるか、とたずね、部下の者がいるよしを答えると、チと相談がある、彦ル、ヒコエにすぐ来てくれまいか、と言ってくれ。と言いつけた。 八塚彦右衛門正勝は信長の命で貢献としてこの角又のにいることになったので首相の藤吉郎の配下に就いたわけであるが藤吉郎の家臣ではないそれに以前の救援もあるので藤吉郎もそりゃくには扱わなかったお呼びの吉田が何か御用かな彦右衛門はすぐ見えた 八塚村にいたころの孤独正勝と違って彼は礼儀正しかった藤吉郎の前へ出ても以前の関係などにこだわるふうもなく自分よりずっと若い藤吉郎を首相と立てていた「もっと寄ってもらいたい」「ではごめんを」「お前たちは下がっておれ俺が呼ぶまで」と藤吉郎はそばにいる侍を遠ざけて って相談だがああ何事のその前にだと声を落としミノの内情はこの冬季指導よりもお手前の方が通じておると思うが今なおミノが大国の強固を保ってこののまたといえども枕を高くしていられない底力は一体どこにあるのだろうか人物でしょうか うん、その人物だが、もとより暗具な斉藤達興という国主の力ではあるまい。美濃の三人衆と言われておる人々が、秀達、義達時代からの救命を守って、今日でも斉藤家を助けておるため、と言っても過言ではありますまい。その三人衆とは、ご承知と存ずるが、厚見氷、鏡島の城主。 安藤伊賀の上のりとし。うん。と、東吉郎は手にひざを置いて、うなずきとともに指を一つ折る。安八パチゴーーソネのお城主、稲葉、岩の上、道とも。うん。ついでは、同じく安八パチーー大垣のお城主、うじいえひたちの助です。ほかにはさあ。 首をかしげて。その他に美濃の大人物といえば、不安を利用しての人、竹中半兵衛、シエハルですが、これは数年前に被災やって、死刑斎藤家、出資を立ち、今では栗原山の山中に関与しておるゆえ、考慮のうちへ入れなくても良いでしょう。すると、まず、今のところその三人衆の力が、 もっぱら美濃の国力を支えておると言ってもよいかなと、この方は信ずるが、相談はそこだが、その支えを抜き取る工夫はあるまいかないでしょう。彦右衛門はほとんど断言して、真の人物は全諾を重んじ、妙理では動かない。例えば、底元の丈夫な歯を三本抜けるかというふうに。 これは抜けないに決まっていましょう。そうとも限らぬ。法をもってすれば。と、道吉郎は軽くうけ。このまの股の築城中、敵はしばしば総攻めをやってきたが、その折、薄気味の悪い敵が一方にいた。はて、誰であろういつもじっとしたままで動いてこないてきた。ここより、 何人か上流の鵜沼の城主ああ大沢次郎左衛門ですな鵜沼の虎と言われている猛将ですあの男にその虎に何か近づく縁引きはあるまいかないこともありませぬあるか次郎左衛門の弟に大沢門となるものがあります年代の懇意ですがお手前と自分とも 弟のまたじゅうろうとも。それはありがたい。手を打たんばかりな喜びが、父父の双方を崩した。どこにおるのか、その門ンなるものは、ただいまでも、稲葉山の城下に仕えておると思いますが、またじゅうろうを密しにやって、モンドと連絡が取れないか。必要とあれば使わしましょう。と、彦右衛門は答えてから、御用向きは、 モンドを用いて、大沢次郎左衛門を斎藤家から離反させ、そしてまた、その大沢次郎左衛門を用いて、美の三人衆の人物を一人一人歯を抜くように抜いていくという順序だが、三人衆は抜きますまいが、幸いなことにはモンドは兄と違って利用国に悟い人間ですから、これは利を持ってすれば使いましょう。いや、鵜沼の虎を動かすには、 モンドだけでは力が足りぬ。あの虎をこっちの檻へ入れるにはもう一人脇役がいる。それには、お手前の老い、渡辺天造を働かせようと思うが、死後でござる。その二人を用いて、いかなる妙作は終わりかな。こうだ、彦こえもん。東吉郎は、自分からすり寄って、蜂すかひこえもんの耳へ、小声で、 かをんた。なるほどとうめいたきりで彦右衛門はしばらく相手の顔を見守っていた同じ頭を持ちながらどこからそんな希望と鋭い辛酸がひらめくものかと自分の頭と比べてあきれ顔であった 早速にもモ、マタジュロ、テンゾノリョメオ、サシムケタイガ。ココへエモシタ。テキチェハイをコってエ、ヨナコマテ、カワウ、アタラセマシオ。リョメエワ、ゴヘンカラツブサニ、サコウが。そのチュと飲み込んで、彦ライタイガ。ソノギモ。トノミコンデ。ヒコエモンワ、シのショウノヘアウ、サガ 蜂須賀村の信の,の出が侍となって固めているが彦右衛門の弟蜂須賀又十郎だの甥の渡辺天造なども武者だまりのうちにいたその2人は彦右衛門から使命を受けて旅商人に変装しその日の真夜中どこへともなく城から出て行った言うまでもなく目的地は 敵国の本拠地稲葉山の城下にある天蔵もまた十郎もそうした使命には元来うってつけの生い立ちである間もなく二人は使命を果たして再びのまたへ帰ってきたその間約一か月大河を隔てて美濃の気配を眺めていると 噂はそろそろ聞こえてきた。ウヌマの田は臭いぞ前からジロザイモはオワリへ内通していたのだ。だから、スのまたの築城中も不破平死郎の指揮に服さず、総がかりと言っても兵を動かさなかったのだ。そういう噂である。また、こういう風説も飛んだ。近いうちに、大沢次ロザイモは、 稲葉山城へ呼びつけられその攻めを問われるもようだ鵜沼の城地も没収を食うだろう稲葉山へ虎を呼び寄せておいてから美濃の国中にそれはいかにも真しやかに喧伝された喧伝の火元は言うまでもなく渡辺天造いや須俣城に座っている藤吉郎そのものであった もうこどわいの自分だろう。彦えも門、うぬまへ参ってくれまいか。密使ですか。書面はしたためておいた。大沢次郎左衛門に渡してもらいたい。承知しました。要は、彼を誘うにある。その前に、人場所を打ち合わせ、この東知次郎も出向いて次郎財門と会うまでにことを運んでもらえるは頂上であるが。いさい、心得ました。 道の書簡を持って、蜂須賀彦右衛門は、密かに、鵜沼城を訪れた。素のまたの密使と聞いて、城主の大沢次郎左衛門は、はて、何事か、と、首をかしげた。鵜沼の猛虎といわれる豪遊な彼も、近頃は、おおおと心の楽しまない顔だった。病気と 一切人を避けているる。のである稲葉山の斎藤多荘記からは先ほどからしきりと「出仕あるべし」と召し状が来ていた一族も家臣も彼がそれに応じて稲葉山へ行くことを恐れていたが次郎左衛門自身も病と称して出向く気ぶりは見えなかったここへも当然 風説は聞こえてきた彼は一心の危険を覚えていた斬新どもの作望を恨んでいたまた斎藤家の分断と主君の不明を嘆いてもいたが、どうしようもない爪腹を切らねばならぬ日が目に見えていたそこへ敵の素角又城から 八彦右衛門のひそかな訪れであったのでふと会ってみようかと心が動いた木下藤吉郎からの手書が渡された次郎左衛門は一読するとすぐ焼き捨てたそして口で彦右衛門に返事した近日改めて場所と人を当方よりお示し申すゆえ藤吉郎殿にもお出向き願いたい それから半月ほどたった。うぬまからすのまたへ知らせが届いた。藤吉郎は彦右衛門のほか、気の許せる部下をわずか十名ばかり連れて、指定の場所まで赴いた。場所はちょうどうぬまとすのまたとの中間あたりで、ただの民家だった。双方の家来たちは岸に残って、 付近の見張りに立ち、藤吉郎と次郎左も門とた人っきりでそがわの上に小舟を出した。膝と膝を突き合わせて、どんな密談が交わされたか。大河の水に任せた一うの小舟は、かなり長時間、世の樹木から遠ざかって、明びな風光のうちに漂っていた。会見は 無事終わった角俣城へ帰ってから七日のうちには来るだろう藤吉郎は彦右衛門の耳へそれだけ漏らした果たして幾日かの後大沢路炉左衛門は極秘のうちに角俣へ見えた藤吉郎は陰銀にこれを迎えて城内の兵も知らないうちに 即日彼を伴って小牧山へ向かったそして先に一人で信長に絵師美濃の猛虎といわぬ斎藤方の大沢地土左衛門を召し連れて参りました彼はすでに私の切羽によって変身を抱いております斎藤家を見限って後藤家に属したい気持ちに十分なっておりますゆえ殿から直接何かお言葉を賜れば えがたき猛将一名と鵜沼一条は手ぬらさずに織田の勢力に加わることと相になりましょうどうか会ってやっていただきとお存じますと言った信長は驚き顔のうちにも彼の話を司祭に検討している気ぶりだったなぜ主君は喜んでくれないのだろうか藤吉道としては 少し不足である自分の功を誇るのではないが美濃の猛虎といわれる次郎左衛門を敵の狮列から抜き取って主君の剣山にまで引いてきたのは大きな土産のつもりであった当然信長も喜んでくれるものと思っていたが考えてみるとこれは 信長と計ってした仕事ではなかった藤吉道の着想であり所持彼の一人決めで運んだ仕事であったその点かなあどうもそうだしく信長の顔色が見られた「出すぎる釘は打たれる」という言葉があるがそれを自分の信条に直して「出すぎる釘は打っておけ」と心得ている人は この主君である統治どうもそこはよくわきまえているだから彼は信長の眼に自分の頭が釘の頭のように目につくことは常々警戒していたところであるとはいえ味方のためと知れていることを腕組みしてなさずにいるということもできなかったああともあれ会ってくれよ 呼べようやく信長の不将不将らしい許容であったはではこれ図を外さず藤吉郎は別間に控えさせておいた次郎左衛門を連れてきたおご成人なされましたなあ殿には初めてとおぼしめされましょうが次郎左衛門がお姿をはいすことは今日が二度目でござる初のご廃止は 今より10年前、とんの聖徳寺において、我が古主、斎藤道さん山城の神様と向こう衆とのお出会いをなされました。その折、お供のうちに加わって、あれが尾張の信長殿かと遠くからお目にかかったことでござった。次郎左衛門の言葉に、そうか、そうであったかと、信長は口少ない。その間に。 次郎左衛門の人物を見ているふうであった次郎左衛門はあえて手伝わなかったまたいやしくこびもせずできながら近年の働きぶりは次郎左衛門もよそながら感じてござるとか初めてとんだの小徳寺でお姿を見た折は大十六くらいなわんぱくの殿と見もしたが今日小牧の城へ来て一別いたすに 四季整然として以前の世兵とは打って変わったご家生ぶり、近年の流々たる勢いもゆえあるかなと思い当たってござる。とか、雑談ぶりも対等の人と話すような態度であった。嫌味がない。虚心短歌である。もう言う一方のみでなく、人柄もなかなかいい。藤吉郎は、 そう思って次郎左衛門を眺めていたが信長ははあっさり会見を終わって立ってしまったそしてあとから藤吉郎だけを奥へ召し入れて何かひそかに言い渡した何を言われてきたか藤吉郎の顔色はひどく困惑していた だが次郎左衛門には何も告げずその夜は自分が艦隊役となって小牧山に一夜を明かしいずれ詳しいことは立ち返ってからと再び彼を伴って自分の居城・角俣へ刺していった次のの郎左衛門だな。あなたに対して統吉郎 誠に申し訳のない立場になった。死をもってお詫びをする所存であるが。とただ、二人きりとなって、人なき一室で、藤吉郎はこう彼に話した。自分は主君信長様におかれても、必ず自分同様の気持ちで喜んで貴公をお味方に迎えてくれるものと信じ、覚のごとくお誘い申したが。 主君の貴殿に対するお考えはまるで違っていたため息とともに彼は吐き出していったそしてそのあとややしばし新面と差しうつむいているのだった次郎左衛門も信長と会ってあまり信長の感じがよくなかったことは自分でも悟っていたのでひどくご当枠らしいが一体どうしたわけでござるか 自動財衛門も決して強いて信長殿のろくをはまねば生きてゆけぬというわけではなし、お気軽く打ち明けてもらいたい。実は、それだけならよろしいが。藤吉郎は口渋っていたが、急に腹を決めたように膝を改めて。いや、何もかもそこを割ってお話申してしまおう。こういうわけだ、自動左衛門殿。それが,しが立ち返るおり。 主君信長様には、密かに自分を一室で召されて、と一度、そちは兵法の反感クリックということを知らぬなというお小言なのだ。美濃に聞こえの高い大沢児童左衛門ほどの人物が、なんでその方ごとき者の,の口絶に安心して信長に下ってくるわけがあろうぞ。と、こう意外な仰せではないか。うんなるほど。さらにまた仰せられるには。 鵜沼城の大沢こそは、多年の間国境の将として、美濃を守り通し、終わりを苦しめ通してきた敵門の戸田だ。おそらくは、そっちこそ大沢の口絶にたばかられて、不敵なキャツに操られておるに違いないと、お互い遊ばしてな。うん、彼を小牧山へ長く登竜させておくことも、味方の内情を存分に探らせておくようなもの、すぐ須乃又の方へ連れ戻れ。 連れ戻った上はごくと喉の疲れたように統一教はそこで一息切って次郎左衛門の顔を見つめた次郎左衛門もさすがにやや動じた顔色を示しながら「そして」と後の言葉を促すように相手の目を見守ったもう死にくいが。 文明でござればさようお聞き願いたい。実は、すのまた駅構を連れ戻ったら、小中に閉じ込めて、次ざえも門を切ってしまえ、絶好な仕様であるぬかるなとかように主君より励まされてきたのでござる。猛将といわれる次郎左衛門も、身をかえりみれば、一平も持ってはいないし。 ここは敵の城内であった鳥肌のようになった襟のす筋がそそけだって見えた藤吉郎は語を続けてああ自分としてはですその種名に報じればあなたに誓った善役を破ることになる武士道の真偽を自ら踏みにじることになるこれはできぬと申して武士の真偽をかくまいとすれば主君に背くことと相なる 藤吉郎身体ここに極まった心地でござる。それゆえ、小牧山から戻る途中もみちみちおおと心も楽しまず、定めし、ご不真にも思われたでござろうが、どうかご疑念を晴らしてください。今は心も爽やかに自身解決を持っておりますから、どうどう胸を据えたと言われるのか、藤吉郎の腹一つ切って、そこもとへも。 またご主君へも双方へお詫びする所存それしかありません次郎左衛門殿今夕はお別れの一三億もその後で統一郎は自決するきっと貴公へうってのかからぬよう引き受ける貴公はやいに紛れてここを逃げ落ちてくださいそれがしの身にかまわずどうぞ安心して四十を 黙年と聞いていた次郎左衛門の眼は涙でいっぱいになった虎とあだ名のある某骨な半面には人並み以上な涙もどさと儀に感じる正常が強かったかたじけない拳を目に当てると彼は鼻をすすったこれが先軍バンバの中の猛将だろうかと 怪しまれるくらいだっただ,だが藤吉郎殿御身が腹を切るなどとはもってのほかだ。切ると言っても次郎左衛門は切らすわけにはまいらぬ。でもそういたすしかあなたへのおわびの言葉もないしなお訓行へ対してもいやなんとおせあろうとも御身に腹を切らせて拙者一人助かったは義にかける手前の武士が立たぬ。 あなたを解いて誘うたのもこの陶器吉道主君のおぼしのほどを考え誤ったのもこの陶器吉道でござるさすれば右へも左へもそれがし罪を射して切腹するのは当然ですどうかお止めなさるな何の過ちといえばこの児郎左衛門の浅はかにもあったことだ尊公が腹を切るには及ばん尊公の疑心にめでて児郎左衛門の首は尊公へ侵入するいざ後とも言わず 拙者の首を小牧山へお持ちあるがよい。次郎左衛門は脇差しに手をかけて即座に自決しようとした。統治をは慌ててその手を固くと絶え。ああ何を召さるか話しなさい話しません。あなたに吐くさせるくらいなら何を苦しみましょうか分かっている。だからこの首を心情するのだ。 もし御身が卑劣な手を構えてこの首を処うと参れば大沢次郎左衛門とて死人の山を築いても逃げてみせるが御身の疑心に感じ痛いったゆえまあ、しばらくしばらく考えさせてくださいそうだお互いに死ぬのを争ってみてもぜひないこと次郎左衛門殿それほどまでこの藤吉道をお信じくださるならここに あなたも私も生きてなおなお部門の面目も立つ一作があるがなんともう一歩おだけへ加担を見せてくださるお心はありませんかもう一歩とはつまり信長様のお疑いはあなたの人物を重く見ておられるためですですからここであなたが一旗だけおだけのためにお味方たるの事実をお示しくださるものならお疑いも解け従って あなたも私もは急に彼は声を潜めたそして自分の思案を次郎左衛門の耳へささやいたその夜大沢次郎左衛門は角俣城を出てどこへともなく立ち去った彼が東吉道から授けられた策とは 何であったろうか。それは誰も知るよしもなかったが後になって自然に分かった斎藤方の橋田医師とも言ってもよい西御堂の三人衆稲葉伊予の神安藤伊賀の神氏家日立之助の三名が相伴って織田家へ随身を申し入れてきたことで その人々を解き回って手引きの役目をしたのはすなわち大沢次郎左衛門だったからである当然藤吉郎も腹を切らず次郎左衛門の守備もよく信長はいなにして美濃の四名将を味方に加えた信長の地花藤吉郎の才花こう二人の君親の間は 微妙な新規と新規にあるらしくはたからは目に見ていてももことしていてどっちの肌毛なのかわからなかった竹中半西へ一歩を締めたと思うと南に一個の不安が湧いていた。 伊勢である、北畑一族の勢力であった。清須から小牧山へ、信長が城を移したと見ると、北畑一族の春道が目立ってきた。誰を抑えに、と信長は始終、それへも心をろうしていた。清州の抑えには、滝川一松に敷くものはなかった。 彼は分別のではあるし三河の松平家とは実婚であるから何かにつけ任しておくことができる何しても美濃を治めてしまわぬうちはそれにつけ信長はこのところをやや昇進出した素た一条を作るにもかなり大きな犠牲を払ったし年月も費やしたので当然彼の施策は 常にそこへ充血していた。衆と山科の神道さんの恨みを晴らし、不義不倫の執族を打ち、悪政のもとにあえぐ領民を救うと豪して、天下へ公言した戦の趣旨も、こう歳月が経っている間には、自然言葉に鎖が生じる。どうついつか、と、後ろでニヤニヤ見ている感じのある。 三河の松平に対してもかなえの傾聴を問われるというものである織田の実力をこの程度と測られることがせっかく結び得た織田・松平連携の名役を再び危うくしない限りもないで信長はどうしても焦り気味になった味方の陣営へ大沢次郎左衛門を加え西美濃の三人衆を引き込んでも 単にそれだけでは察したる規色にもなれなかった「一挙に」と軍事にかかった桶狭間この方信長のこの「一挙に」という信念は何かにつけ以前より強くなったようであるしたがって統治指導などは常にその反対な考えを持つ場合が多くなったこの年 夏の初めに起こった一挙身の入りの軍議にも、四十彼は黙って真っ赤にいた。ソチはいかに思うかと聞かれたとき、初めて、まだ木が熟さないかと思われます。と答えた。非常に信長の意に沿わない返事だった。鵜沼の虎を用いて西美濃の三人集団に下してしまえば。 みのはいながらにもじめつするようにもうしたのはそちではないか。なぜまだときがはやいというか。そうはあまりませぬ。みのはおそれながら後藤家の何十倍も不況です。まえにはじんざいのかどをもうし、こんどは不況をあげて言いいおそれおる。そうしてはいつのひかみのぜめをやりはたせようか。信長はもうかれにものをとわなかった。 そして軍議は進められた。驚くべき大軍が小牧を発し、角股を陣地として美濃へ向けられたのは夏だった。川を越えて鉄地に入っての戦いは一月の夜にわたった。その間、たくさんの戦勝者が後方へ送り返された。いつまでも。 味方の処方はなかった。戦い疲れた軍はただ真っ黒になって「少子」皆口を結んだまま勇安な顔を持って小牧山へ帰ってきた「どうだった戦いは留守の者に聞かれると誰も皆重い首を黙って横に振るだけだった。 信長も以来沈黙していた戦いはいつも桶狭間のようにはいかないものであると一人教えられていたに違いなかったまたの,の城も静かにただ少々と大河の秋の訪れに吹かれていた彦右衛門はあ唐突だった 何を思い出したか、藤吉道から急に尋ね出したのである。以前の孤独島の野武士だった中には、諸国の生まれが雑多にいたどうが、その中に身の物も,のもずいぶんあろうな。おりまする。不破氷の生まれのものはいないだろうか。調べてみましょう。うん、いただ、これ読んでくれまいか。藤吉道は今にいた。すると、 ハチス彦ヒコエは、やがて以前のノブシだった組のうちから、サヤ・クワジという男を庭先へ出してきた。三十がらみの強そうな男に見えた。素のマタへ来てからは、不信にも働き、馬屋方の役について、今では実直な家中の一名だと彦コエモから言い添えた。さやクワジというか、はい、ミノの 不合の類のでござる。ではあの辺の地理には詳しかろうな二十歳までは国におりましたゆえ少しはいんじゃないか妹がおります何しておる土地の農家に片付いておりましてもう子もあろうと存じます帰りたくないか一度はそんな気は起こりませぬ 信氏の兄が帰ってきたと聞こえると妹が夫の縁者や世間へつらい思いをすると思われますからがそれは以前のこと今では須俣城の家中一門の侍何の引け目もなか戸ではないかしかし不和氷は西美濃の領地でございますぞ敵国へ何しにああなるほどそうであったな東一郎は わかりきっていることに何度もうなずいて、そのうなずきのうちに意を決めたらしく、しかだはその方に、わしの友を言いつける。なるべく一目立たぬ身なりして、旅自宅であぞ、酔いの口までに、もう一度この庭先の木戸まで来ておれ、と言いつけた。あとで、にわかにどこへおいでいんなどお考えか。八塚彦衛門は 不審そうに尋ねた。その耳へ藤吉郎は声を潜めて「実はな栗原山まで」と囁いた彦右衛門は「本気か」と疑うような目をして彼の表を見直した先ほどから藤吉郎の腹中に何があるかはおよそ水量をつけていたが「栗原山まで」 出かける意志を聞いては一強せずにいられなかったその栗原山には今近頃の孔明か楠木の再来かのように言われている斉藤家の急進竹中半兵衛重治が関与しているその半兵衛重治の人間についてだのまた斉藤家との関係などを先日からしきりに詮索していた陶器地道であったので さてはまた、うぬまのとらや三人衆を抜いて、織田の軍門へ駒をつながせた筆法で、とは、およそ見当もついていたが、まさか東吉道自身が敵地深く入って、その栗原山を訪ねる気でいようなどとは考えられもしなかった。本当にお出向きになるお心ですかされば、まこと。 なんで念をおさどるか藤吉郎は、刺したる危険とも大事とも思っていない風であった。初めておんみりだけ一応明かしたわけだが、内密に行ってまいろうと思う。数日の間、留守を頼む。お一人でいや、最善のさやくわじゅうを一名連れよう。あの男一人の友では、まるで素肌で行くも同じこと。そうして、 敵地へお入りあって、果たして栗原山の半兵衛茂原を守備をお味方へ招くことができればよいが、それは難しい。と独り言のようにつぶやいて、な、動かしてみせるつもりだ。こちらが孫子どもってまいれば、たとえ半兵衛茂原がどれほど斎藤家に対して近鉄のごときよしみを結んでおろうとも、 彦衛門はふと自分が蜂須賀村で切羽された時の統治指導の熱意と弁絶を思い浮かべたけれどその雄弁と熱意をもってしても竹中半兵衛を栗原山から招き下ろすことができるかどうかいや下手をすれば山を下りても半兵衛重治の虚集はいずれ着くか不明と見るのが本当である おだけでなくて、かえって斎藤家の尋問へを追い込んでしまうかもしれないのだ、そういう恐れは多分にある。現に風雪では、彼、半兵衛は、栗原山に隠れて、関雲夜閣を共に、世界の陰子となりすましてはいるが、一朝、旧家斎藤家の気球存亡の時とあれば、いつでも人頭に立つであろうとの世評もあるし、 いや事実、すでに先頃からの織田軍の大衆を退けたのも彼が人頭にこそ立たないが栗原山から実衆の戦運を体感していちいち尊領斎藤方に通じ軍機の秘策を授けているからであるまことしやかに伝えるものすらある難しいと藤吉郎自身が言った通りの気持ちを彦右衛門は よりいじょうにどうかんしながらおおきくうめいてむずかしいそれはむずかしいおのぞみだといったそしてとうきちろうのかんがえをいさめたいようなかおをしたするといやなにとうきちろうはきゅうにじぶんからむずかしげなかおをといてそうまたあんじたものではない。 すべて難しいことは存外優しく、優しいと見えることが実は非常に難しいもの。要は、統治道の真心が半兵衛に通じるか否かにあろう。相手が相手ゆえ、下手な策や小細工はせぬつもりだ。と気ぬを示した。そして、もうひそかな旅支度をし始めているのである。おそらくは無駄と思いながら。 こもんはとめることもできなかった。なぜならば、日一日と、彼は統治党に対して、その知略にも度量にも尊敬を増して、自分以上の器と信じ、人間的に今では自分より一目も二目も上に見ているからであった。夕方になった。本丸の木戸口まので、 やくそくどおりさやくわ重は旅自宅をしてきてたたずんでいた東吉道もそのくわ重に劣らない粗末な身自宅をしてではひこえもあとは頼むぞついそこらへでも出かけるように旅立ってしまったすのまたから栗原山まではそう遠くもない約十里もあろうか 晴れた日は、養老の峰熱月にもこと見えるくらいな距離である。だが、一水のかなたは、三本木の鳥で川波の鳥で杭瀬の鳥で大垣の城地と、大台という大台すべて敵の要塞でないところはない。で、東吉郎は、遠く道を迂回して、養老氷の山伝いに、 ふわへ入った郷土人の人情や特性を知ろうとするならばその郷土の山線風土を先に見るにしくはないふわ氷は美濃の西部山岳の麓であり京海道へののく首にあたっている関ヶ原の秋草は美しい無数の川が 静脈のように縦横に走っている。古い歴史と数々の物語はしかし皆な血生な臭い過去の石踏みとして秋草の根に残っている陽道の峰々は豪州との国境をなし伊吹の山には絶えず雲が巨大していた。 竹中半兵衛重治はこの辺りに生まれた生まれたのは稲葉山だというが幼少からその多くは伊吹山賊の岩手で育った岩手には父重元以来の岩手城を持っていた砦作りの山地戸であるが庄なりといえども一城の子であった 天文四年の生まれとあるから彼は今年まだ二十九歳城表の一軍学書生でしかない信長より一つ下秀吉より一つ年上であったなのにもう乱世の光名を見限って栗原山に一庵を結び風月を楽しみ個人の書を友とし詩を作り たたまたま訪れる客にも決して会わないという里ではうわさだったよほどな変わり者か偽物かそう言われていいはずなのにかえって半米の名は身の一国に人々から尊敬の的になっているのみか敵国の終わりまで芳しく聞こえている見たい これが藤吉郎の第一の念願であった胸に測っている成功はむしろ第二義的であったあって彼という人物を親しく見たい偽らない気持ちはそれである同じように生まれ合わせた人間の仲間にそういう稀有な人血がいるのを愛もせずに過ぎてしまうのは口惜しい まししてそれを敵に回したらついにそういう人血を殺すことに熱中しなければならなくなるそんな遺憾はあるまい人生の大不幸だ彼が人を避けて会おうがうまいがとにかく俺は行って会う藤吉郎の信念だった成功を祈らない不成功も思わない たん、雲のごとしという気持ち関ヶ原を経てたるいの宿までかかると友のさやくわじゅうが「お道が違いますよ栗原山はこの宿場から東へ行くのでいや西だ西だ」藤吉郎は先に立って伊吹山の方へスタスタ急いだ「どっちが道案内か」 クジュは下打ちした。そう言ってはまるで方角が反対だからであるしかしやがて一里ほど行き着いたところで桑中は初めて東吉道の心が分かったそこは不和郡のうちの岩手号、半兵衛重治が置いたった郷土だったからである 東吉道は伊吹神社に参道の者のと称して土地の田舎宿に2日ほど泊まっていたそしてその一晩国へのお土産話に土地の鼓動から珍しい話などを聞きたいわしが酒を買うから老人でも若者でも夜分に遊びに来てもらえんかと旅の主へ頼んだ旅のお武家衆が 酒を逸送してくれるそうなと、土地の老人や若い衆たちは、野畑へ遊びに来た。藤吉郎は、別にまた銭を与えて、亭主にそばなど打たせ、ロべりで酒を温めながら、まず自分から諸国の話をいろいろ持ち出し、やがて酒も程よく回った頃、時に、 前のご城主だった竹中半兵衛様とは一体どんなお方かとぼつぼつそれについて郷土の者の,の話を耳袋へ集め始めた病村氏、それはこの里の岩手城のある山だった。 半米茂治の幼名を菩提丸と呼んだのはそれにちなんだのかもしれない母なる人が大変信仰家だったからあるいは仏教の方から名付けたのかもわからないいずれにせよ茂治は幼少から違っていた天才的な子だった天才は一種の奇形であるというが 茂治も病弱だった青年のことになるとその病骨はなおはっきり現れてきた千病室という体つきである痩せぎすで色白耳は美しいばかり赤い菩提んに雪が降るとこう寒うはお城の若様がまた おせきをせいてばかりいることだろう。」と、領民はすぐ思い出してうわさするほど弱々しかった。また春になると若さまがおばばへ通ると里の娘たちは山ももの木に囲まれている大山門から出てゆく城主の着手の姿を畑から見るのを楽しみにしていた。 絵に描いたた。ようだった馬乗り若間に奇境色の袖なしを羽織り渋さのむちを手にして息吹の薪へよく乗り回しに出るのだった何かの戦いに初陣した「お弱い」といううわさは消されて武勇の名が高くなった。学問好きで、 書物ばかり読んでいるというふうにばかり聞いていた里人はあの細いお体に具足をつけるだけでも痛々しいほどなのにと彼の武勇を不信がった2度目3度目と半米重藩の出陣が重なるにつれてその武勇は敵の首を上げたり乱軍の中を切って回る武力ではなくて の優だとということが分かった。武門に生まれながら体がお弱いので弓や槍を取っては人に送るであろうと早くから孫悟の学問にお志になったものと見えると家臣の者は言った善衛も心を寄せた菩提さん下に一時を立てて知識と聞けば遠くからも招いた 旅の前奏なども絶えず止まっていたそれでも足りないで半兵衛は京都の大徳寺へたびたび参禅したそして戦と聞くやいつも早生まれ帰ってきて合戦に加わった戦場に出る時のいでたちはいつも決まっていてそれがまた有名になった戸田御門というたちは 彼のの愛用の名刀だった。具足は馬の皮の裏をわざと表に使ってそれへ漆をかけたものであるから粒漆が粗めに出て渋い好みであったそれを朝木色の木綿糸で脅したのを着ていた兜も古金の地味なもので前立てに日月が輝いている霧だった 織も青ぎの木綿筒袖で何の縫いも模様もなかったこういう好みにも彼の性格がうかがえるがそんな質素な姿でもひとたび陣頭に半兵衛が立つと若殿先駆けに追わせば軍中なんとなく重きを成し卒後の端々までも心を休んじけりとは 藩兵衛について従軍した家中の者の,の日誌にも見えるところである。軍を見たまうこと神のごとく戦うや果断守るや信玄、土領は後悔のごとく御命は常に和みたまいいかなる困難の時にありともいたずらに競争のお口を開きたまえるためしあることを知らず家中の者の,の筆記なので。 幾分ひいき目があるとしてもその片りんはうかがうことができようそういったような半兵衛重治の人柄であったその半兵衛がまたつい最近美濃一国を共闘させた話がある事件は美濃の,の内部の不統一を暴露するものなので当時他国へは極秘にされていたが 尾張の隠密の耳には特に通っているはずである。今年の正月のことだった。美濃の各将は稲葉山の城へ登って首相斎藤達興に例年の通り肺がの礼を取った。その後、豪華なる主演となってから酒の上の激論が始まった。それは達興が じせいに,時勢に暗くらくおごりちょうじこういうせきにさえひごろのちょうきをはべらせてすぐに「十二のきんをならべておんなどもにひききそわせよう」とか「こしょうどもはみなおんなすがたしてこうばいはくばいをかざしひんだおどりをしてみせよう」とかまたさむらいたちにさえうまになれのきょくのみをしろのと。 馬鹿げた座教ばかりを求めて、その強いることも極端なので、ついに目視できない色を成して、安藤伊賀の神が。恐れながら、一年の刑は元旦にあると言います。しかも、時勢は明日も知れぬ今日。御守もおたむれも、ほどはよけれど、地と、お心を国境に向けられて、戦場におきふする子孫たちのことも思うていただきとうござる。 それを思えば、ここのお景色も見てはおられませぬ。何がめでたいやら、この稲葉城にはそくそくと滅亡の影が入ってくる心地で、それがしなど用いもいたしませぬ。直言を吐いた。辰置の顔が青くなった。それほどでなくても、すぐ眉に針を立てる人である。わがまま放達は、 父義辰と似ているが義辰ほどな剛福もなし競輪もない彼だったふふきつなともに血相を変えながら辰置のそばから行ったのはひねの備中の神という重臣の一人だった祝賀の席上稲葉山に滅亡の影が迫っているなどとは両解も了解伊賀殿には五島家の滅ぶのを願うてあらっしゃるのか それからの激論だった。伊賀は国境の危ないことを近頃敵の手に築き上げられたまたの,の城を実証として忌憚なく述べ立てた「敵の強さは業も恐るるに足りないが」と前提して「辰臣の行状、国内の不統一民心の遠隔目に見えない膨張をいちいち挙げて」 これでも滅びない国があれば手前は甲冑などは脱ぎ捨てウリを作って寝て下しますと通言した同じ気持ちの者も,のも多いがみな酒の気を覚まして沈黙していた辰興はいつの間にか美女に囲まれて奥へ立ってしまっていたがやがて地震に礼を伝えてきておしであるとのことに 安藤伊賀は、近中に囲まれて、本丸の一室へ入っていったが、達沖はいなかった。気がついてみると、四方の杉ともすべて開かない。壁越しに、伊賀殿、守名である。謹慎してお里を相待て、という、ひねのびっちゅうの声だけが、やがて聞こえただけであった。うまうまと、 監禁されたのである。だが殺しもせず切腹も強いられなかったこう強圧的な処分はしたものの備中の神にも達興にも内心はばかられる人間が一人いたそれは安藤伊賀の神の娘婿菩提さんの城主竹中半兵衛だった病身なので 酒も飲まず、また始中一言も発せず、席に沈面と控えていたからであった。病骨とはいえ、半兵衛重治の日頃を知っている者は、舅の安藤伊賀の神が監禁されたと知っては、よもこのままでは済むまい、と見ていた。ところが、やがて半兵衛は、免職も動かさず、弟、 おいとましようかと傍らの実定・旧作を促して静かに席を立ち水の引くように城を下がってしまった辰置は後で「なぜ彼も捕らえなかったか」とひねの備中を責めたが事実は半兵衛の立ち方があまりにも静かでまるで女性のごとくしとやかだったので 備中の神ばかりでなく、並みいるほかの所相も気をのまれたというのか、つい放心したまま見送ってしまったのであった。出場、恨みを含んで謀反するに違いない。備えをなさぬうち、菩提さんを取り囲んで、キャッツの城を召し上げてしまえ。辰置の命に、ひねの備中はすぐ稲葉山の兵を引いて、 不和氷の岩手へ向かった。ところが半兵衛重治は,はそれに一矢もくばぬのみか「病中なので」と代わりの使者を立てて詫びを入れ弟の竹中久作を人質として稲葉山へ渡しあくまで従順な証しを見せた菩提んも傘下の城も1月中は雪に埋もれている。 その戦弱の雪の下に病村師半兵衛は門を閉じて慎んでいた。超えて二月の二日彼はかねて言い合わせておいたものと見え屈強の兵わずか十六名を釜し身には常用の馬の裏側のつ粒塗り道を着込み青木木木綿の筒つ袖つ陣羽織に虎御門の一頭をはいて。 突とつと実に突如として「稲葉山の城をこの手に取ってみせん!」と豪語して出かけたそれより2日ほど前に稲葉山に入っている人質の弟・旧作家だ持病再発家電の薬を持たせて看護の者45名へ送られたしという手紙が来ていたその時差し向けた家来は ちょうど前日あたり城内へ着いた頃であった夜半だった半兵衛は16名の家来の後ろに立たずみ先頭の者が縄文を叩いている「旧作様ご帰徳との急報によって発せつきました」警護の万氏は「それは不審である看護の衆は先に薬を持って通った」という「ご帰徳だ下級の折何でも通せ」 何でもとは何事を通すことはならん通せ通さん押問堂は二、三名に任せておいてその間に半兵衛重治以下十三名ほどは井の口城の棟き坂を駆け上り二の丸門も同様な手段で突破し本丸の注文まで来ると先に入っていた腹心の家来が仮病を唱えていた旧作とともに 口から開いた。竹中半兵衛茂春ただいま登場。訓行に直連のことこれあるなり。まず、姉神肌に目に物見せてくれん。彼の大音上に驚いて、次々と出てきたものを67名まで切り伏せられた。番頭、斎藤、平野上、長井、新八郎、新五郎の兄弟などである。折悪く。 っ中はい合わせなかった。その突風一瞬の間に重治の部下竹中全左衛門は鐘の丸へ駆け上って鐘を打ち鳴らした城兵も斎藤達興も身内の侍が急を城下の直参へ告げたものとばかり思っていたところなんぞはからん如月の勘夜を陰々と成り渡った鐘とともに 稲葉山の山下を都へ二重に囲んだ兵は、半兵衛重藩の手勢1000余りと、舟と安藤伊賀守の家の中2000余りの軍馬だった。辰沖の老狽ぶりは、これまた後々までの語り草だった。彼は驚きのあまり、半兵衛を正すこともせず、また一矢も報わず、わずかな促進と、 一部の城兵に守られて命からがら祖先の城を立ち退き稲葉郡黒の村の鵜海城へ逃れてしまったこうして半兵衛シエハルは,るはたった16人の労働をもって稲葉山城を占領してしまったがもとより無本の心ではないので城下に呼んだ3,000の兵には源として軍律を立てまた 岐阜の町々、金剛に渡っては、立ち去ぐことはない。お前たちは家業を守っておればよい。これは国内大乱とは違う。安心して土着しておれ。という意味の布告を回し、寺院などへは古都に書状を添えて、ムラムラの百姓へよく誘死するように伝えた。だから、稲葉山城は、 一夜にして秋城となっても半兵衛重治がそれに座って城下の平和は少しも乱れなかったが市林の国々はその実相を知ると彼の希望短略に共闘した形でこの潮にとばかり争って彼に勘を通じてきたいわく美濃を明け取りにしようじゃないか。 こっちからも物資兵力をいくらでも貸すから。いわく、この折に断固、辰荘記を打ってしまうがよい。そして、そこもとと国境の役を定めて、共に長く栄えるの刑を立てようではないか。またいわく、そこもとが世の国と結ばなければ世の兵力は辰荘記を援護するかもしれない。などと。 あらゆるや工事を携えて、浅井、浅倉、武田、北畠などの使者が半兵衛を自国へ引き入れにやってきたが、半兵衛はその奴隷も同じ話題を持って、何をうろたえてお見舞いにお越し下されたか、ほんのささいなる内政のさじでござる。底本たちのご主君が半兵衛を五段なされたいならば、 戦場までおこしたまわりたいいつなりとも半兵衛水産お目にかかり申すであろうと答えた彼を引き入れに行った使者のうちには織田家の使者もあった信長は書をもって「美濃半国をあたうるがこの際随心のいわないか」と言いつかったのであるもちろん半兵衛に突っ返された 半兵衛は間もなく自分の意志を主君へも天下に向かっても明らかにしてみせた城を辰置に返し何も言わずに越前の浅井へ去ってしまったのであるしばらくそこに触覚していた浅井でも引き止められたが田元を払ってふるさとの岩手へ戻ってくると 自分の居城を叔父の竹中重利に預けて自分の一命も年代研さしてきた兵学もそれを捧げ尽くすべきあるじを見失ってなんだか近頃は世の中がつまらなくなった霧を吸って机にほおをつきぼんやり山でも見て暮らそうと思う。 一族の者のに近いし、これからは心のまま不自由のないところにも楽しみ、また不自由の中にも楽しむというきれい一人送りたいから、わしの住まいへは誰もおとのうてくれるな、出家したと思うてくれ。そう言い残して、母大さんの城も捨て、祭祀も捨て、ただ一人。 栗原山へっってしまった。山に一案を結び自ら焚き木を割り水を汲んで小弱な山中人になりきっているとは木こりや漁師などの口から風の頼りには聞こえてくるが里の者も旧審たちもまだ誰も許されてその後の半兵衛に親しく会ったものはないのであった。 以上、旅籠の炉端に膝をくんで、郷土の人たちから聞き取った話のうちには、藤吉郎がすでに知っていたこともあるし、初めて耳にすることもあった。いずれにせよ、竹中半兵衛なる人間の輪郭と精神とは、およそながら藤吉郎の胸にうなずけたに違いない。どんのそも なんで一体、半兵衛様のことをそう根掘り葉掘り聞きたがりなさるのだね。はたごのあるじも、村の者も、はては少しいぶかって彼に尋ねた。あしは見たとおり、武道で世に立つ考えで諸国を回遊しておるものだから、半兵衛シーハン殿について、一年でも二年でも、軍学の修行を遂げたいきでな、実はそれでやってきたわけだ。はあ。 弟子入りなさろうというお考えでかな。そうじゃ。そりゃ断られるに決まっているがな。わざわざ栗肌山まで登って追っ返されたら、バカ見ますぞい。やめなされやめなされ。口をそろえて、みないった。そういう領民たちの印象から押して想像してみても、半兵衛重治の人間嫌いは、かなり徹していると見える。 人一,一倍人間臭い自覚を持っている藤吉郎はそこを大人わぬうちから半兵衛と自分との対面を想像してみて思わず苦笑のこみ上げてくるのを覚えた「対面」とまでいけば門を閉めたものだが先は雲みたいなものである妙理を捨て去った人間というものほどどうにも動かしがたいものはない 帰り見て藤吉郎は偽らない自分に問うてみるとわずか年も一つ違いでしかない半兵衛に対して赤面を覚えるが妙理というも勝者にすぎるほど欲望だらけ煩悩だらけである例えば今素俣の,の一条をあっさり捨てきれるかといえば決して捨てられないかわいいネネを捨てられるかといえば な妻はおどか一人の家来でもなかなかあっさりは捨てきれない彼から考えると半兵衛は会わぬ先から確かに苦手と思われたそんな苦手へ向かってこんな苦労をなぜするか藤吉郎はそれも自分へ質問してみた翌日岩手を立ち 晩は南宮山のふもと村に一宿し、そこへただ一名の友のさやくわじゅうも残して、まったくただ一人、いよいよ栗原山へ登りにかかった日も、途中行くたびか、なんでそんな苦手な人間を、無理に山を下しに出かけるか、考えてみた。要するに、藤吉郎自身、 童吉郎という人間をよくよく改めて見ると途方もない大翼の入れ物なのである喜怒哀楽と呼ぶ愚かな者はみんな盛り上げている番である花鳥風月にも蓮母の情にも骨肉の愛にも等しく心を動かし涙を催さずにはいられない大凡物なのであるこの大欲の凡物を 持ってて、生まれて誰が持て余しているかといえば他人ではない彼自身であるそこで彼は持て余すまい、よく生かそうと自己の天性を自己の努力で連夜している冬後の日みたいな熱意を不断にそれへかけている今登っている栗原山もその熱意が踏んでゆくのである が、それだけで彼の体欲は完成できない藤吉郎はそれを知っている自分の求めているのは自分と全く反対な妙理なき人物であった凡仏とはあべこべな非凡であったそれも偽物ではないことだ非凡天端の侍は何も天下とまで言わなくとも 織田家にだけでも少なくないがすぐはげやすい君子ばかりだから使うとなってはその使う道に困る山中人そう高い山ではない一名を岡ヶ原というのでもおよそ知れようその栗原山は南宮山の続きで 親に寄り添うこのような形をしていた。いただきの近くまで来て美しい。詩人でない東吉郎も思わず甲骨として落日の荘厳に打たれていた。鶴べ落としという秋の日がもう暮れかけてきたのである。余談にわたるが、後年、 関ヶ原の駅の折には、この南宮山には毛利の軍勢が陣死、栗原山には夏雅家、山下には長祖壁守親と、いずれも西軍方が不陣して家康の東軍をうかがったものであったが、ひとたび石田三成の主体の回覧から一度に時をあげて敗走している。法家にとって、 恨み多き古戦場の一つになっている今若い藤吉郎はそこに立っているけれど自分の死後ここに法家の瓦解を早めた関ヶ原駅の陣が敷かれようなどと神ならぬにどうして思ってもみよう青野ヶ原の彼方、た美濃近江の山々の影へと 装備な遊雲の色だけを残して刻々沈んでゆく落日の大飛行こそさながらやがて大阪城に雄斗の他痕と身辺の条痕を残して神寿の命ずるところついに世を自死さらねばならなかった自分自身の後の姿にもそのままであるなどとももとより若い彼は空想もしなかった。 彼の頭は今どうしたら半兵衛重治を味方にすることができるかしか考えていないついそう考えるがまたいやいや策士に策を持って当たるなど下の下作白紙になって会うに限る虚心短歌いただ自分のこの一生懸命だけを言ってみよう 腹を持ち直すのだった。ところが肝心な半兵衛の住まいがまだ知れないいずれわびしき草案だろうが日の暮れるまで見当たらなかった統治郎もまた急がなかった暗くなれば自然ともし火がどこかにともろういたずらに歩いて方向を誤つよりも その方がらくではやいというものそうおもっているらしいとっぷりくれるまでいわねにこしかけてやすんでいたやがてひとつのサークボをへだてたかなたにポチッとあかりがみあたったうねうねとのぼりくだりするほそみちをたどってようやくそこにいきついた。 赤松に囲まれた修復の平地である。やれがきの一草庵と思いきや、粗末な粗土ながら土塀が広く巡らしてある。近づけば、唐花も点々、三つ四つは奥の方に見える。穴井を壊なくても、平和あるが、いかめしい門扉などはない。竹網戸があるばかりだ。 風にゆらゆらとうごいてなかばあいているこれはひろい藤吉郎はだまってはいりこんだそこからなかが松ばやしであるもんからおくのほうまでほそみちがつづいている松落ち葉のこぼれているほかちりひとつないかんじである 小判町も進むとようやく家らしいものがあった牛が鳴いている牛部屋があると見えるパチパチと火のはぜる音がして煙がそのあたりから立ちこめてくる藤吉郎は立ち止まったしみる目をこすっていたのであるしかし一陣の山風が来ると 煙はさっときれいにぬぐいさられてしまうみればかまどごやでひとりのどうじがかまどのした枯かれすぎなどをたきつけているのだった誰だれだどうじはそこにたたずんでいるとうきうのかげをみつけるとあやしんでよってきたおめしつかいかおだかそうだよじぶんはびしゅうおだけのしん。 とうきちどうというものだがおとりつぎをねがいたいだれにさごしゅじんにいないよお留すだよほんとにお留すだってばおかえりどうじはさってまたかまどのまえにすわりこむとまきなどくべてふりむきもしないさんじょうのよぎりはひややかだった ろうはつめたいたびごどもをなでながら「おじさんにもすこしあたらせておくれ」とどうじとならんでかまどのまえにしゃがみこんだ「へんなやつ」といわないばかりどうじはかれのよこがおをしろいめでいちべつしたきりでこたえもしないさむいなあやぶんはやまのうえだもの。 寒いさ。おこぞ。これ、ここは寺じゃないぜ。裏はハンビア先生のおでした。おこぞじゃない。ハハハハ。何を笑うのさ。いや、悪かった。おかえりよ。知らない人なんか黙って窯土替え入れたなんてわかると先生から後で叱られちまう。いや、おじさんが後で先生によく謝っておくからいい。 ハウちかい。それやここまで登ってきたのだから、合わないうちは山を下りるものか。ずうずうしいな。終わりものは大長。おじさんは終わり者じゃないか。いけないのか。終わり者は先生は嫌いだよ。俺だって嫌いだ。敵国じゃないか。うーん、そうだっけな。しらばっくれて、おじさんは美濃へ。何か探りにでも来たんじゃないか。 ただの旅ならさっさと通ったがいいよ。傘の台が危ないぜ。これより先へ通りようはない。ここのお住まいへだけ来たんだから。何しに来たんだい入門しに参ったのだ。入門ほらみたいに先生の弟子になる気かいん。お前とも兄弟弟子になろうじゃないか。いずれ仲良くしなければならない二人だ。意地の悪いこと言わずに先生取り継いでくれ。 飯のげないようにかまどのしたはわしがみていてやるからいいよいやだよいじがわるいなあれあのとおりおくでせんせいのおせきのこえがするじゃないかそりゃするさ先せんせいはよになるとせきがでるんだからだがよわいからそれごらん。 さっきはお留守だと言ったくせに、いても留守でも同じだよ。どこの国のどんな人が訪ねてきたって、会った試しはないんだから。いや、次節を待とう。うん、またおいで。いや、このかまど部屋は暖かくていいから、しばらく投入させておいてもらおう。冗談多いよ。帰れってば。本当に怒り出したとみえ、童子はつったちざまに。 一括を下すたでっをたでけれどかまどのあかいひにてらてらゆれういているとうきちどうのえがおをにらんでいるといくらおころうとするめもおこれなくなったどうじはかれのかおをじっとにらみつけているうちに「はじめは嫌なやつ」と思っていたかんじょうがだんだんそうでもなくなってきた「こぐま」。 うまおりもよくそのときたしかにハンベーシエハルとおぼしきこえがドーをよびたてていたドーはそのこえにピリッとしたみごなしではいときちをおきすててくりやからおくへかけこんでいってしまったなかなかもどってこなかったそのうちに かまどの上の大鍋から焦げ臭いにおいが漂いだした人の食べるものとは思われず藤吉道は慌ててふたの上のしゃくしをつかみ大鍋の底をかき回したかちぐりやかんさいなどがまじっている黒米がゆであった貧乏症とよく人にわだわれたりするが彼は貧農の家に生まれたので 米粒を見ると母の汗を見るごとくおろそかに思えなかった侍になった今でも茶わんの飯に向かうたび中村の母が思い出されたどうしたのだあの童子はあこぎるこぎるこいつはいかんありあうぞうきんをとってやけている大鍋のつるをつかんで持ち上げた そして、かまどの脇へおろしかけたときである。火の中の竹の節でも跳ねたように、ツトンと鉄砲の音が壁土を揺さぶった。音に驚いて、かまど小屋の暗い隅から、ビスやらイタチやら、はしこい獣の影が、もんどり打って外へ逃げた。が、藤吉郎は大鍋を覗いたまま、 および腰になって、粥の底を、なおかきまわしていた。あ、お、ありがとおじさん、ああ、小熊のか。こげれつきそうであったから、鍋を下しておいた。二加減もよろしい。もう、おらの名を覚えたんだね。おじさんは。今、奥の方で半兵衛先生がそう呼んだろう。どうだ。ついでに、先生へ取り次いてくれたか。 よばれたのはほかのようさとりついだってむだなことを先生にきかせてもおこられるだけだからやめたはてさておまえはしの言いつけをまもることがかたいな関かんしんだかんしんだチやせがまんをいってだいやそのとおりおれにとってははがゆいがわしがしならそうほめるだからうそじゃないすると やはなれているクリアのいたじきにだれかしそくをもってたった。こぐまこぐまとそこでよぶこえにとうきちうもふりむいてみるとあたりのすすけたやみをそこだけきりぬいたようにかすみにこざくらぞめのこそでおきそこへこうばいいろのこしごをまとったじゅうひちはちのうるわしいおとめのすがたが。 そしろいてにもたれているあかりのなかにゆらゆらとみえたなんですかおゆうさまこぐまはもうそのまえへいってようじをうけていたようがたるとこざくらぼかしのそではひとともにくらいろをすべってかべのうしろへかくれてしまったいまのはだれとおきちうがきくと 先生の妹子様だ。と、その美をわがしの庭の花とほっているらしく。こぐまは、これだけは非常に素直な返事をした。たのう、どうかねのため、一度でよいから奥へ取りついてくれ。いけないといったら帰るから。ほんとに帰るかい帰る。きっとだな。こぐまは、念をして、 ととうとうくへ行ってくれた。けれどすぐもどってくるとはなくそをほうりようにいった。いやだとさきゃくにあうのは一切いやだってあんなじょしかがれちまった。さあおじさんかえっておくれ。これから先生にごはんをさしあげるんだから。ではこんやはかえろう。そしてあらためてまたでなおそう。素直に折れて、 東吉郎が立ち去りかけるとそのせい来てもダメだよ小グは浴びせていった藤吉郎は黙々と戻ったかれはやみもいとわずふもとまでおりていった友のさやくわ銃を残してある農家までいってねたあくる日 起き出ると彼はまた山自宅して山へ登ったそして日の暮れ方頼もうと昨日と同じように半兵衛重治の山屋敷を訪れていた昨日はクリア働きの童子などを相手にしすぎたので今日は玄関とおぼしい入り口へかかって訪れてみたところがおっ 答えて出てきたのはきのうとかわらないこぐまだったいやまたきたねおじさんきょうはお会いねがえるであろうかいかがか先生のぎょいをうかがってもらいたいこぐまはおくへとりついだのかとりつぎがないでいっているのかすぐとってかえしてきて「ことわるとおっしゃった」とあいかわらずにべもない。東吉郎は丁寧に しかばまたごきげんのよろしいおりにうかがいなおそう。と帰った。いちにちおいてまたのぼってきた。きょうはおあいくださろうか。こぐまはかたちのごとくおくとそこをおうふくしてたびたびうるさい。おっしちゃったとありのままことわった。そのひもトッチドは。 黙年と帰った。こういうふうになんべんかほ問もんしたしまいにはかれのかおをみるとこぐまはわらってばかりいておじゅさんこんきがいいねだがいくらこんよくってもむだだぜこのごろはおくへとりついだってせんせいもおるよりわらっていらっしゃるてんであいてにしないんだよといった。 少年は親しみやすい。彼と彼とはもう憎み合えない馴染みになっている藤吉郎はそう言われてもまた明くる日は昇ってきた麓で待っている鞘桑重はあるじの気持ちが知れなかった竹中半兵衛何者ぞ今度は俺が行って 今日までの無礼をなじってくれたい、などとらた。それは数えるとちょうど十度目の訪問だったその日は風雨がひどく少々と寒くさえあった藤吉道は桑重にも泊まっていた農家のものにも根節に引き留められたのであるが身の傘を借り受けて押して登っていったのである 夕方行き着いて、例のごとく、門に立っておとなうと、はいどなた様ですか珍しく、そのゆうべ初めて、半兵衛の妹といつかぐ熊から聞いた女性が出てきた。まいまいうるさくお尋ね申し、先生の酔いにあえて逆らうようにて恐縮いたしておりますが、主君の使いに立ち、お目にかからぬうちは、 帰国もなりがたいものでござる。使いして勤務をはずかしめずとは、侍暴行の身の当然にてもござれば、二年でも三年でもお心にかなうまではお尋ねする覚悟でござる。それにてもなお、かなえがたきときは腹を切るまでと決めておりまする。あれ、人一,一倍、武門のつらさもご承知の半兵衛るどのと存じ上げたてまつる。よろしゅうお言葉ぞえのほど、あなた様よりも。破れびさしから。 雨だれの激しく落ちしぶいているしたに、東吉道はうずくまって訴えた。感動しやすい若い女性は、それだけでも心が動いたようだった。お待ちなされません。優しく言って奥へ隠れた。しかし、再びまみえると、さも気の毒そうに告げた。なんとも。 兄のカタクではございますがせっかくながらお引き取りくださいませ。いかようにもお通いくださいましても会うのは嫌と申しきっておりますゆえ。そうですか。ときちろうはさも落胆したようにうつむいた。また教養もしなかった。その方をひさしのあまだれがうちたたいた。やむをえません。 ではまたあまた,ためてごきぶんのよいおりをまちましょうかさをかぶってあめのなかをしょうぜんとかえりかけたそしていつものまつばやしのこみちをぬいどべのそとへでたときであるおじさーんこぐまがおいかけてきたそしてかれにつげたあうとさああってあげるとさあ 戻ってくると言よへえでは半兵衛先生がわしに会ってくださうとか藤吉郎は小熊と一緒に足を早めて戻ってきたがそこには半兵衛の妹おゆうが待っていていえあなたのご誠意にかんじて兄が会わねば悪いとは言いだしましたがそれも今夕ではございません今日は この雨さに節戸の中におりますから、他日こちらから迎えを差し上げたおり、来ていただきたいと申しますので、と断った。藤吉郎が思うには、おそらくこれが、この女性が自分を気の毒と思い、自分の去ったあとで兄の半兵衛へすがって取りなしてくれたのではあるまいか、ふとそんなことを思った。 いつでもよろしい日お使いを賜れば参じます。お宿はふもとの南宮村の百姓、大きなけやきの木のある萌えもんが家に泊まっております。では、雨でも晴れましたら、お待ち申しています。お寒いでしょう、雨にぬれて。かまど部屋でお袖でも乾かし、粗末ですが芋がよなどを召し上がっていってください。え、他日の参上を楽しみにおいとまいたします。 彼は雨をついて山を降りていった。雨は翌日も次の日も降り続けた。栗肌山は白雲に包まれたままで使いの差たもなかった。ようやく晴れ上がって山の秋色はすっかり新たになった。なぜ。 漆のきなどのはやいもみじが真っかになりだしたおじさんむかえのおつかい,使いにきたよあさだったこぐまはもえもんのかどへうしをひいてやってきたごあんないもうしてこいとせんせいがおっしゃったきょうはおきゃくさんだからのりものまでひいてきたこれにのってきてくださいというのであるそれと 半米からの招き一つ開いてみると「僧院の病骨へたびたびお物好きなるお尋ねお志も出しがたくそちゃひつ剣次参らすべく待ち申し上げ騒浪」「立山院士」「美衆風格殿へ」少し人を食ったような文言である。 会わぬうちから随分つきあいにくい人物らしくうかがえる藤吉郎はなんと読んだかではせっかくの乗り物をいただいてまいろうか牛のせいまたがった小熊は山へ向かって歩きだした今日の南宮んから栗原山は秋空に鮮やかであった この麓へ来てからこんな鮮明な山陽をあうことは初めてだった。やがていつもの土兵衛門へ近づいてくるとそこへたたずんで客を待ち顔の歌人の姿が見えた。いつぞや見たおりよりも美しく身だしなみをしたお湯であった。はあこれはわざわざ。はあわてて牛の背をおりて、のをり そこから彼女の穴井に導かれた通されて彼は一室にぽつねんと置かれていた竹井の水音がそうそうと耳を洗う風竹が窓を打っていくまことに山中の環境だし荒土と松の丸柱に過ぎない床の間を見ると 夢という一時の横服がかかっている誰か前家の筆跡らしいよく退屈せずに住んでいられるなあ偽らない気持ちで彼はそう思ったここのあるじの真珠が怪しまれた自分には3日も住んでいられないと思うこうしている間でさえ 体がもててされてくる。耳は松風や鳥の根に現れていても頭はま股へかけ小牧山へ通い血は風雲にふつふつと騒いでいる全くここの弱と彼とは別物であったあお待たせしました後ろで若い声がしたそれがあるじの 竹中半だっわかいそれはかねてからしっていることだったが声にせして特にまたそんなきがした。あるじが、マツダに座ってあいさつしかけたので、統治チはあわてて、いやおそらる。どうぞ、どうぞ、はじめておめにかかります、それがしはびしゅう、おけのしん、きのした。といいかけるのを。 半兵衛はものやわらかにおさえて、堅苦しいあいさつが略そうではありませんか。今日お迎え申したのもそんなつもりではありませんから。藤吉郎は何か先手を打たれた気がした。自分がいつも人へ言うてを、主に先へ言われてしまったからである。拙者がこの山鹿の亭主半兵衛です。今日はようお越しくだされた。 いやずいぶんしつこくおかどをたたいてさぞうるさく思われたでしょう。はっはっはっは。正直めいわくつかまつった。しかしお目にかかってみればそこもとのようなお客とたまに会ってみるのも気晴らしというもの。きょうはごえるりなさい。座を変えて半兵衛は統治道へも席を進め。お客人は、 一体何を求めて今夜山がへお越しでござったかここはいわゆる山中長物なしただ鳥のねあるのみですが座は客より下へとっているが真名子は微笑をたたえて風大の客をほんのきなぐさみに扱っているという様子藤吉郎は ここでじっと、無遠慮な目を持って、彼を見つめた。なるほど。丈夫な体ではないらしい。肉は薄く、表は青い。しかし、公私名簿である。分けて、唇の赤いのが目につく。そうじて人品のいいことは、生い立ちのよいせいにあろう。物静かである。 話は小声の方で微笑を持ってものを言う。けれど、このままがこの人間のありのままかどうか疑問である。例えば、今日の山は山とたむれて遊びたい気のするほど平和であるが、いつぞやの嵐には谷はほえ、木々は叫んで吹き飛ばされそうだった。いや、ご主人、実はですな。一瞬、藤吉道も、 目を笑いのうちに溶かすと、少し肩を突き出していった。あなたをお迎えに来たのでござる。主君の命で。どうですか山を下りませんか隠居は老後にでもできようではありませんかそれも、凡物なら知らぬこと、あなたのような優位な財が、こんな山中に早くから干挙なさろうとしても、それは世の中が許すことではありません。 どうせいつかはご士官になるに決まっている。とすれば我が主君織田信長様をおいて天下に誰かありましょう。織田家へ随心をおすすめに参ったのでござる。いかがでしょうもう一度戦雲の中に立ってみるお気持ちはありませんか半兵衛はニヤニヤ聞いているのみであった。笑って答えずという姿であった。 道がとどと解く舌先もこういう相手には甚ははだ熱意がそがれる柳に風である聞いているのかいないのかわからない彼はしばらく舌を納めて何とでも半兵衛が言い出すのを素直に待っていたそしてあくまでくなく虚食なく 白紙でこの人に対そうと自分を辞していたそのうちに半兵衛の手からはたはたと軽い風が立てられている傍らへ寄せた白土の煎茶炉へさっきから三つ四つの墨のかけらをついでいたが火鉢を置くと風雅な空うちわを取ってちりの立た,たぬほどに炉の口を仰いでいるのだった 火が起こる。瓶の湯がたぎるその間に茶金を持って主客の小さい煎茶茶碗を拭うたぎる湯の音に湯加減を聞き量っているらしい手切れであるそつがないしかしずいぶん気が長い藤吉郎は足のしびれを感じ出したがその間 次の言葉を言い出す隙が見つからなかった。気がつけば、自分がルルと述べたことなどは、松風のかなたに飛んでしまっている。半兵衛の耳に何も残っていないらしい。いや、ただいま申し上げたことについてのご返事はどうでござりましょう。ろく高や待遇のお報いを申し立てて、理を持って誘うなどは、 あなたのご出動を促す道でないと信じますゆえ、さような条件がましき義は一切申しません。ただ、小国ながら後日天下になすあるお方は、我がご主君を置いて他にないことと、あなたのごとき人物を山賀に口させておくことは、この乱世にもったいないことであると、世のためにも。言いかけたとき、あるじの膝頭がきっと向いたので、思わず息を継ぐと。半兵衛は、 静かに茶托を差し伸べて、茶など一つ。<laughs> と言った。そして自分の手も小さい茶碗を受けて舐めるように茶をすすっている。その他に何の心もないように幾口にも味わっている。お客殿はっ。ランはお好きではありませんか。 春蘭もよいが、秋蘭もなかなかよい。ランと申すと、蘭の花ですよ。これから三よりも山の深くへ入ると、断崖絶壁に太鼓の露を含んだ蘭があります。それをもべの小まに取らせて、一鉢移してみましたが、お目にかけましょうか。え、いや。 慌てて統治治は止めた。無用です、手前には。ほう、さようかな。世代の武骨者で。武骨なれば、なおさらまれには乱の一家にでも対して、静かに慰められたがおよどしかろう。と思うこともないではござらんが、家にあっても夢は千夜をかけているくらいに、自分はまだ正倉決起です。 おたけの微心にすぎません。そういう暇人の気持ちは理解いたしかねる。いや、そうか。無理もないこと。だが、そこもとのような人間を、そうアクセクト氷にからせて、ご自身もったいないと思わぬかな。山中人の人生にも、なかなか深い意義もある。どうでござる素の股などを捨てて、 そこもともこの山へ一庵を結んで引きうつってまいられるか正直は愚にも等しいものだろうか無策ということは結局知恵なしを意味するものかただ誠意ばかりでは人の心を打たないものなのか分からなくなった藤吉郎は黙々山を下りてい むなしくである。ついにむなしく彼は半兵衛の住まいから帰るしかなかったが。反感に燃える目で後ろを見た今は憤りしかない未練もない今日の初対面は低よく翻弄されて返されたものであるいや 二度と会うものか二度目には戦場で半兵衛の首を下へ動かして将棋から見分してやるそう思った唇を噛んで誓った礼を尽くし恥を忍び幾度も下げた頭と通い歩いたこの道が尺である楽しまない悶んと思うもう一度振り向いて キリギリスめえ。何の意味でもなく罵った多分ん半兵衛の青白い顔と痩せた体を思い出されたからであろう憤然早足になったそして片側に断崖を望む曲がり角へかかると半兵衛の家を建つまでこたえていたものを不意に思い出したらしく断崖に立って谷間へいばりを放った 一条の発酵は途中から殺殺の霧となって飛んだ。藤吉郎は、放心して天を仰ぎながら用を足していたが、住むとすぐ、口はやめたと言った。そして、もっと足早に麓まで駆け下りていった。萌え物の家へ帰ると、クワジュウクワジュウ。 思わず長旅になったが明日は帰国いたそうな朝早くたつとしようぞ」と言ったその元気な顔色に友のさやくわじゅうはさては竹中半兵衛殿とよいお話になったに違いないと察してともども喜んでいた自分とくわじゅうに萌えもんの親子などくわえてその世は立ちふるまいして寝込んだ 何も考えず彼は眠った。桑充はそのいびきに驚いて時折目を覚ましたほどだった。が、考えてみると、毎日栗原山の上まで通った肉体の疲れと心労は、はために見ていてさえ並大抵ではなかった。いっぺんにご疲労が出たのであろう。そう知ると、桑充のような無骨のでも、 涙ぐまれてきた少しでも人の上に立とうとすることは大変なものだなしみじみあるじの努力をかんじたけれどそのけっかがしっぱいにおわったことはしらないのであるよがしらむかしらまないうちにとうきちろうはもうたびじたくをすましていた つゆを踏んむらのどみんのいえさえまだねているのがおおかった。待て、クワジュふいにかれはたちどまった。日の出のほうへむかって、もくねんとつったっているのだ。うみのようなあさぎりのうえに、くりはらやまはまだくろかった。そのうしろからかっかくと。 日輪の昇ろうとする彩雲が動いているのである。あ、や、間違った。唐知道はつぶやいた。えがたい人物を得ようとしてわしは来たのだ。えがたいのは当然だ。わしの誠意がまだ足りないのかもしれぬ。大事をなすにこんな小さい奴量では。彼はくるりと振り向いて、クアジュウわしはもう一ぺん。 栗原山へのぼるそちはさきにきこくせえ。」いうとにわかにみちをもどってあさぎりのやますそへさしてどんどんいってしまったかれはきょうもやまへかかったいつになくはやめにちゅうふくまでのぼってきたするとはんべいのかんきょにもうほどちかいやましばのひどやかなさわべで「ほら!」。 かなたから声がした半兵衛の妹のおゆうとこぐまであったかのじょは草かごをうでにかけてうしへのり小熊はたずなをひいていた「ほどろいたなあっきれたおじさんだなあもうこりごりしたろうからきょうはこまい」って先生もおっしゃっていたのに。 小熊はさもさもびっくりしたようにめをみはっているうしのせからおりておゆうはいつもとかわりなくあいさつしたがこぐまはおじさんきょうばっかしはほんとによしてくれよきのおじさんとあってはなしこんだものだからせんせいはゆうべねつがでたとおっしゃっていたけさだってごきげんがわるくっておだまでがおこごとだ」とうったえた失礼れいなことをおゆうは 彼を立ちなめ、藤吉郎へもわびていった。決して兄は、あなたにお会いしたために伏せったわけではないが、少し風心地らしく、今日は不死鳥にいるので、お越しの趣は伝えておくが、どうか足からず今日のところは、と、それとなく彼の尋ねを断った。それは、ご迷惑でしょう。思いとどまって立ち返りますが。 懐から八立を出して、開始へこう書いた。冠中に冠なし。長獣に意してか。人中にあり、姿勢さらに弱。三雲無心。しかも自ら巨大す。一骨渦むところ、兄、聖山に限らん。 死になっていないことは自分でもばんばん知っているが自分の死ではあったそのあとへもう一筆加えて「衆をいず雲の行方はいずこにや」西にそろうか東にそろうかこうがんむしだものとさぞお笑いでござろうがこれが最後でござるただ一筆のご返事をこれにて待ちます その上にも訓命果たしがたきときは、この沢辺にて切腹して相果てますぬ何とそ、もう一度のお取り次ぎを。昨日よりも、今日の彼は、全く真剣であった。切腹という言葉も、奇弁でなく、その熱意から我知らず出てしまったのである。下げすむよりも、 彼女はむしろ同情を深めてその文を兄の病床へ持って帰った半兵衛は一目見たままで運も寸も言わなかったご半日も名目していた夕方になった今日も月の夜に入りかけたこ郷牛を引け 急に言い出したのである。外出する様子にお湯はお届いて、布子や道服を熱く兄の見え着せた。半兵衛は牛に乗って出て行った。小熊を道案内に沢へ降りて行くのだった。見ると、彼方の芝地に飲まず食わず、なお全坊主のようにあぐらを組んで座っているものの影が月下に見える。 遠方から漁師が見つけたら狙いそうな格好である半兵衛は牛を降りてつかつかとそこへ近づいていったそして藤吉道の前へ自分も座った隠吟に頭を下げていった客殿今日は失礼した病骨の山中人に過ぎないこの方へさりとは何を見どころにご出身か もったいないご礼儀ではある。侍は己を知る者のために死すとか言う。仇にはいたさん。心に刻み置く。したが、かりそめにも、ひとたびは斎藤家に随心いたした半兵衛でござる。信長には使えもさん。あなたに仕えよう。御身に、この痩せすがれた病心を信ぜよう。 それれれもおしにこれまでまいった。果実の南は厚み加納の平野から西は郷土鹿島など長田川の流脈へ渡って織田軍の行進は日夜進んでいた。 8月の炎だった。夜は夜で焼きたてる町やムラム々の火が空を焦がしていた「破竹の勢い」という言葉通り早くも月の7日頃には敵の本庄地稲葉山へ近く迫ったその配置を見ると先方はアナイとして木下統吉郎の兵約1,0002番 柴田権六勝家森三左衛門の手兵およそ二千0 0余3番池田勝三郎佐々さ九段助前田孫後郎敏家の二千人軍艦は柳田出の神。これに次いでは信長の本陣をめぐって美衆の精鋭が騎下として三千。後陣は佐久間信盛が二千0人を率いる 総人数一万よという。一万という兵力は、織田信長として、この時、初めて持った太平なのである。彼の覚悟のほども、それでわかる。尾張として、これは名実ともに、巨国一致の動員だった。ここに敗れれば、尾張もなく、織田もないのである。 しかもここまでは攻め入ったが稲葉山城の点検に迫ると戦いは済まなかった連日苦戦に落ちた自然の妖怪がものを言い出してきたそれに斎藤家三代に仕えた強豪も多い分けて織田軍の惨めだったのは武器の差であった国府の程度がまるで違う彼には 鉄砲という親鋭な武器がかなり蓄えてあった織田方にはない鉄砲組というものがすでに斉藤家には組織されていて城下へ寄せ手を寄せ付けては山腹から狙い撃ちにした早くから美濃の鉄砲組が発達していたのは遠い以前に斉藤家を浪人してしまったがここに 明智十兵衛光秀なる独学な一青年がいてかつて鉄砲の研究に没頭しその基礎を残していった貢献なのであるそれはともかく織田軍は連日の援書と苦戦にようやく疲れ出してきたもしもこの騎は斎藤家と近江なり伊勢なりと連絡を取って背後を襲う者が現れたら 一万のカバネは、再びふるさとを見ることはできなかった。何よりも不気味なのは、ちょうど寄せての総群を後ろから見ている形に、きつぜんと、夏の雲を追ってそびえている、栗原山から南宮山、また、菩提山などの動きだった。いや、その方面はご懸念には及びません。時折、

その結果、藤吉道の一策が用いられて、彼は人よ、先方の隊から姿を消した。彼が寄ての中に見えなくなってから、一日置いた次の日ごろであった。稲葉山城の山脈の裾が、遠く東南、し搾りの果てに尽きて、鵜沼街道と飛騨の山街道とが、 山中で交差しているあたりを起点としてわずか十名ほどな腹心の武者腹を従えそこからさらに裏谷へ入って汗みど泥に随流寺山の一峰へよじ登っていく彼の姿が見いだされた一行十名ばかり感動の険しさは言語に絶している誰もこの峰口が 遠く稲葉山城のかだめ手まで続いているものとは連想もされないほど距離も距離だし一峰一峰絶縁された形になっている藤吉郎のほかには八賀彦右衛門弟又十郎梶田隼人佐弥桑重稲田大井青山新吉などのかつての孤独党の人たちそれに 先ほど藤吉道に振幅して深く彼の恩義を感じている鵜沼の虎大沢地土左衛門が先に立って「その大岩の根から谷へかしこの渓流を越えて向こうの沢へ」と案内して進んだ谷も道も極まったかと思えばそこの絶壁へすがる富士通があった。 理念をめぐって、もうかなたの山へ渡るすべもないかと思えば、熊笹さのうちにかすかな隠れ道が谷へ通じている。もはや絡めてまでは、にりほどの山道。この山へ図をたどっておこえあれば、城の水門へ行き当たりましょう。おわかしとうはなけれど、お許しに甘えて、それがしはここにて。ジロザイモ 途中で一行と別れ一人後ろへ帰っていった元来が義に強い男である藤吉郎に心服して今は双子ほどないものとはいえ一度は主とした斎藤家であるその本上の感動へ道案内に立つことは心中苦しそうだった藤吉郎は その心根を察したので、わざと途中から返したのである。一休みして、どれ、進もうか。残る九人は、また黙々と歩み続けた。ニリといえば近いが、道なき道である。少し行っては、山えず、山へずを、と、藤吉郎は、それと首っぴきになって、 隠し道を探したはてなあ辺りの山陽と山えずとがどう見比べても合わなくなった何より目印の渓流の水脈もちがっている迷ったぞ戻れそのうちに日は沈みかけてくる暑さはずんと楽にはなったが 的確な方向はつかめなかった道に迷う牢は察しても思わなかったが藤吉郎の胸には稲葉山の正面にある味方との間に示し合わせてある戦機がある明日の夜明けという時刻に狂いが起こると寄せてたる味方に大きな手違いを与えてしまうそれが刻々に案じられたあまた 稲田大が手を振ったとつぜんなのでみなぎくとしたひがみえるとおおいは一同のちゅういをもとめたこんなやまなかにしかもてきじょうのかんどうにあたるところにめったなともしびのあるわけはないおおかたもうしろちかくきていててきのやまみはりのこやでもあるにちがいないそうだ 気をつけろ。油断を戒め合いながら一行はすぐ身を伏せたなんといっても信子時代の期待があるのでどれも皆敏将だった歩くにもよじるにも最も困難らしいのは藤吉郎であった殿どのこれおつかまりなさい。彦右衛門は岩山の途中から彼の前へ。 槍の絵を伸ばした。東吉郎がそれにすがると彦右衛門は片手に彼を引き上げながら一つの断崖をよじ登った高原へ出たさっき見た一つのともしびはそこから西の山の裂け目に夜の濃くなるほど明らかに瞬いていた感動の板書が あれに見える一点の日とすれば、当然、道はそこ一筋と限られているに違いない。いずれにしても、と、一同はそこを突破することに腹を決めた。あ、待てと、藤吉郎は早くも清う面々を制していった。番小屋の人数はおよそ知れたもの。恐るるに足らぬが、怖いのは。 稲葉山へ合図をされることだのどしばがあればいずれ小屋の近くへそこを探って第一に二人ほど立てそれからうちも出した板紙が急を告げに書き出すことだそのおさえに半分はすぐ裏手へ立て黙っておのおのの影はうなずきあったもう獣みたいに死を這い歩いていくのだった ともしびのひかりはちかくなったくぼ地をあたってそこのたにふとこどへはいあがったいがいだったのはプーンとあさばたけのあさがにおってきたことであるそばばたけもある山ネギやまねぎやいももはえているはてなあ 吉郎は首をひねった。小屋の屋根作りや畑の様子がどうも万氏の小屋とは思われなかった。早まるな、見てまいる。藤吉郎は、朝の中を朝のざわざわ騒がぬほどにそっと張っていった。小屋の中が見えた。ただの土民の家でしかない。ひどいあばら屋である。 じっと朝畑からうかがうと、薄暗いともし火の中に、二つの人影が見える。一人は老いたる母と見え、むしろの上に平たくなって寝ていた。また、もう一人はその子と見えて、老母の腰をもんでいるのだった。藤吉郎は、よろいや太刀に固めている身も忘れて、息もせず見とれていた。 老母の髪はもう白く子はたくましいがまだ十六七歳にしか見えない彼はその母と子が人の姿とは思われなかった突然中村のわが母と自分の少年の頃とを見せられた心地がしていたお<や>母の腰を揉んでいた若者は 急に鋭い目をしていった。おっかさん、ちょっと待ってくださいよ。なんだか変だ。なんじゃ、もうすっけえ。と、老婆も身を起こした。急に、虫の音が、はたと泣きあみましたが、また、物置へかかりに来た獣じゃろ。いいえ。強くかぶりを振って、獣ならば、ほか影の指しているうちは寄りつきません。 ずかずかと縁端まで出てきたと思うといつ持ったか若者の手には山形名が抱えられていた誰だ、そこに忍んでいるやつは声とともに静かにせえ藤吉郎は朝畑の中からざっと青い色をそよがせて突っ立った,った驚くかと思いのほか若者は瞳をこだして じっと彼の方を見てて、「いたが、やがやなんだ誰かと思ったら柏田とりでのお侍さんかとつぶやいた藤吉郎はそれには答えず振り向いて後ろへ潜む人々へ手を振って号令した10名近い愚足の武者は朝畑から身を起こしてとっさに小屋の裏表を囲んだ ものものしげにオラのいえなどとりまいてモスケとよばれたわかものはそうつぶやくまにじぶんのまえあゆみ寄ってくるとうきちろうへとがめるようにまたいったこのいえにはおれとおふくろさまとたんだふたりしかいやしないおやひとりこひとりだなんもぎょうざんそうにとりかこむことはあるまいいったいなんのようだいえおさむいさん。 縁に突っ立ったままそう言っているまなざしは慌てるどころかむしろ落ち着きすぎている変縁している藤吉郎は縁の端へ腰をかけ込んで話しかけたいやわがもの念のためにいたしたことだ驚かしてすまなかったな何も織田は驚きはしないけれど母じゃ人はびっくりなされた謝るなら織田のおふくろさまに謝るがいい 的なことを言う。ただのドミンは思われなかった。東吉郎は小屋の内を見ました。これこれ、申すけよ。お武家様に向こうて何を失礼なことばかり言うぞや。もし、どなた様やら存じませぬが、世間の衆と交わりも立って、礼儀もわきまえぬわがままな山がものの子でござります。どうぞお許しくだされませ。 老婆は少し進んで子に代わって東吉道へわびったおお元がこの若者のおっかさんかはいさようでござりまする礼儀もわきまえぬ山が者のこと言われたがどうしてお元の言葉遣いもこの若者の面魂も世の常の土民とは見受けられぬいいえもう恥ずかしい山賀暮らし 冬は狩りをし、夏は杉巻きを里に出して、細々過ごしている親子でござります。今はそうでしょう。けれど、以前はそうではござるまい。少なくも、おもとは、優秀あるもののごな内であったに違いない。手前は、斎藤型の家臣ではないが、さ細あってこの参観にさまようできたもの、おもとたちに害はない。差し支えなくば、 ごすじょうをおわかしたまなのか。」と、母のそばへすわりなおしていたモスケが、ふいにたずねだした。おぶけさま、あなたもおわりなまりがあるね。おわりですかんわしは、なかむなのうまれだが。えなかむなじゃあ、そうとうくもない。おだは、にわごおりごきとのうまれだ。ほう しからば、お主とは同国だのう。微州のご菓しなら何でも申します。父は堀を頼むと申し、私は幼名小太郎、今はモスケと言っております。父は長らく庭郡小口の砦にいて、信長様のご一族の織田下月の神信清様に仕えていました。あそれは危険。信清様の進化とあらば、 信長様のご家中も同じことですが信清様にはある御府兵から一族の信長様に弓を引き斎藤家に利用されて美濃へ内通なされましたそうだ岩室長門殿が戦死し続いて前田犬を今の前田孫志郎敏家殿がうってを命ぜられてご一族の中にありながら他年の合戦であった 私の父も、その戦いで相果て、また主家もついに滅びました。そこで、一人の母と共に、美濃のしるべを頼ろうと、この山里まで来ましたが、所詮せん、美濃と尾張とは、行く末合戦の絶えない国。美濃の恩をはめば、尾張へ弓を引かねばならず、尾張に住めば、信長様に敵対した無本人の家来の果てよとあざけられます。 でこの山中に小屋を建て自分で耕し自分で来て細々ながら母を養うてきた次第でございまするこの若者が後年の堀尾茂助義春だったもっと詳しく言えば尾張五岐佐の人堀尾義久の子で幼名二王丸後小太郎と言い結発して茂助と改む というからあるいは随琉山の山鹿に土瓶となっていた頃はまだ小タドと称していたかもわからない藤吉郎秀吉と彼との主従の縁はこの時に結ばれたものだったがそれから静ヶ岳七本槍の一人にも名が見えるし晩年には出雲沖の2か国24万石を漁し 69歳で用を歩るまでの44年間というものは、戦場を畜して、無名の聞こえをとった人だが、生涯、無人のよく言いたがる手柄話というものは、人に語ったことがなかったというふうな性格だった。それはともかく、藤吉郎は、モスケを見、モスケ親子の口から、その身の上など聞いているうちに、 これは良いものに出会った。と、心中大きな喜びを感じていた。彼が、すのまたに一つの地位というものを得てから、乾いた胎、水を引くように求めているのは人間だった。人間の中の人物だった。その人材に対しても、彼のは、一つ使ってみてから使えたら使おう。 というようよなな生き方ではなかった。この男と見込んだがいきなり掴み取って抱擁してから後徐々に自分の使い物とするといった気合だった女房を持つにもそれでいった古い杜氏や絵画や仏像などを鑑識する者がその芸術を監督して判断するよりももっと鋭敏な そして早い感を持って、彼は人品の真偽を見分けた。いや、本味の上、よくわかった。ところで、モスケとやらの母子、あなたは我が子を、まさか生涯、山鹿の炭焼きや獅子追いにしておく気ではあるまいが、どうじゃ、この息子をわしにくれんか。ご同母の身ぐるみ、もらい受けようではないか。 とはいえ、わしも大臣ではない。織田信長様の家来、木下藤吉郎というもの。事業は低いがまだこのとおり、若いのが取りえといようか、わし自身がまだやり一筋でこれから世に出ようとしておるものゆえ、もうさば、主従ども苦労で行こうというのだ。どうだ、嫌か。と、藤吉郎は母子の姿を当分に見ながら言った。 モスケはえ私をと目をまどくした老母もまた夢かとばかり喜んで同じご奉こいたすにも織田家のご家中へかえるなればお命を受けた戦に果てた亡き妻もどんなに喜ぶことかしれませぬとはや涙さえたたえモスケをお受けして 父の会えないおめえを注いでたもと言ったもとよりもすけに依存はない立ちどころに主従の約束はなったなると同時に藤吉郎はこの若年な新参へ実は稲葉山城の絡めて忍ぼうと志してきたが道に迷いここに山えずはあるがむなしく途方に暮れておる はじめにはちと大役だがそっちに案内役を思しつけるつとめてみようと命じたモスケはなかなか返事をしなかった藤吉道の持っている山絵図を一見させてくれというそしてしばらくそれを見て思案していたがやがてようやく折りたたんだそれを藤吉道の手へ戻しながら答えたかしこまりました そしてまた「みなさま腹ごしらえはいかがですか弁当は二食分お持ちですか?」と尋ねたたずさえてきた腰シヒも道に迷ったのでもう尽きていたところだったからめての水の手まではわずか二リ半ばかりですがどうして二食分ぐらいの弁当は持たねはなりませんボスケは早速冷え飯を炊きみそ 梅干しなど添えて、自分とも10人分ほどの弁当を作った。あさは一筋、輪にして持ち、腰には火打ち道具、父譲りの伝来の刀、身軽に装って。じゃあ、母上、お供して参ります。いきなり合戦に出会うなどということは、ご奉公にはさ先の言うことですが、分次第ではこれがお分かりにならないとも限りません。 その折は、モスケはなかったことをお諦きえくださいまして。さすがに別れるとなると、母子は切なそうであった。ト吉キチは、見ているに耐えなかった。軒端を離れて、朝畑から真っ暗な山の根を見回していた。老ーは、いざと立ち出ていく息子を、モスケ、モスケ。 と呼び返して、これに水を入れて持っておいで途中必ずお乾きになるに違いない」と壁につってあった大きな福べを外して手渡した「これはよいもの」と藤吉郎のみでなく彦右衛門もほかの者も,のも喜んだこれまでの途中も水に窮したことは 一通りではなかった随流山一体、岩石のガガたる山なので清水の湧き出ている場所は極めて少ないそしてまた峰の上へ出れば出るほど水が乏しい大きな福部なのでこの一票に水を張っていけば十人の喝をしのぐには十分足りる小屋を出て 闇を歩き出した。絶壁へかかると、モスケはかぎなわをなげて、岩松の根にかけ、自分がさきへよじのぼっては、いちどをひっぱりあげた。ここは、かんどうのまたかんどうです。と、モスケはいった。もうすこしらくにこえられるところもありますが、それでると、けやきだにのとりでだの、あかがわどのばんしょだのという、いくかしょもあるみはりへひっかかりますからね。 そう聞いて、藤吉郎は、さっき山絵図を示したとき、モスケがそれを見つめたまま、容易に承知の返事をしなかった彼の用意のほどが分かった。またわらべくさいと、ころもああるが、のやつ。と、藤吉郎は、心の内で、なおモスケに愛を増した。一票の水は、 みな十名のものの汗になってしまった夜もやがて明け近いのではないかと思われるこど、モスケも大汗をふいてこうつかりきっていては戦もできないでしょうここでひとねりなされてはどうですかとはかった藤吉郎は「ねるもよいが」とうなずきながらいったいここはどのへんか城のかめまでは まだよほどあるのかと聞くと、ついそこの下です」とモスケは真下の谷を指さした。え、そこか。驚いて一堂がけしきたつと、モスケは手を振って静止した。もう大きな声も出してはいけません。ひょっとかずの方角では場内へ聞こえます。陶器一堂はそこの谷間へ望む岩かどまで張っていた。 谷間をうずめているきぎのやみはそこしでぬみずうみのようだったじーっといつまでもひとみをこだしてみているとそのきぎのあいだにたしかにきょだいないしのかべやさくやくだやねのかげがみえるきもする、うん、ここはもうてきのまうえとみえるよしひとねいりとしようよのしらむまで。 彼をはじめ10人は小手を枕に大地へ寝たもすけはもう水のない福部を手ぬぐいで巻いて藤吉道の枕にとそっとあるじの頭の下へあてがった「いっときも寝たろうか」その間スケだけは一人眠らずに少し離れたところに突っ立っていた そのモスケが声を放ったので、藤吉郎はすぐ首をもたげて、なんだ、モスケモスケは、東を指さして、太陽が、のぼるところです。と答えた。言われてみると、世はしらみかけている。この山頂のほかは、すべて、雲の海の病病であった。 すぐ真下だという稲葉山城の裏田にさえ何も見えない明けた夜が明けた呼び合いながら蜂須賀彦右衛門も起きる弟の又十郎も起きる稲田大井も起きる梶田隼と長井藩之城田も起き上がるさあ討ち入りましょうして。 具足の尾や足ごしらえなどを直しにかかると「いやあ待てそれよりは飯を送っておくことだ」藤吉郎は腰を据え直したゆうべモスケの小屋を立つ時用意してきた二食分はちょうど今朝の一食でおしまいになる水はもう福辺になかったしかし日いずる雲の大会を眺めながら 柏の葉で包んだ冷え飯を食う味は生涯忘れえまいと思われるほどうまかった食い終わる頃うっすだと下の谷間は霧が晴れかかってきた敵の絡めてだ食の架け橋を思わすようなツタカツラの張った桟橋が見える絶壁が見える 巨大な青ゴケの生えた石垣やら柵なども見えるそこは日当たらずの沢と呼んでもいいほど暗くて清掃な風が絶えず吹いていたのどしずつは藤吉朗が見回すと梶田隼人がすぐ答えた手前が携えていますそうかそれをモスケに預けてのどしの打ち上げ方をよく教えておけはモスケの、はい これ隼人は,はのどしずつと省薬入れとをそこへ出してモスケに伝授していたおすけ、ここでいたか藤吉郎はお尾田つと、そしてもう一度モスケに念を押したこれからわしたちが絡めての水門口を見つけてそこから切って入るがそちはここで耳を澄ましておれそして何でも大声が聞こえてきただ 途端にここからのどしをあげるのだよいかぬかるなわかりましたモスケはがてんしてのどしずつのそばにたちながらいさみ立って谷へおりていくあるじたちをみおくっていたが、まあ、少すこしふへいそうなかおつきでもあったモスケもついていきたいのであるくものうみは 怒涛の姿を起こし始めた。やがて農美の平野はその下から明らかに見えだしてくるたちまち真夏の朝だ朝からひどく照りつける稲葉山の城下は長良の水も町屋の辻もすぐ目の下だったけれど人影と言ったら全く一人っ子一人見えなかった どうう。なされたろう日は高くなるモスケは気が気ではなかったやはり初めて戦に臨むせいだろうか胸ばかりワクワクしていたすると突然タ <noise> ッタンタタタ音がこだまして聞こえたモスケはそのとたんから夢中だったしかし 自分の手で中天へ打ち上げたのろしの煙がシュルっと青い空へイカが墨を吹いたように流れたのをその目は確かに見届けていた天から降ってでも来たようにである城内の絡めてに八九人の敵が歩いていたそれも至って落ち着き払った顔して 雑草の生い茂っている広い空き地をあなたこなた見回しながら歩いてきたのである。で、初めは、その姿を見つけた稲葉山城の兵たちも味方とばかりをもって、付近の巻蔵だのもみ蔵などの胸の下でたむろしながら、朝の兵動を送って雑談などしていた。連日の戦とはいっても、 それはこの広い城郭にあっては、大手の正面だけのことで、ここのかだめ手と言ったら、ほとんどカンコドリやヒルホトとぎスの声さえするほど弱とした点検だった。どうかすると、遠く大手の七曲り口や井の口坂の方で、バチバチ小銃の音が聞こえてきたりすることはあるが、かだめ手を守備しているわずかな兵は、やっ 取るなあぐらいなものであくまでここだは戦争圏外と心得ていた兵働を使いながら藤吉郎たちのかげをながめていた斎藤家の兵はそれでもやがてふと不審そうな目を向け始めたおい何だろうあれ来た衆かうん。 にうどうどしておるじゃないか。あれ桜の板書をのぞいておるぞおおてからどなたかみまわりにこだれたのだろうどなただろうさあいつもとちがってもののぐをつけるとわからなくなるおやひとりがかまどべやからもえさしのまきをもっていったぞなにをなさうつもりだろうはしをもったままみていると。 火のついたまきを持って走った一人は、まきぐだの中へ入って、山と積んであるあそこの芝へ火をつけ始めた。一人にならって、また一人、また一人、続いて炎を運んでは、ほかの蔵へも投げ込んだ。て、敵だたむどしていた女兵が初めて飛び上がって絶叫したのがおかしかったのか。たに立っていた吉郎と 八彦右衛門は振り向いてニッと笑った。上兵はどう失って、た大変と叫んだり、こここだ出会えとわめいたりしたが、急に東吉道たちへかかってくるものもなかった。うそみたいに悠々と、東吉道主従の者は予定どおりな行動を終わった。それあとは、 決戦あるばかりである敵もたちまち何何敵だと武者黙りのあたりからまた水門口の方面からもどっとここへ殺到した七つやつ胸を並べている倉庫からはもう濃い黒煙を吐いていた堀尾も助の打ち上げたのどしの音がその上で響いた 道は彦右衛門と他一人を連れたのみで、煙に紛れて城壁の内側を西へ西へわき目もせず走り、やがて七曲り口の木戸へ来ると、ここだ、ここだ,ここだ、打ち破れと絶叫しながら、途中、敵の造兵を切って奪い取った槍の先へ、屋台携えてきた霊の福部をくくりつけたのを、 しに振り上げ振りり上上げげしてはどなった。すでに、のどしを見りゃいな、城下に木を待ち構えていた織田軍は、七曲り口、百曲り口、井の口坂の大手の上り参道を攻めつめて、その一手は、早くも七曲がりの木戸の外まで押し寄せていたのであった。随所に相当な激戦はあったけれど、もどくも、 稲葉山は半日の間に陥落してしまったその原因は第一に絡めての出荷に城内が一時に混乱したこと第二には誰が言い出したと,ともなく裏切り者があるぞという声が伝わったこと事実は藤吉郎たちがわめいたのを狼狽した城兵が 一層朗媒して伝えたのであるが、ために、同詞討ちなども起こって、落城を早めた。第三には、これは重大な敗因と、後で分かったことであるが、何者の検索か安穂田達夫は、この日より解く前から、場外に出て戦っている将兵の妻子だの、不合な町人の家族だの。 城下の老養男女を城に満ちるほど人質として山へあげてしまったのである。彰子の妻子は敵へ降伏せぬためという特選のつもりでいで、また町人百姓はすべて自国の不在であるから、これも敵に利用されぬためという考えのもとに行われた策だったが、なんぞ図らん。 この検索を成した稲葉伊予の神はすでに藤吉郎と結んでいて軍事的に課税はできないが裏面からお助けしようという木桂のもとになされた反感の刑だったのであるそのため城内の混乱は余計に甚だしかったし肉薄してきた寄せ席に十分な交戦もできなかったさらにまた 火を見るに敏な信長はかねて辰置の性格を見抜いているので乱戦中に早くも使者を持って辰置へ書面でこう言ってやった不倫の家今日点検の狩りにありまた我が平和に包まれおわんぬ領民等しく円運に自由の兆しを見城下すでに完成たかし 家君はヨガ妻のお稲荷余は年代君の昇進と安愚を憐れむ者強いて逆刀を食わうるに忍びずむしろ生涯生きるの淵を喜んで恵まん生を望みたまわば功を奉て即刻ヨガ軍門に尽かされよ安の丞 辰王はその一生を手にするとたちまち幸福の胸を言い合って一族斎藤九郎右衛門秀信忠長井隼人牧村牛之助その他三十四名の促進だけを連れて場外へ出てしまった信長はそれに保護の兵をつけて開催軍まで送って放ち辰王の弟 新道を建てるならば後日斉藤家の祭りを絶やさぬだけの地は与えようと訳したこうして稲葉山は落ちた美濃の泰山北斗といわれた城は落ちた美濃二カ国を合わせえて信長の領有する地は一約百二十万国に上った 小牧山から稲葉山へ信長は三度目の城を移した同時に岐阜と改め城も岐阜城と呼び改めたここに一人斎藤家にも芳しい武士がいた堂々の城主岸影湯だった彼は主家の滅亡を見 信長からも随心を諭されたがそれに応えて「尊名はシャスが坊家の庭にも一本の桜はあってしかるべく存ずる」「不損ながら伝来の一首を報い参らせてあえて散り申す」「尾張の太平を受けて前線半月の夜矢玉尽きるの日影湯は炎の中で静かに」 夫婦向かい合って刺し違えた信長は石踏みを立ててやった戦後もこの武士の話をよく口に出した初秋の九月藤吉郎は角股へ刺して帰城したこの戦から彼は初めて馬印を 主君から許された。皇軍の秋をてらてら輝いてゆく関東の一票がそれであった母にひ一頃から見ると清洲の町は寂しくなっていた人口も減り大きな商家や侍屋敷の数も っって減ってきたけれどそのさびれ方には脱穀の満足が輝いていたあらゆる生命の原則どおり生みの母体はその任務だけを果たすとやがて老いに期して休んじなければならない信長というものがいつまで強度にこう着していないことは強度自体にはさびれでも大きな意味で。 皆喜びとしているからであった。ここにもそうした母体の人が一人老いていた藤吉郎の生みの母だ彼女は今年もう51歳にもなる今は嫁のネネと一緒に清須の侍工事の屋敷で静かに老いを養っている身であるがつい23年前まで 中村にいて百姓をしていたので、土に荒れた手はまだ指の節も太く、藤吉郎を頭に4人の子を産んだので、歯はだいぶ抜けてきたが、髪などはそう白いほどでもない。陣中の藤吉郎から手紙が来れば、それにはきっと、腰の痛みはいかがですか、給仕をお続けになっていますか。 母上には以前のお暮らしの癖がおありで、食べ物というと、何をあげてももったいないもったいないがお口癖で、一向ご自身の栄養にはお考え遊ばされるので、それが遠くにいても心配です。どうか、ねねに言いつけて、蝶を漁長などもおとりください。そして、長生きしてください。藤吉郎の今のお願いは、それ一つです。何せい私は動物なれば。 母上が長生きしてくださらねば、自分の思っているようなご高揚をいたしたいにも、間に合わないようなことになりはしないかと案じられるのでございます。幸いに私は、人中も病気知らずで、ブーンにも毎度恵まれ、殿様のお覚えもまずよい方ですから、息子のことはさらさらご懸念なく、ひたすらご自身のご養生と、日々のお楽しみをもっぱらお務めありますように。 身の入りした後も人中からそういったような手紙が何十遍この屋敷へは訪れてきたか数も知れないほどだったその度に老母は「ねえねえよこのたより読み合いいっつも子どものようなことを書いて」と嫁に示せばねねもまた自分へ来た夫の手紙を母に見せてなかなか。 私へくださるお手紙はこんなにおやさしくはございません。日の元の用心、留守中の女の務め、それとお母様への心がけなど。はあ、なか、なかなか助裁ないところがあるでな。そなたへの手紙と母への手紙と、ひとつは厳しゅう、ひとつはやさしゅう。両方合わせてみれば、ちょうどよいように書き分けてあるのじゃろう。ほほほほほほ。 んにそうかもしれませぬネネは心から夫の母によくかしづいたいや夫の母といっては当たらない生まれながらこの母の腹から自分も出たように檻には甘えもし戯れもし笑って暮らすことに努めたその老母の喜ぶのは何といっても 吉のたりだったそれがここ久しく耐えていたので案じていたところへ今日またから書面が届いたけれどなぜか今日のは彼女への一通だけで母に宛てた分はなかった夫の今までの例では母にだけ来て妻の自分には来ないで母への分の端がきぐらいに済ましてあるようなことはある けれど、妻にのみ起こして母へ来ない例は今までにはなかった。何か変わったことでもあって、母に暗示させないためではあるまいか。ネネはふとそう考えた。で、自分の部屋で一人その封を切ってみると、いつになく長文で、殿様、美濃入国、筒がなくおとげ遊ばされ、と全文して、 自分の素のまたガイのことをつぎにしるし。さて、それからようむきにうつって、つぎのようなぶんがしたためてあった。かねがね、ははうえおもそもじおも、自分のそばにむかえて、ともに、ちょ暮ゆう、ことは、おきなねがいであったが、ようやく自分も、いちじょうのあるじとして、こんにちするところごまんごく、うまじゅしおも、ゆるしたまり、まずまず、 母上をお迎えしてもご不自由はさせないほどになったと思う。しかしかねて母上はご自身がわしの足手まといとなっては主君へのご奉公にこと書くような恐れもあるやにお考えなされ、方々またご自身は百姓馬場じゃ、今の暮らしでも身に過ぎたなどといつも口癖に仰せられている。ゆえにきっと藤吉郎から申し上げても、 また何のかのとおいなみ遊ばすに違いない。我がご主君の太使はなかなかもって現状ぐらいでご満足していらっしゃるものではない。その太使の殿に随心する藤吉郎もまた機微に伏して、そのまたおどか、やがては中原へも働きに出るようにあいなろう。ご奉公もさることながら、藤吉郎の命がけの働きも母上のお喜びと、 祖モジの幸福を見たいのが張り合いでもある。祖モジの紅葉もわしがおそばにいる以上とは思うものの、統一堂も戦乱のよか、まれには母のお膝にも甘え、祖モジだと夕下を講じたく、切々に思う日もあるぞ、かし。そこをよう、ソモジより母上へといて、今の住まいを引き払い、近日中にも角俣城の方へお移りあるようお勧めしてほしい。 の始末、小仁田など、よきように申しつけおけば、そのままになしおかれ、当方より、蜂塚彦右衛門、堀尾茂助などを使わすゆえ、ただ迎えの籠に御身を入れておこしあればよい。以上、夫の手紙は、その終わりに、返事を待つと結んであった。と、おっしゃるかしら。 それはねねにもわからなかった。夫の言いつけは重大であると思った。ねえねや、ねえねや、ちょっと、こっちへ来てみなされ。折り伏し、屋敷の裏のほうで、老母の呼ぶ声がした。はいえんを降りて、かのじょは、裏へ出ていった。見ると老母 町内の空き地を耕して菜園とした畑で今日も百姓の持つ桑を取って秋ナスの熱土を描いているのだったまだ昼中は残暑畑の土いきれはことに暑い桑を持つ老母の手には汗塩が光っていたまあこんなお暑いのにネネはついそう口に出てしまう 常々老母が言うが百姓は好きですること必ず気づこうてくれるな。ということは何度も聞いていながら百姓育ちでないまた百姓の神秘を知らない彼女にはそれはただ労働するという姿にしか見えなかったでもこのごろはだんだんに老母がなぜ百姓をやめないか その心持ちが少し分かりかけてきたような気もする何かにつけて老母はよく土の恩ということを口にする貧苦の中に4人の子を大きく仕上げ自分もこの年までともあれ飢え死にもせず生きてこられたのは土のご恩だというのであったそして朝は太陽へ 柏でをならしをらて拝む。それも中村時代からの習慣にしていることだという。以前の生活を忘れまい。急に美美食になれ、土と太陽の恩を忘れたら、きっと罰が当たって病にかかろう。そんな術界をもらしたこともあるが、もっと口には出さないで、子や子の妻などへ。 に教えている大きな意味もあるにちがいなかったネネもその程度には老母の心をくんではいたああネネかこれを見てたも彼女の姿を見ると老母はくわを置いて自分の丹精をうれしげにさして「秋ナスがこのようにたくさんになったまた少し積んで」 ふゆのあいだにたべられるようつけこんでおこう。いつもの籠をもってきてすこしいでたもはい。ねねはもどってくるとふたつのかごのひとつを母にわたしはたきのつちに母とならんでじぶんもいではかごへいれたおひるねもなさらずにごたんせいあそばすのでやしきではおしるのみやつけものは。 みんなお母様の作ったもので足りておりまする。でいりな商人たちは、いぶかしく思うておろうの。道使いから聞いて、それはお楽しみにもなり、ご養生にもなり、経済にもなるし、本によいことだと言っているそうでございます。臨借のためにするように考えられては、陶器児というこの家の主の触りになる。そうした向きで用のない商人には、 せいぜいなんぞほかのものを買うてとらすがよいそうしておりまするああそれからお母様こんなところで申してはおそれいりますがつい今しがたすのまたからご書面がまいりましたほうあの子からええけれど今日は母上様へのお宛名はなくわたくしへだけまいりましたどっちらでもえ、ね、して相変わらず無事か ここは久しゅう頼りがなかったのは、みのえりお引き上げのためであったの。さようでござりますついては、この度は、もう一条の主と許され、領地も五万石ほどあり、なお、馬印までご主君より賜ったからには、もう母上様をおそばに迎えてもよいように考えるから、そなたからおすすめして、ぜひ近日中に、のまた城へお移り遊ばすように。 そう、こまごまと、わたくしへおしつけのお手紙でございまする。ほうほう、それはめでたい。はの子のどこが、殿様のお気に召してやら、夢のような出世ではあるが、巣に乗って踏み外してくれねばよいが。この吉次を聞けば聞くで、その吉次のはかなくおわらぬように、親心はまた、 それをんじるのであったむつまじくはたけにならんだろうぼとよめのてにがれたナスはななつとうにじゅうといつかかごをるりいろにうめたおかあさまおこしがいとうございましょうになあなわしのからだこうしていちにちすこしずつなとはたらいたほうがかえってぐ合いがよい。 私もお母様に習って時折畑のお手伝いをさせていただいてからウりだのナスだの朝の朝な汁の名をつむのに楽しみを覚えてまいりました。スノマタ城へ移ってからでもお城には広い地がありますから畑作りはやめないで余計い出していたしましょう。ほっ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 ほう。老母は土に汚れた手の甲を口へ当てて、そなたも。 道と同じようにさ態がないの。もうすのまたへ引きうつるものといつのまにやら決めてやる。母上様。ねねはあらたまって、はたけのうえへゆびさきをつかえながら、どうぞ、ねねからもおねがい申します。おっとのきもちをかなえてあげてくださいまし。すると老婆は、あわててねねのてをとって、ひたいにいただかぬばかりに。 もったいないもったいないわしのわがままをそなたまでがいいえお母様の思いやりはようわかっておりますけれどたしやりながかと鼻立ててたもるまいぞわしがすのまたへ行かぬというのはあの子のためを思うてじゃまたご主君へのご奉公を欠かすまいと思うてじゃおっともそれはよくがてんでござりますそれでなおも あの子の早い出世に中村の猿がとか水飲み百姓のせがれがとか曽根見の多い中にある陶吉郎じゃ無ク的百姓バーガーお城の奥で旗打ちなどをしていたらあの子の家来たちも主を軽んじ引いては陶吉郎もつらかろういえもしお母様それは取り越し苦労と申すものでございます 見えを飾り人の聞こえを気にするたちの人なら知らぬこと、夫はそんな気を放変に心を左右されるお方ではありません。したがって夫についている家来衆とても。そうかのう。こんな姿が一条のあるじの母ぞと望んでも、あの子の顔には触るまらないか、そんな小さい人物の夫ではございません。ねねの言葉が。 あまりきっぱりしていたので老母はお届きの目を見張りやがてその目から棒だとしてうれし涙をこぼしてしまったすまぬことを言うたなね,ねねよ許してくだされよ。さあお母様日も暮れますゆえ手足などをおすすぎ遊ばしてねねは二つの重いかごを 両手に下げて先へ歩いた夕方の清掃にかかる召使いとともにねねもほうきを持つ雑巾をかけることに老母の部屋の一切は勤めて彼女の手で何もかもするようにしていた明かりをともすそして夕下の禅舅と嫁とのほかに 道の分も朝夕必ず陰膳として床の前に据えて食べるお腰でももみましょうか時折神経痛を病むのが老母の持病であった秋口の夜風に触れると痛みを訴えることが多かったねねに足をさすってもらいながら老母はすやすや寝入ったかと思われたが その間考え抜いていたのであろう。やがて起き直ってねねへいった。はあ、うん、嫁が。そなたも定めし、あの子のそばで暮らしたかろうに、わしのみわがまま言うて許してたも。明日でもよい、すのまたへ返書を出してくだされ、母もすのまたへ引き移りたいほどに。 迎えの衆を急いでよこしてもらいたいと待ちかねていた妻からの返書が届くとすぐ藤吉郎は蜂須賀彦右衛門堀尾茂助ほか30名ほどの家中を母上お迎え役として籠や馬なの持たせ即日清洲へ遣わした明日は母をこの城へ。 母の居間はどこがよいか、どうしたら母が楽しむだろうか、彼は子供のように待った。すると、その清掃された縄文へ、母の籠より一日早く、思いも受けぬ珍客が訪れた。客は祖福にまぶかな傘をかぶり、従者も2人ほどしか連れていない。しかも、 一人は若い女性であり、一人はワナベだった。おめにかかればわかる。とのことに、ありのままを武士から統治機へ通じると、かれは何か思い当たったと見えて、さては。と、自身ですぐ城門まで出迎えにかけてきた。はあ、これは。いや、しばらくでござった。あんの定 客は栗原山の竹中半兵衛重治だった。友の同士は小熊。女性は半兵衛の妹のお優なのである。身内はこれだけでござる。一族はなお母体さんの城にあまたあれど、すでに一度世を捨てた半兵衛には、主演も続演もたったに等しい者どもです。藤吉道殿とはかねてのお約束。 自説も参ったかのように存ぜられるゆえ、山の一案を捨てて、再び陣中に降りていきました。身内とも3名の朗々の者、ご随身の端へお加えくだされようか。藤吉郎は、膝のあたりまで手を下げて、心の底から、こはまりなご謙遜です。前もって一生お知らせを賜れば、すぐにも自身山までお迎えに参じましたものを。 たかの,の知れた山住まいの同人一名がご奉公に参るのに迎えなどはともあれどうぞ先に立って彼は半兵衛を奥に生じ下座について語ろうとすると半兵衛は固く上座を拒んでそれではそれがしが随心致そうとする意志に背くと言って聞かない 道もまた、いやいや、自分には御身の上に立って召し抱えるなどという器量はない。主君信長にご推挙申して、自分はあなたを師としてこれから学びたいと思っている。と中心から言う、半兵衛はいなと、明瞭に頭を振って、初めから申した通り、それがしは信長様に随心の心はもうとうない。 九州斎藤家の義理立てのみでなく、もしこの半兵衛が信長様に仕えたら、また必ず訓起をさらねばならぬ気がするのです。ほのかに聞き知るご性質と、この半兵衛自身の至らぬ性格を思い合わせて、双方にえきなき主従となるような予感がいたされるのでござる。そのあたり、あなたにはなんとなく気心がおけないでよい。生来のわがままも 害も大きく入れてくださる気がすぐ。そうした木陰でなくては身を寄せても寄せきれぬ半兵衛でござる。どうかご家中の端と思うていただきたい。あくまで半兵衛はそう言って聞かなかった。ではどうか藤吉道のみでなく家中一般の軍学の師として心置きなくおとどまりくださるように。そんなところで。 二人は妥協がついたと見え夜は10日に酒を組み合って老けるのも忘れて楽しげに話し込んでいた翌日は彼の母が素の股に着く日であった藤吉郎は獣者を連れて場外一里余りの正木村の外れまで母の籠を迎えに出ていた村ずれの民家に 駒をつないで藤吉郎主従はやがてつくはずの老母の籠を待っていた壁と屋根ばかりなあばら屋へ領主が休息したので村民はひどく恐縮して慌てて将棋やむしろを持ち出して備えるやら村さの娘が清掃して接待するやら時ならぬ騒ぎだった晩秋の空は青い 民家の間垣には菊が匂いイチの小杖にはモズがたかないていた中村を思い出すなあ藤吉郎はそばにいる家来へ行った何につけても彼は郷土を忘れていないそのうちに村のわんぱくや花ただしが蜂の子みたいに集まってきた 木陰や,やぶの中からのぞいて「殿様だよあの人」「違うや、こっちの人だよ」「立派だなあ」「いい馬だなはじめはおそれて遠くからささやいていたがそのうちにそこらを駆け回ったり何か遊戯を始めてわいわい騒ぎだした村おさの紋付きを着た老人が「くれっ と怒鳴りつけてご両親様の前でわいらなんちゅうこっちゃあっちへ行きおれ行きおらんと棒をくらすぞと追い払った藤吉郎は手を挙げてあはは、これこれしかるな子供たちは見慣れぬ我らを見てはしゃいでおるのだ遊ばしておけ遊ばしておけと言った家来に命じて彼は 薪絵をした塗り物の器を膝へ取り寄せたそれは籠の中のおなぐさみにと母のために用意してきた菓子だったが子供菓子をやるここへ来いと差しまねいた名主に叱られたわんぱくどもはかなたに立ち並んだまますくんでいたが一人も前へは出てこなかったと言って みな菓子は欲しいし、漁師は怖いし、という顔をしていた。これ、一番チビの花たれ。来いよ。怖いことはない。菓子を使わすから、これ来い。指をくわえながら、チビは前へ出てきた。そして、藤吉郎の手から菓子をもらうと、逃げるように戻っていく。じゅんじゅんに吉郎は、 ひとつかみず歌詞を分け与えた。その光景をわんぱくの親どもは土下座して涙しながら眺めていた親どもにも何かとらそう一風の金子を村の老人たちへと言って家来から名主へ下げた近頃乱世の時世に敬うな御人事ではあると村長はびっくりして村中へ触れ回った いイグリョシュウ村じゅうは生ける氏神が下ってきたように遠くから彼を拝した氏神さまは陽気な性質とみえて家来や村人を相手にしきりと話しかけたり笑ったりしているそのうちに並木外れまで出ていた家来の二さんがかけてきてご浪子さまのお列がはやかなたに見えてまいりました と中心する。おお藤次郎の表には包みきれない喜びが輝いた民家の軒下を立って並木口まで彼は歩いたもう母のかごはついそこに来ていた付き添いの武士たちは出迎えに出ている主の姿を見ると一斉に馬から降りた 八彦右衛門はすぐ老母のかご脇へ寄って「道吉殿様がわざわざこれまでお出迎えに来ておいでなされます」と告げた「はあはあはあ」かごのうちからもうなつかしさがいっぱいな老母の声だった「おしてたもおりましょう」という言葉さえせわしかった 籠を止める。武士たちは左右に膝を折って一様に皆頭を下げた。ネネは先に乗り物を出て老母の籠のそばへ寄って手を取った。とその老母の足の先へ急いで草履を揃えた侍の顔をふと見るとそれは夫の藤吉郎であった。何を言ういとまもないし。 胸がつまってねねはめをもっておっとにあいさつしただけであるろうぼはこのてをとって「ひちじゃのあるじがもったいないかちゅうがたもおるところそうきづかいはせぬものじゃ」とひたいにあてておがまないばかりにいったおすこやかなあおかほをみてとうきちどうあんしんいたしました。 気遣いするなとのおせですが、母上は家庭の母上。今日の私は武将としてお出迎えに出たわけではありませんから、お安じには及びません。そうかの。老母は、かごの外に立った。我が子以外の侍は、すべて地に指をついているので、その前を立って歩むもまばゆい気がした。お疲れでしょう。 ここでしばらく休息なされませんもうすのまたのすまいまでは一里ほどしかございません老母の手を引いて民家の軒先の将棋までいざなった老母は言わるるまま腰をかけて真っ黄色なイチョウ並木から秋の空をながめていた涙もどくおなりになったようだ 東吉郎はひそかに母の健康ぶりを見守るのだったしかし母の手は中村にいた頃のように日焼けで黒くなっていた夢のようなやがてつぶやいた母の独り言に母がうっとりしている気持ちが察知られたそう言われて 道もまた改めて歳月が顧みられたけれど彼には夢のようなとは感じられなかったはっきりと現実の歩みを過去にも見るのだったここへ来た今日の日は当然行き着いた道中の一宿駅という気持ちなのであるおめでとうございます おようこばしゅうござりましょういつとなく領主が母を郷里から迎えたのだと知れ渡って村の童謡はここへ集まってきてはるかから土下座して祝いを述べた餅をついてくる茶を煮てささげるまた古い鈴を持ったオーナーがめでたい舞とか土俗的な舞ぶりに連れて昇華したり 村中をあげての艦隊であったでっしばし休んでかごと馬と人の列はやがてまたそこを立ってすのまたへ向かっていったおーきれいきれいなおかご。散るイチの葉の光と秋の日の中で子どもたちは生やしながら踊っていた。 平和だった。武士が列後を組めばたちまち火は空を焦がし矢玉は地を揺るがすのがこのころの当たり前だったので子供らの目にもそれはまたなくきれいに見えたものであろうやがて素の股の城が見えた白い夕もやのうちに本丸の明かりが3つ4つきらめいていた いや縄文のあたりにはかがりや松明が真っ赤なほど出迎えに並んでいた一家の喜びは一条の喜びだったまた領土全体の喜びとなっていたなぜか彼は父のことについては人にも語らず平然慕うふうも見えなかった母には人一倍 後進の熱い彼なのにとひそかにいぶかるものもあったが今度その老母と妻とを角俣城に呼び迎えるに際しても父なる人については何の沙汰も聞こえなかった俺は中村の近くなのでそのちくあみという人をよく知っているがと、城内の侍部屋で元孤独党の一人だったという家臣がある折 同僚に囁いた断片などによると、いささかそのあたりの消息が解けないでもない。彼の養父、竹網は、その後も相変わらず踏文餅であったらしい、いわゆる女房泣かせの極道をしつくし、大酒と雄だと健康を損ねて、もう数年前に、藤吉郎がどこか戦場に出ている留守の間に、 中村のあばだ屋で病死したというのが村の者の言っている真相であっただから中村あたりではちくわみをよく言う者は一人もないが藤吉郎の母には最後までよく定説を尽くしたと誰もたたえて同情を寄せた藤吉郎の立身がおいおいとふるさとの人々に知れるに従って やはり幼い時からどっか日吉殿は違っていたからのう。などとにわかに彼の母は村の者の追称や政治に包まれたものだったそうした郷土の人々は藤吉郎の話をするにも養父の乳みのことはおくびにも口に出さなかったかえって八右衛門殿が生きてござったらなあ。 いいないった。藤吉郎が竹みの実子ではなくて潜伏の木下八衛門の子だということは中村のものは誰でも知っているからであるしかしそのジップについても後の恵夫についても藤吉郎が今日あまり口に出さないのは言うては母上が人知れずおつわかろう、 母の胸の内を思いやっているからであったそれは後になって城内の家臣たちにも無言のうちに分かった老母とねねがまたに移ってから翌月のこと藤吉郎の家庭にはまた三人の肉親が来て一つに暮らすことになったその一人は姉のおつみ それから、義弟の子竹と末の妹とであった。おつみは、もう30になろうとしていた。しかもまだ嫁がない身であった。藤吉郎は、この姉に約束がある。他っかを頼むよ。織田が会えなくなったら、姉屋に七の帯を買ってきっとおよみりさせてやる。と、少年の折、一家の貧丘を託して、 郷土を去るときに姉に言った約束である彼はその実行を妻に相談した翌年妻の延家の木下康助をお罪の夫として城内で結婚させたその康助が後の三好武蔵の神和道だっただが父を同じうする姉以上 道が心を使ったのは異府帝の古竹と末の妹だった古竹は改名させて古十郎と名乗らせ私文の中に加えた後の大和大納言秀長はこの人である末の妹はそれはもっと後のことだが家康へ嫁いで間もなく病死した こうして今一家そろってみると母は明けて五十一、姉は三十歳弟は二十四、妹は二十一だったみんな大きくなりましたなあ藤吉道は母へ行ったそして母の満足な顔を見るのが彼の喜びだったまた 明日への大きな張り合いだった。臨港遠景。備能の二州を合わせれば、優に百二十万国の大国。今日の信長はもう昨日の信長ではなかった。稲葉山は岐阜と改め、信長は岐阜城に座った。 永禄年の新春、岐阜城第一に迎えた春の剣蟹と丹波長谷の城主赤沢加賀守は自分の秘蔵する名誉2羽のうちの1話をわざわざ使者に託して送ってきた赤沢加賀守は法要の名人としてまた鷹をよく買う名家としてその頃著名な人だった。 信長もまた少年の時から鷹狩りは好きだと聞いていたので並ならぬ行為を示してきたわけであるところが信長は使者を止めて艦隊もし十分シャイも乗えたがその使者の見ているところでこの名誉はしばらくの間青ざへ預けておこうと話してしまったそして 再び庭へ降りてきても、見ているだけでかわせなかった。死者は案じて、何かお気にでも触ったことがありましょうかと尋ねた。いなとよ。信長は、幹事として次のように言った。ご壇道ぜよ。今や、朝廷のご推理、司会の相談、百姓たちも休んでぬ世の様を。信長は、 赤沢殿以上法要は大好きでござるが、思うに今はこれをもてあそぶ時でもありますまい。他実、近く旗を京都にのぼせ、諸州の軍友どもを沈め、神の御神金を休めたてまつった上には、心ゆくまでのどけきそだえ、鷹も心も放ちと存ずる。そしてまた、赤沢殿のお心差しはありがたくいただいた。 死者にも大義であったと腰の刀物など取らせて返したということがこの春にはあった高仲間の同じ趣味の苦行などへその言葉が言い伝えられたと見える後にそれを聞いた京都の人たちの間では美能二か国を得るのに十年もかかった信長が天下に志のあるようなことを言うたそうだが 二か国十年のありで言ったら、一体何十年後のことになるやだ。いや、その前に自分が十万億度へ旅立たねばよいが、と、ひとしきりに道場間の笑い話になったという。なんぞ知らん。わずかそれから三年後には、京都の足利義明将軍は、 もう信長を頼らなければならなくなっていた。けれど、信長の今年あたりの生活を身近に見ているものでも笑う方が本当の気がした。天馬空を行くような希望への駆け足は少しも見えない。むしろ、岐阜城へ座ってからは、カンカンたる準備を送っていた。以前のように、 鷹狩りやまた夜の踊りなどには出かけないがいつも訓息は静かである晩春花はおぼろ月の大びさしから彼の居眠る凶塞の近くまで散り込んできたあ,あそうだ何を思い出したか急に彼は一生をしたためて たへ使者をやった近頃藤吉郎も一条の首相となって常に呼べはいつでも「はい」と答えるところにいないのは信長にもやや寂しい風であった角俣川の太閤を渡って信長の飯状は藤吉郎の城門へ届けられたここもこの春は平和に暮れて 小風の築山影には山藤の花が白々らら揺れていた本丸の広庭を抱いたその築山の牛の型には先ほど不審した新しい坑道風の建物と一棟の添え屋があった小さい胸には竹中半兵衛と妹のおゆうが住んでいた大きな坑道造りの胸の方は家中のものの 収要連部の床として建てられたものだった竹中半兵衛を師として明日には論語公教などの講義が開かれ昼は創術や太刀を励み合い夜は膨るまで火掲げて半兵衛は孫悟の軍学を説いた一般の私風をまずここから叩き直そうとするように半兵衛は熱意を持って 若い諸子の教養にあたった首相の藤吉郎からしてそうであるがここの渦中は孤独党での野育ちな武士が中心となっている藤吉郎は自分を顧みて自分に欠けているがために平勢持とうと心がけているものを彼らにも持たせなければならないと考えた野育ちの強さだけでは 行く末自分のものとして本当に役立つ家来にはなれないそう憂いていたからであるで竹中半兵衛を迎えるとともに彼は自分も半兵衛に入門の礼を取り校舎を建て一般の軍学師範と仰いで家中の教育を一任した私風は大いに改まった 半米が損死や論語を講じるときには、蜂塚彦右衛門なども長江の床に欠かさず姿を見せた。ただ、裏村区は、肝心な半米重春が相変わらず創建でない。そのため、時々休校して、家中のものを失望させた。今日も昼は勤めたが、夜学の講義は休むと言って、半米は、 黄昏るとすぐ北のをめさせた。の上流から来る夕風は晩春といっても半兵衛の病骨にはなお寒いらしかったお,兄上様奥おまた、おへししをべてきた。よりば湯は兄が自薬の煎じ薬を机のそばへ置いて 相変わらず暇さえあれば書物に目をさらしている半兵衛へそっと言った。いや、対して体が悪いわけではない。殿からお招きがあろうと知れぬと思われるので講義を休んだのだ。寝る支度よりはお召しがあったらすぐ出仕の愛になるよう、衣服などをそろえておけ。おや、さようでございましたか。なんぞ今日はご本丸にお集まりのことでも。 違う。半兵衛は、戦役の熱いのをすりながら。先ほど戸をしめるより、そなたが告げたことではないかお使者の小旗を立てた船が川を渡って岐阜よりお城の門へ着いたようじゃと。あの、そのことでございますか岐阜より殿へ御城があったとすれば、いつどんな御用の行なぬ限りもない。 たとえ半衛におまにきがなくても、帯をといて休んではあいすむまい。ここのご城主様は、お兄上様を死とあがめ、お兄上様はまた、さ様を殿と敬まって、一体どちらが本当やらわかりませんが、お兄上様にはやはり、あのお方へご奉公を仕切るお覚悟でございますか半兵は、 微笑みそうな目をつぶって天井をあおぎ「ついそうなったなあ男にとって怖いものは男に見込まれることだよ警告の美には迷わぬが」言いかけた時である果たして本丸の使いが来て半兵衛殿にすぐ起こしありたいと藤吉郎の胸を告げて帰った 何か一人木工している藤吉郎の前、小侍が竹中殿がお見えなされました。と告げた。藤吉郎は王と顔を上げ、すぐ部屋の外まで迎えに行った。そして、席へ戻ると、家中お呼び立てして、あいすみませぬ。先生には近ご頃ご用代はいかがですな。と言った。 自分を死として、あくまで丁重に扱う統吉道の様子をしげしげと見入っていたが、意外なご親釈ではある。ご主人たるあなたがそのように仰せられては、半兵衛はんとご挨拶してよいかわからぬ。なぜ半兵衛見えたかと仰せくださらぬか。そのようなお気遣いは、親釈にあるものにはむしろ迷惑に存ずる。構えて私を先生などと呼ぶには、 今後おやめねがいとうござる。いやそうかあ。なるほど。かえってよくないかな。半兵衛のごときものを様で目の中においで遊ばすとのでもないかと思いますが。はっはっはっは。そうでもない。わしは無学だ。御身は学識がある。わしは野から生えた人間だ。御身は母来さんの上手の子だ。 そういうようなさかな。なんとなく一目置けるよ。とすれば、半兵衛の不徳と申さなければなりません。以降、気をつけます。まあ、よい。おいおいと、主従と言ったことになろう。統吉党が、ぼそっと偉くなればな。言っていることは、まるでたわいもない。これで、一条の首相かとおかしくなるほど、 あまりに見識はなさすぎる。ことに、半兵衛に対しては自分の愚も無学も丸裸にしてみせた。学問も少しはありそうな、腹もできているようなそんな虚飾は少しも持たなかった。ときに、お召しの御用は。半兵衛が促すと、うん、そうだ、急に気づいて、藤吉道は言い出した。実は、 岐阜城の信長様から今勇御書面が到来、はて何事やらんと廃棄いたしてみると、ご文言はわずか数行。召喚岐阜に得るもたちまち生む。風雲収まってさらに風雲を望む。火蝶風月まだ共にあらず。今斎の敬策それいかに。こんなお尋ね事が書いてあるのだ。 どうご返をしたためたらよいだろうお答えは一行で足りましょう。お尋ねのご意中は明白ですから。うん、それは自分にも分かったことが一行でどうお答えするか。輪行円景。輪行円景とさればです、うん。なるほど。岐阜を得られて。 今年は内政を整え、平和を養うて、さらに他日を待つときであると、こう信長様にはお考え中のものと思われますゆえ、そのおつもりにそう言わない。ああいうご気象、平日たりとも無意に過ごしておられぬままに、その計策を通うておよこしなされたものだ。陶器を図り、近きと結ぶ、今は絶好な機会かと思われます。 それには、いささか愚行もありますが、そういうことには、それがしよりはあなた様の方が、獣王のご再起と申すもの。まず、林行円形の四字だけをお答えの初中にいたして、上司をお返しあって後、おを見て、じきじきに、岐阜城へご検索あるがよろしかどうと存ぜられます。その、輪行はまず、豆雲の国と結ぶがよいか、二人の意中を、 試しに紙しに書いて見合わせようではないか藤吉郎の言葉に「では愚行を」と半兵衛が先に記して出すと藤吉郎も懐紙へ一筆つけて取り替えた開き合ってみると「甲州、甲斐武け、と布説を合わせたように一致していた <laughs> 2人は笑った。二人とも同じことを考えていたことが愉快だった東畜郎はそれと共に立って夜食を共にしようと半兵衛を促した客殿に赤々と食がともっていた岐阜城の使者を上座に菩薫や奥方のネネなどもいて客をもてなしているのだった いやー、失礼いたしたひどくお静かではないかおっしゃったのどうぞお口を言いさいこよいは一つ十分に彼が座ると日もにわかに華やいで席は陽気になったこのころの夫は前から見るとだいぶ狩猟も進んでいるらしいネネはそう思いながら夫の炎天活脱な主席ぶりを見ないふりして眺めていた 客を喜ばせ、老婆を笑わせ、そして自分自身を実に楽しんでいる彼であった。藤吉郎のそうした姿を見ると、酒とは縁のない半兵衛さえ、つい杯のへりに唇ぐらいは触れてみたくなった。そのうちに、姉婿の木下泰樹も見え、小十郎も混じった。また、家臣の八束彦右衛門やだ。 誰かれも連なって、枠がごとき声援となった。と思うといつの間にか、藤吉郎はそこにいない。少し酒を冷ましに出たのであろう。母をねねに預けて寝床へ見送ると、一人月山を歩いていた。桜の若木が、今年は少し花を持ったが、たわいなく散り果てて。 ただ夏近い山藤のにおいが鼻を打つばかりそこらの闇にむれていたあー待てはいだれじゃあ甲陰にいたのははいおお半兵衛の妹おゆうではないか何していたあまりに兄のお下がりが遅うございますので病弱な兄もしやと。 おいにおもいだの。いやあ、腹からの中の美しいのあみよいもの。東吉郎はそばへ来た。彼女は慌てて手をつきかけたが、東吉郎は無造作にその手を握って、あしをあの木陰の茶室まで連れて行け。足元もおぼつかないほどようてしまった。そなたの手で茶を一服もらおう。 まあ、お手をもったいないお話くださいいえよ、ええー、よ、かまんというねそ,そんなことを遊ばしてはいけませんあいじないあ,あれ何を騒ぐ耳こすりじゃそーっともうそうものをはて心ないものを出すものかな引けませんそこへ半兵衛が下がってきた統治指導も気づいて 慌ててお湯からはなれた半兵衛はあきれ顔してたたずんでいたが「との何のご推いでござりますか?あ」と藤吉郎は頭へ手をやったそして自分の具を笑うのか人の部水を笑うのか大口をあいて「えやなに輪行円形だ」 ににすするるな、気にするな。その後秋ごろとなってから蜂須賀彦右衛門が半兵衛に話を持ってきたそれはお妹のおゆう殿をぼ坊堂のお腰とにあげてくれないかということだった藤吉郎は夏から信長の岐阜城へ出資のままで留守だったで 半兵衛が、「それは誰からのお望みでと問うと、あるじじしんが岐阜城から書面をよこしての指図だという。ご更新の熱い殿なので、お留守中もごぼどのことのみを案じあって、心ばえのよい腰元をと、おなざしで申し越されたとのことです。それは妹にとって名誉なことではござるが、妹の胸を聞いた上で、 官兵衛は一応含んで奥に留めて、別の日、おゆうにそのことを話してみた。おゆうは聞くと身を縮めて恐れた。それはいつか晩春の夜、主君にた戯れられたことを未だにおびえていたからであった。いやか、聞くと、どうぞ、なんとかお断りして、とのみで。 おゆうは涙さえ浮かべた主君の命と聞いただけにわなないて答えるのだった「あかいでもよいお断りすればよいのだ半兵衛も強いる気はない妹の恐れているところもわかっているあまりに傷の茶碗はかえって風情がないとか言うがどうも我が主君にも困った傷がある」 それも茶の風情とか人間味とか見方によっては面白いとも眺められるが女性の潔癖からは到底男の持つこの傷は面白いなどと返されるはずもないまして菩提さんの城にいては真相の姫として育てられ自分と山住まいしてからは世間の表裏も知らない深山の乙女である この話でさえすぐ涙を浮かべる妹である。半兵衛は無理もないと、そのままを彦右衛門まで伝えて断っておいた。この秋も無事である。城内の武士は毎日一堂に集まって、半兵衛、彦右衛門などを中心に、部を練り、領土を見回って、統治指導はなくとも、 よく留守していた。一面岐阜の方の動きを見ると東吉郎の検索が用いられた結果かいわゆる臨を円形の方針がその外交に活発に現れ出していた甲州武田は常に織田家にとって背筋の寒い脅威だったがその武田家と縁談が結ばれて信玄の第四子 勝よりへ、信長の娘が近く嫁ぐことに運ばれていた。嫁君は、放棄重視。黒色無双な歌人とは聞こえているが、本当は信長の生みの子ではなく、家臣、遠山匠の質から幼女としたものだった。が、今儀の後、信玄には痛く気に入ったらしかった。勝よりとの間に、 信勝を産んだ織田家は北京の守りにしばらく安堵を保ったけれどその嫁君は信勝を産むと三熟熱で死んだ信長はまた嫡男の信忠に信玄の第六条をめとって両国のくさびを緩めまいと努めたなお 三河の松平元康、徳川氏と改消して同時に名も家康と改めた彼のもとへも婚約を進めて軍事的な名約をさらに親族的な結びで強めたその婚約の成立した時家康の長男武千代九歳信長の娘もわずか9歳だった近江の親方といわれる 佐々木六角の一族とも婚約制作が結ばれた。で、岐阜城はここ両三年、ほとんど祝い事で忙しかった。心なき侍は、もう自分らの生涯には戦争もあるまいなどと思い込むほど、太平に明け、太平に暮れていた。第三分冊。 前編は以上でございます。後編はかつて二の斎藤家に仕えた明智十兵衛光秀が信長地下となった岐阜城に再び訪れる密客より始まりますそちらもどうぞお聴きください